三木武雄は、日本の政治家、徳島県出身、内閣総理大臣などを歴任した、衆議院議員当選19回、在職51年、称号及び栄典は、長寿くらい大勲位、衆議院名誉議員など、1907年3月17日、徳島県伊野郡御所村に、農商人の家の長男として誕生、明治大学法学部在学中に留学し、 英米自由主義社会を肌で体感、また独一素などの全体主義国家への反感も身をもって実感する。明大卒業直後の第20回衆議院議員総選挙に無所属で出馬して当選、移行死去まで51年間連続在任する。帝国議会では日米対立の緩和に奔走し、翼山選挙も翼山政治体制協議会の非推薦候補として戦う。 戦後は保守系政党を渡り歩き、党幹部あるいは大臣を数多く歴任、保守合同後の自由民主党でも自前の派閥を持ち、有力政治家の一人として認知される。一貫して、派閥の寄せ集め状態の自民党の体質からの脱却等の近代化を訴え、時の政権、党執行部とも衝突を繰り返した。1974年、 田中角への近辺政治が暴露され、田中が失脚すると、三木のクリーンさが田中と対照的で有権者受けすると、みなされて、首相に擁立される。周囲は、田中の近券イメージ一層のための中継ぎの予定であったが、三木は政治改革を行おうとして、田中やその後継の大平正義らと対立、自民党は分裂、下付寸前に陥る。 結局第34回衆議院議員総選挙で自民党は過半数割れの惨敗を喫す。三木は捕獲白昼国会を招いた責任を取って在任2年で退陣。自民党は70年代後半の混迷期に入る。以降も一貫して政治改革を訴えるとともに晩年は中曽根康弘の軍閣路線に反旗を翻すなど世界平和に向けた活動も行った。 裁判年の2年ほどは病で政治活動もままならなかった。1988年11月14日、81歳で死去。大勢翼3海や田中角栄などの大勢力と対立し、一貫して小規模の政党、派閥を渡り歩きながら首相にまで上り詰めたため、バルカン政治家の代表格とされる。阿波市内にある三木武雄の聖果 建物は戦後建て替えられたもので、2013年には空き家となっている。三木が生まれた徳島県板野郡御所村は、北側の香川県との県境をなすさぬき山脈から南を流れる吉野川へ降る、扇状地が形成された場所にあり、水が復流していにくいために、水田よりも畑が多い土地柄であった。土地はどちらかというと痩せており、生産性は、 決して高くはなかったが、江戸時代からサトウキビ、小麦、藍などが栽培され、養蚕なども行われていた。三木の生まれた当時、五所村から最も近くの町は、吉野川を渡った鴨島町であり、徳島市へは鴨島から徳島線などを利用した。つまり、三木の故郷は大都市や町ではなく、同時に本格地にあった農村地帯であった。三木武雄は、 徳島県伊野郡五所村吉田座芝生に1907年3月17日、三木久義、高野の長男として生まれた。久義は五所村の近くにあった柿原村に農家を営んでいた飯尾六三郎の次男として生まれ、一時期大阪で就労した後、五所村の地主、柴田家のもとで働いていた。そこで五所村ぐ川内農家、三木郎の娘として生まれ、 幼い頃から、芝家に方向に出ていた、三木高野と知り合い、婚姻した。久吉と高野は婚姻後、妻、高野の三木聖を名乗り、主である芝家から家などを与えられて分家した形となった。芝家は、当時御所ぐらい一の地主として知られており、芝家から家と土地を与えられた分家は他に何件かあって、芝生の集落は、 柴竹とそれぞれの文化を中心として構成されていた。そのような御所村で、久吉は農業と肥料商を営んでいた。肥料は竜安、大豆カスニシンなどを扱っており、肥料以外にも酒、米、雑貨なども扱っていた。つまり、三木の実家は農村のありふれた農商人であり、旧家や豪農などではなかった。武雄は、久吉十三歳。 高野38歳の時に生まれた一人っ子であり、両親の愛を一心に受けながら成長した。特に高野は、竹雄の健康管理について、常に注意を怠らなかった。小学校から、商業学校時代五所村神常高等小学校、卒業時の三木竹雄。1913年4月、五所村神常高等小学校入学。当時の三木は、同級生から、 小柄で病気がちでおとなしい、一本気で融通が効かない、一人っ子、外面が悪く独善的で協調性に欠けるなどと回想されており、おとなしいものの和が強い子供であったようだ。3年時には27日間欠席したと記録されていて、病気がちであったという回想は、確かなようで、また恩師であった教師の段によれば、 算数が得意であったが成績はクラスで3番から4番程度で、休調になったことはないといい、飛び抜けて優れた小学生ではなかった。しかしミキは小学校時代から、お話の時間や学芸会では目立つ、弁論がうまい、近所の子供たちに演説を聞かせていたなど、後に国会などで雄弁で鳴らすことになる変鱗を見せていた。ミキ武雄幼少時の勉強机。 どなり歴史館にて撮影。1920年4月、徳島県立商業学校入学。これは、実家が肥料省であったため、家業である商業を学ぶ商業学校への進学をしたためであった。順当に行けば、前年の大正8年4月に進学しているはずであり、1年遅れの特賞入学となった。入学が遅れた理由としては、小学校や特賞の 同級生らから入学試験に落ちて浪人した、補欠合格はしたものの自信が持てず留年した、あるいは目の病気のためとの証言があって、はっきりしない。当時、徳島中学校と並ぶ南関中等学校であった、特島の入学試験に際し、高野は小学校教師に毎晩の特別の補習を依頼し、補習終了まで別室で待っていた。特島に入学したみきは、徳島市、 前川町にあった第二宿舎に入寮式宿生活を始めた。ミキは時々宿舎を抜け出し、カフェで飲酒したり無制映画を見たりする、後派グループのリーダーとなったと伝えられている。久吉にねだって、コダックの小型カメラを購入してもらい、カメラ悪用の疑いで、久吉が学校に呼び出されたこともあった。徳島県立商業学校時のミキ武ケミキの特徴での成績について、 詳細は不明であるが、注意であったと言われている。特殊時代、三木は弁論で、存在感を見せるようになる。中学一年時に弁論部に入部すると、たちまち頭角を表して、弁論部キャプテンとなった。徳島県下青年学育オロン大会などで、得意の雄弁を見せ、第一席となったこともあると伝えられている。また徳島で成長した、香川と彦の講演を聞いて、 その弁論術に感動し、長井龍太郎の雄弁術に感激したというエピソードも残っている。特徴では野球部強化のための資金集めと商業実習を兼ねてワイシャツや毛布などを販売する校内バザーを行うことが慣例となっていたが、1925年7月、バザーの会計に不正があるとの疑いが生じ、4年生を中心として、 校長の追放運動が発生した。ミキは一年留年しており、当時最高学年の5年生であったが、運動の主要メンバーとなった。ミキは得意の弁論を駆使して、校内を解いて回り、校長にも直接談判した。そして4年生全員が、連番上に署名した上で、学校を休んでビザンのモスケが腹に集結し、規制を上げるという事態に発展した。その結果、 生徒と保護者の代表がバザーの会計監査を行うことになったが、不正は明らかにならなかった。最終的に、ミキと他の一名の生徒が一連の騒動の死亡者とされ、退学処分となった。この事件では、ミキの雄弁が悪い結果をもたらしたことになる。久吉は退学処分を受けたミキを厳しく叱りつけ、高野は近親者に対して、この抑制を案じると漏らしていた。 三木本人も徳島にいたたまれなくなり、おじらを頼って大阪の伏せ市へ向かい、1925年9月、私立中外商業学校に編入することになった。中外商は1922年3月に認可され、同年5月から授業が開始されたという三木の、編入当時はまだ歴史の浅い学校であった。当初大阪市北区玉井町にあった仮校舎まで歩いて通学していたが、 同年12月には、天ヶ崎市塚口に新校舎が完成したのを機に、塚口まで通学するようになった。徳島の名門校から無名に近い学校への転学を余儀なくされた、挫折感や、故郷徳島を離れた孤独感に苛まれたミキを支えたのはやはり得意の弁論であった。大正14年の近畿中等学校弁論大会で、ミキは第一席となっている。 1926年3月、中外省を卒業。明治大学専門部省か時代1929年、明治大学郵便部にいて活動。中外省を卒業後、三木は進学を希望する。家業を継いでもらいたいと考えていた両親は当初、進学に反対した。三木はまず旧正高等学校を受験するが、不合格であった。競技で失意に沈んでいた三木に、 中学の同級生が、まだ明治大学の受験が残っているので一緒に受けて、みないかと誘った。一年浪人して勉強するよりも良いのではと考えた。ミキは、早速友人と共に上京して、明大の試験を受け合格し、1926年4月、旧制明治大学専門部商科に入学した。 当時の東京は2年半前の関東大震災による壊滅的な被害からの復興途上であり、明大も学生、教職員、交友らが共同で復興に取り組んでいた。また、明治大学の見学の精神は、権利自由、独立自治であり、活気にあふれ自由な興奮の中、これまでの挫折続きの学生生活から一変し、三木は学生生活を満喫することになる。三木は、 本郷菅も、下も、高輪などで下宿生活を送ったことが確認されている。そのうち下高輪の竹内君家の下宿では、家主の子息、竹内清氏が、後に、三木の秘書、そして参議院議員となる。三木の生活費などは久吉が送金していたが、久吉に金の無心をするはがきが残されているところから、十分な経済的余裕がある。 学生生活でなかったと思われる。また、郷里の父母の健康を気遣う手紙が残されており、これは、ミキは故郷を離れる中で、幼少時より、両親から受けた愛情を深く感じるようになっていった、ことを示している。明大入学直後、ミキは、クラス委員に立候補する。立候補して演説するミキの姿が、長尾シンクローの目につき、郵便部に勧誘される。 徳島市生まれの郷里の先輩にあたる長尾の勧誘もあり、郵便部に入部する。長尾はその後も三木の親友として、後の欧米への遊説、見学時、そして衆議院議員選挙立候補時など、重要な場面で三木を支え続けた。三木が在学していた当時、明大は立憲民政党系の影響力が強く、木村武雄などは学生委員会団に所属して、 民政党の応援活動に従事していた。しかしミキは、規制政党への応援を行うことはなく、また左翼運動に興味を示すこともなく、郵便部の活動に専念していた。明大郵便部の活動としては、まず全国各地で演説会を開催したことが挙げられる。ミキは入学直後の1926年7月には、名古屋市、奈良市、和歌山市、大阪市そして、 郷里の徳島県など、四国各地での演説会に参加したのを皮切りに、北はカラフトから南は台湾、そして朝鮮など外地で行われた演説会にも参加した。この全国各地での演説会開催は評判を呼び、明大学長の横田秀夫のもとには多くの令状が届けられたという。もちろん郵便部は学内でも演説会を開催しており、 三木が学内での演説会に参加した際の記録が残されている。さらに三木は1928年、関東39大学の弁論部によって結成された東部各大学学生有弁連盟の呼びかけ人の一人になった。同年12月には、時の田中義一内閣の思想取締りが各大学の弁論部にまで及ぶようになったことを抗議して、 東京本郷の仏教青年館で各大学弁論部により開催された第1回暴圧反対学生演説大会において、ミキは明大郵便部キャプテンとして弾圧反対の演説を行っている。このような郵便部の活動を通じて、ミキは他大学の弁論部員との交流が生まれた。その中には後に、政官会、経済界で活躍する人材も多く、後に、 正解で活躍する三木の人脈形成の一つとなった。明治大学法学部入学と外遊留学、長尾シンクローと共に、アメリカ公園旅行へ向かう三木竹を、春見丸戦場にて撮影。右が三木左が長尾。1929年3月、明大専門部署化卒業。4月に、三木は両親宛に、しばらくの時間の猶予。 そしてしばらくのわがままを許してほしいとの内容の書簡を送っており、明治大学法学部に入学し、さらに欧米への外遊に出発することになる。ミキは長尾から国際性を身につける必要性を説かれ、米国への遊説旅行に勧誘されていた。長尾は、まだ若い頃、兄の田所滝次と共に、米国に渡り、苦学をした経験があった。法学部入学直後の6月、 明治大学寸大新報には長尾と三木がハワイ、米国本土へ、遊説旅行へと出発することが紹介されている。遊説旅行の費用は自己負担であり、三木は企業などからの援助、新聞社の特派員として記事執筆、そしてやはり両親からの援助などで多額の費用を賄うことになった。出発前には長尾、三木両人の故郷である徳島で、 欧米遊説記念大演説会を開催し、明大学長からの許可書、指導協力の依頼状を携え、9月27日、米国へ旅立った。米国在住経験がある長尾と共に、三木はハワイ到着後、現地在住の明大の交友会や日系人の支援を受けながら、精力的な講演活動を開始する。ハワイでの活動後、長尾とは、 米国本土に上陸、やはり現地の交友会、日系人たちの援助を受けつつ、サンフランシスコ、ロサンゼルスなど、カリフォルニア州内、その後デトロイト、シカゴ、ニューヨークなどで講演を行った。デトロイトでは、フォードモーターを1日かけて見学したり、また発明家のトーマス・エジソンと面会するなど、講演活動以外にも見聞を広めていった。長尾シンクローと共に、米国、 欧州各国に遊説、見学旅行を行った際に、ミキ・タケオが使用したカバン、ドナリー歴史館にて撮影。約1年間に及ぶ米国遊説旅行終了後、ミキは欧州へ渡った。米国の公園旅行と異なり、欧州はほぼミキの単独行であった。欧州は公園活動ではなく見学旅行であり、ミキは英国、ドイツ、フランス、イタリア、 ソ連などを回った。折しも外遊と世界恐慌の時期が重なっており、米国では大勢の失業者が発生している状況を目の当たりにし、続いて英国でも深刻な影響を実感した。ミキは欧州歴訪中、ベニートムッソリーニのファシスト党統治下のイタリア、ヨシフ・スターリン支配下のソ連、そしてアドルフ・ヒトラーによるナチス対等前夜のドイツを見て、 ファシズム、スターリニズムなど全体主義の強権に強い違和感を抱いた。一方、スイスのジュネーブで行われた国際連盟の軍縮会議で、フランスの外務大臣アリスティード・ブリアンが行った平和を訴える演説に感銘を受けた。ミキは一年余りの欧米旅行で、米国の自由、民主政治、そして平和の重要性、そしてファシズムと共産主義による、 強権支配の問題性を認識し、ミキの人生そして政治活動に大きな影響を与えることになる。1930年11月、シベリア鉄道経由で満州座へ向かい、北京を通って日本に帰国した。帰国した後、早速、明大法学部に復学するものの、ミキはすぐに米国留学を計画することになる。留学の意図は語学を身につけ、 交際感覚を磨くためとも言われているがはっきりとはしない。1931年6月に明大を卒業して故郷徳島に戻った長尾宛の所管によれば当初ミキは明大やキューブの米国遠征時にマネージャーとして同行し、米国で弁論活動なども行うことを計画していた。しかしこの計画は実現せず結局翌7月に明大から大学など 学校調査研究のため、2年間の欧米出張を、メイズとの内容の契約書、事例が交付された。1932年5月、米国へと向かった。米国行きに際し、当初ミキは片道分の旅費しか持っていかなかったと伝えられている。講演活動を行えばお金は、何とかなると考えたためのようであるが、ミキの意図とは相違して、 講演活動での収入では生活もままならなかった。現地日経の新聞社の記者、ロサンゼルスの日本語学校での小学校教師などを行ったが、学業を行いながらの生活は経済的にかなり苦しく、米国留学時代、親友長備に宛てた手紙の多くは生活費に関するものであった。そのような中で、ミキは著者の出版を計画し、さらには、 ロサンゼルスオリンピックに際して日本製の日傘を輸入し、また、米国製中古機械を日本へ輸出する計画などを目論んだりもした。経済的に苦しみながらも、ミッキーは南カリフォルニア大学、アメリカン大学に通学した。1936年4月にはアメリカン大学からマスター・オブ・アーツの学位を受けたと伝えられている。明大からの学校調査研究のためという、 渡米契約についても、1932年11月の時点で中西部の大学は視察し、続いて東部の大学視察を行う予定である旨が報告されており、大学側に、明大に留学生部内市日本語専修科の設置、そしてアメリカ在住の日系2世を明治中学校に編入させるアイデアを提案している。留学は1936年4月までの4年間に、 んだ留学時代、ミキは本業の学業、大学などの教育制度調査以外に資金を稼ぐために、米国で就労を経験し、出版や貿易を企画するなど様々な体験を積んだ。また、在米期間中にはミキの人脈も形成され、後にミキの制作ブレーンとなった人物もいる。専門武将家時代の遊説旅行。 1929年から1930年にかけての欧米旅行、そして4年に及ぶ留学は、当時の日本が一層の世界進出を果たしていくという機運の中で行われたものであるが、若いミキにとって様々な見聞、そして体験を積み重ねることとなり、さらには人脈形成の一環ともなった。留学から帰国後、ミキは明大法学部に復学する。 そして1937年3月卒業する。卒業後の未期の進路は全く決まっていなかった。希望としては明大の教員になることを考えていて、他に外交官、記者、そして政治の世界に身を投じようとも考えていた。当時は弁論活動をしていた人物が正解入りすることは珍しいことではなかった。そのような中、 当時の林内閣は3月31日、突如として衆議院を解散する。三木は、この突然降って湧いたような衆議院議員総選挙に立候補する決意をした。神風候補三木は、林内閣の衆議院解散、いわゆる食い逃げ解散の方を、お茶の水の床屋で聞き、総選挙立候補を決意したと伝えられている。三木は解散直前の17日に、 満三十歳となり、当時の衆議院議員非選挙権を得たばかりであった。また、三木の衆議院議員立候補の経緯としては、衆議院解散のニュースを聞いた時点では立候補をするつもりはなかったが、解散直後に、三木のところに、徳島県出身の若者が訪ねてきて、立候補を要請され、どうして自分が立候補できるだろうかと難色を示した、三木に対して、 手弁当で応援すると重ねて、立候補を進める青年の熱意を前に、とりあえず、徳島の選挙区事情を実験して決めることにしたのが、きっかけであるとの話も伝わっている。解散の翌日、三木は、郷里徳島へと向かった。徳島ではまず長尾に立候補について相談した。長尾は、一生涯政治をやるか、やるなら政治家は金を貯めることを考えるな、大義名分に従い、 闘争心が失せたらその時点で政治家をやめよ、その覚悟はあるかやれと政治家となるための覚悟を幹に問うた上で立候補を進めた。幹はこの時の長尾の忠告を私自身の自問自答のようなものであったと述べており、初回立候補時に政治倫理の確立に尽力し続けることになる幹の原点が見出せる。そして長尾以外の友人からも出馬を進められ、 三木は出馬の決意を固めた。長尾との相談後、三木は実家の父母を訪ねて、立候補の決意を伝え、立候補に必要な協託金の納入など手続きを依頼した上で、一旦東京に戻った。4月9日、父久吉は当時の徳島2区への立候補を届け出た。同日三木は東京から当時徳島県にあった5つの新聞社に、 立候補声明を航空便で送り、翌10日には、明治神宮、靖国神社に参拝して、郷里の徳島2区から、生涯大義士に打って出ること、これまでの多くの政治家が行ったような不条、不順を行わないことを誓った後、徳島へと向かった。三木が立候補した徳島2区は3人区であり、前職3人が、いずれも立候補した。 前職は57歳で当選4回の民政党所属の真鍋勝、72歳で当選5回、民政党の徳島県支部長を務める高島平吉、そして57歳で当選8回、衆議院議長も務めた無所属の秋田清という有力候補揃いであり、立候補直前まで大学生であり、衆議院議員の非選挙権を得たばかりで、地方議員経験もなく、しかも、 特徴退学後、長く、徳島から離れて生活してきた三木は、当初圧倒的に不利であると予想された。三木は、無所属で立候補した。三木は、隣の選挙区である、徳島1区から当時5回当選していた、声優会のイクター兵を政治のと仰いでいており、徳島2区には、民政党の現職代議士が2名いたものの、声優会の代議士が不在であったこともあって、 まず声優会からの出馬が考えられた。またミキが長年在学していた命題は民政党の影響が強かったが、当時、規制政党に対する批判が強く、ミキ自身も規制政党に対する厳しい批判を持っていたため、無所属での立候補を決めたと考えられている。圧倒的不利を予想された選挙戦で、ミキはまずイメージ戦略を実行した。 選挙活動会始時の4月上旬、日本全土は神風号の大和飛行新記録充実の開挙に湧いていた。選挙戦のために徳島へ向かった三木は大阪からは飛行機を用いて徳島入りした。当時まだ珍しかった飛行機を利用してのお国入りは三木と神風号を結びつけることにつながり、地元新聞は三木のことを神風号にちなんで、 神風候補と呼び、三木陣営もまた神風候補と名乗った。選挙区情勢を詳細に分析した三木は、選挙事務所を板野郡番西町に置くことにした。板西町は東西に長い徳島2区の東に寄っているが、板野郡は三木の故郷であり、また、板野郡の南にある大江郡、西側の阿波郡からは立候補者がいないため、各候補の競争地になると判断し、 選挙事務所を置くのに最適と判断したためである。なお、開票結果は、大江軍、阿波軍は三木が一位、板野軍はもう一人の地元候補である高島に次いで二位となり、三木の読みは的中する。実際の選挙戦ではまず長尾の実刑で、全県議の田所を焚きが、有税部長として陣頭指揮を取った。選挙区事情に精通した田所は、徳島県は、 若い政治家を育てよ。と、ミキを伴って選挙区中を回った。また、在京、在米生活の中で知り合った知キを積極的に応援弁士として招請した。ミキの応援に参加した人物には、在米中に知り合った早稲田大学教授の吉村、ただしや、その教え子であった石田博秀がいた。東京の大学教授や、 外国生活経験者の応援は、ミキに他の候補には見られない若さと都会性、そして国際性を身につけた人物であることを有権者に認識させる手段であった。ミキは当時の政治情勢について、これまで政党は反発政治を打破した大きな功績を挙げてきたが、規制政党が腐敗して国民の信頼を裏切ったため、立憲世論の政治が衰退して、 官僚朝鮮内閣が続くようになったと判断していた。そのため三木は無自覚議員をなくして議員の質を上げ政党を浄化して立憲世論の政治を取り戻すべきであると主張し、選挙優勢の中でもまず規制政党の腐敗批判と政治浄化を強調した。同様の主張は当時しばしばなされていたもので特段は新しい主張であったわけではないが、 閉塞感に覆われていた当時、まだ30歳になったばかりの新人代議士候補が、規制政党の腐敗を激しく批判し、政治浄化を唱える姿は選挙民に変化への期待をもたらした。また、政党の浄化と議員の支出向上という主張は、最初の国政選挙時から唱えられていたものであるが、立候補した当時の情勢と、政党が結局軍部の暴走を押し止められなかった。 ことへの反省から、三木修正のライフワークとなった。そして、三木の議員一人一人の資質向上を目指す考え方は、真の言論のフとして議会が機能していくことを目指しており、政党政治を両の政治とし、所属議員の数が多ければ、それで良しとするような政党は議会の多数派を占めさえすれば良いといったやり方を批判した。この点も後に、三が、 田中角栄の数は力という考え方に鋭い批判を向けたことに繋がっていく。初回立候補に際して三木が唱えた具体的な政策としては選挙候補に15項目に及ぶ政策が列挙されている。政策の冒頭にはまず国体名庁日本道徳の古水と共産主義絶滅再生一致という当時の時代背景を如実に示すようなスローガンが 並んでいる。続いて、議会浄化と政党の革新による真の世論政治の実現、日本の必要による自由な世界進出、科学技術の振興産業組合の充実改善強化、中小商工業者の組織化など、後に、幹が取り組み続けることになる政治課題の多くが列挙されていた。うち産業組合の充実改善強化、 中小商工業者の組織化という政治課題の重視は、終戦後国民共同党の初期長、ついで院長など、共同主義を標榜する政党で要職を歴任することにつながっていく。また、三木の訴えた政策の特徴としては、選挙区である徳島2区に直接関わる政策よりも全国的、そして、 国際関係に関する政策が目立つ点が挙げられる。ミキは選挙戦は主義政策よりも候補者の質の争いになると考えた。そのため、ミキ・タケオという候補者の本質を有権者に徹底的に理解してもらう必要があるとして、候補のやり方、無料郵便の発送、演説会の日程や時間配分などを分析検討しながら選挙戦を進めた。 4月13日に選挙戦が始まると、ミキは徳島2区の各地で開催した演説会で、規制政党への批判と政治浄化を中心とした選挙演説を行った。ミキの最大の武器は言うまでもなく弁論であった。選挙戦が進むにつれて、ミキの選挙演説は評判を集め、大きな反響が現れるようになった。各演説会会場は、大勢の人々が詰めかけ、 三木陣営に多くの激励の手紙や電報、そして選挙費用の寄付が届けられた。選挙戦を通じて、三木は他の候補者にはない若さと都会性を全面に打ち出し、規制政党と政治腐敗への強い批判を行い、改革者であるとのイメージを植え付けることに成功した。また三木は選挙戦終盤に、徳島2区の有権者に送付した無料郵便で、 自らが一人っ子であることを紹介しつつ、広告に中世の使徒である上に衆議院議員に当選して、老夫母,母に高校の身を挙げ、忠だ良然の規範を立志の歴史に留めたいとの内容の当時の倫理規範で最高の特目とされた忠だを兼ね備えた人物であることを示すとと,ともに泣き落としとも受け取れる訴えを行った。そして無料郵便には、 元大審院長生3位、君一等前、明治大学学長法学博士との肩書きの横田、秀夫の推薦状が添付されており、大学教授などを応援弁士として招請した三木武夫の広い人脈を有権者に改めてアピールした。選挙戦終盤になって新聞各紙は、三木は同じ他の軍を地盤とする高島と投落を争う,争うと予想するようになった。 最終盤の4月28、29日になると、選挙運動は激しさを増し、三木は1日16、17カ所の演説会をこなし、結局、板野軍、阿波軍、大江軍の3軍は選挙戦中にほぼ二巡した。30日に行われた投票の結果、三木は、真鍋、秋田に追いで3位の票を集め、前職の高島を抑え当選した。なお、 三木の衆議院議員当選は当時の最年少記録であった。5月3日の朝日新聞長官は飛行機にまたがる三木の差し絵付きで神風の投資に学ぶ全国一の年少戦領三木君と題する記事を掲載し、神風候補と銘打って言論戦にところ力を尽くし、堂々栄冠を獲得したと三木の選挙戦を紹介した。 帝国議会デビュー帝国議会初党員時、清掃した幹。総選挙の結果、政友会はほぼ解散前の議席を維持し、民政党はやや議席を減らしたものの、これまで続いてきた、規制政党の人気低落には、歯止めがかった形となった。林内閣は居座りを決め込もうとするが、政友会と民政党の連携の前に総辞職した。元老、西恩寺金持や重信らは、 陸軍にも、議会各派にも受け入れ可能なこの絵踏丸を総理とする。こととし、1937年6月4日、挙国一致内閣を標榜する。第一次、この絵内閣が成立する。帝国議会開会の日程が決まり、三木ら無所属議員と小会派の議員らは有効な議会活動を行うために、院内会派の結成を検討する。を含む無所属議員と、 国民同盟、旧昭和会などの小会派の議員が協議を重ね、第71帝国議会開会直前の7月21日には49名の衆議院議員で院内会派第1議員クラブが結成されることになった。しかし三木は第1議員クラブには参加せずに、無所属議員の一部が参加する院内会派第2議会室に所属することになった。 第2控室は13名の議員で構成されており、第1回衆議院議員総選挙以降、連続当選を続けていた尾崎幸よら、個性豊かなメンバーが揃っていた。当時ミキは、尾崎を議会の大先輩として仰いだという。第71帝国議会開会前の6月17日夜、ミキは東京を立って、地元徳島県の選挙区に向かい、地元が抱える、 数々の課題について実態調査を行った。さらに6月末から7月初旬にかけても地元の拡張村役場をきめ細かく巡り、拡張村の実情について調査した。その後も三木は議会報告を開催するなど、かなり頻繁に地元入りして選挙区との関係強化を図っていった。三木の国会デビューとなった第71帝国議会では、 7月31日に人造石油製造事業法外一見委員会の委員として初質問を行った。開会直前には露光橋事件が発生し、日中が全面衝突する事態へと発展していった。そのような中、閉会前に超党派の戦場遺問団の派遣が決定され、三木は小泉又次郎を団長とする中国方面の遺問団員となり、 8月15日から9月3日にかけて国会議員としての初外遊を行った。三木の衆議院本会議での初質問は1938年2月22日、第73帝国議会のことであった。本会議で三木は大倉大臣、茅尾木則に対し、政府が提出した死の事変特別増税案に関して増税が産業振興に悪影響を与える点。 すでに多くの負担を担っている国民にとって、さらなる負担の増大となる点を批判し、増税を行う前提条件として、富の偏在を正す必要があると指摘した。その上で真の挙国一致のためには、政府は国民に情報を伝え、政府の施策に納得してもらうことが必要であると主張した。1939年2月14日、 第74帝国議会の予算委員会報告に対する賛成演説でも、ミキは政府が国民に対して情報をオープンにする、要主張、自局に乗じて利益を貪る者がいる反面、多くの国民が困窮している状況を指摘し、さらには当時強まりつつあった、統制経済の動きの行き過ぎを批判した。ミキは議会政治家として、 ミ意の重視を訴え続けたが、一方そのミ意重視の姿勢は、戦争遂行に対する国民的熱意に従うことにつながり、ミキの議会での活動は、基本的に戦時体制に肯定的なものとなった。日米友好への尽力百9 3 8年2月19日に、日比谷公会堂で行われた日米親善国民大会で演説するミキ。ミキが、 国会議員になった1937年の12月12日には、日本軍が南京攻撃の際、南京から脱出する外国人を乗せたパナイ号が撃沈され、日本側が陳謝と賠償を行ったパナイ号事件が発生するなど、日米の関係悪化が目立つようになっていた。米国留学の経験があるミキにとって、日米関係の悪化は有料すべき事態であった。ミキによれば当時、 中日大使を務めていたジョセフ・グルーから日米関係を有料する手紙を受け取ったという。日米関係が緊迫してゆく、情勢したミキは日米友好を図り様々な活動を行った。まず声優会の上原悦次郎、岩瀬良らと共に台米同士会を結成した。会の趣旨は日課事変でアメリカ国民が中立を守っていることに、 日本国民から感謝の意を示すとし、台米同志会は1938年2月19日、日比谷公会堂で、貴族院議員の今井五助を座長として、日米親善国民大会を開催した。大会では、香川とよひこ、菊池博士、台米非戦論者の陸軍中将、原口初太郎らが、日米友好親善に関する演説を行った。三木は、大会の席で、 日米が戦って、両国とも何を得ようというのか。まず石油がない日本がどうして、長期戦を戦えるのか。アメリカも一支報国の念にも得る日本軍を相手に、すれば多大な犠牲を出すことになる。日米両国が戦争に訴えず、平和的に対立を和らげていく。要努力することこそ、両国の政治家の責務ではないかという趣旨の演説を、行ったと主張しているが、 実際どのような演説が行われたのかについては、戦災などで記録が失われている。研究者の中には1938年時点では、日米関係が緊迫していたとは言い難く、三木が主張しているような内容の演説を実際、言ったかについては、疑問があるとの意見がある。1939年には、数密顧問官の金子健太郎を会長とした、日米同士会が結成され、 ミキは、専務理事となった。ミキは、日米同士会で、日米戦争回避の活動を続け、特に衆議院議員の安倍博士と共に、各地で日米非戦を訴えて回った。1939年2月26日、日米関係の改善に力を尽くし、米国側にも信頼されていた、中米大使、斎藤博士が死去した。米国側は、斎藤の死を悼み、 海軍巡洋艦アストリア号で遺骨を日本に送り届けることになった。日本側は緊張する日米関係改善のきっかけとすべく、三木や今井五助、上原越次郎、松田武千代、岩永祐吉など貴族院議員、衆議院議員らが協議して、金子を会長とする米艦アストリア号国民歓迎委員会が結成され、4月24日に壮大の大熊行動で、 歓迎会が行われた。またミキは遺骨期間の模様から歓迎会の様子をニュース映画にするため尽力した。南左官映画に一色制作されたニュース映画は日本語版ばかりでなく英語版も作成され、6月12日には日本在住の米国人を招き帝国ホテルにて試写会と晩餐会を行い、さらにアストリア号のターナー館長と 米国大統領フランクリン・ルーズベルトに英語版のニュース映画を贈呈することになった。次局同志会、翌参議院同盟とミキ1939年11月27日、ミキを含む第二非会室に所属する国会議員8名は国民同盟の清瀬一郎、東方会の杉浦武雄、日本革新党の江藤玄九郎ら、さらには 院内団体の第一議員クラブの一部所属議員と共に新たな院内団体である自極同志会を結成した。自極同志会には他に、足立健造、赤松勝丸、牧春金、木村武雄らが参加した。自極同志会は、聖戦貫徹の熱情を等しくすることを標榜する新軍的な会派であり、結成直後には陸軍の動きを背景に、 当時の安倍内閣の当閣運動を進めた。安倍内閣総辞職後、与内内閣が成立するが、自局同志会は、声優会、民政党という規制政党の国会議員を入閣させた与内内閣に批判的であった。1940年2月2日、民政党の斉藤隆が衆議院本会議で反軍演説を行った。自局同志会は斉藤の演説を 政戦の目的を冒徳する者と強く反発し、斉藤の衆議院除名に積極的であった。3月7日、衆議院本会議で斉藤は衆議院を除名された。採決の際、反対7、党員棄権121、欠席23が出ており、除名に積極的であった、自極同志会の中でも、あだちら5名は棄権したが、三木は、 賛成票を投じたと見られている。第75帝国議会で、三木は衆議院予算委員会の席で、西日本の干ばつ対策についての質問、県議委員会では、徳島県内の鉄道建設についての県議、そして請願委員会では、徳島県板野郡内の郵便局設置についての請願を行うなど、地元の陳情を積極的に処理していた。三月十六日、 この絵踏みまろによる、新党結成の動きに対する意見対立により、実極同士会は解散し、三木は、同僚議員7名と共に7日会を結成した。この年の春頃からは新体制運動の動きが活発化し、6月24日には、この絵は、数密委員議長を辞職し、新体制運動に乗り出すことを声明した。7月22日の第2次、この絵内閣閣と前後して、 各政党とも解散となり、8月には7日会も解散した。ミキは7日会までは小規模な院内団体に所属し続け、特定の政党に所属することはなかったが、これは戦後、政党の集参離法に関与し、自由民主党所属後も小派閥を率いることになるミキの姿と重なるものがある。ミキは新体制運動にどのように関わっていたのか。 十分な資料は残されていないが、9月12日には、三木の田、小泉淳也、羽田武四郎、西川定一の計4名が、発起人となり、10名余りの若手国会議員とともに、新体制運動についての意見交換会を開くなど、新体制運動に向けて、他の若手議員と連携した活動を行っていた、記録が残っている。10月12日には、 大政翼3会が結成されたが、政治結社ではなく、くじ結社とされ、議員たちは、大政翼3会の議会局に所属することになった。政治結社ではない大政翼3会内では、政治活動が禁止され、議会局の扱いの軽さに、議員たちは、不満を募らせ、解散した政党に変わる形として、衆議院議員の大多数の435名が、参加して、 院内団体の衆議院クラブが12月20日に結成、ミキもこれに参加した。結局1941年4月には大政翼賛会議会局は廃止、9月2日には衆議院クラブも解散となる。同日、衆議院議員324名が参加する翼賛議員同盟が結成され、ミキも参加した。 一方、翌3体制に批判的な鳩山一郎、尾崎幸男らは1941年11月10日には同好会を結成し、その他、西尾末広、松本慈一郎らが参加した、講和議員連盟などが結成されたが、三木はそれらに加わることはなかった。この頃には、議会での審議も境外化が進み、三木は、議会での発言機会にも恵まれないようになった。結婚と、 森コンツェルンミキの衆トとなった森コンツェルン総帥の森徳明ミキは1939年3月第74帝国議会で行われた映画国策化についての法制化審議の場で声優界の岩瀬亮について多くの質問を行った岩瀬はかねてから映画に興味を示していて1933年には衆議院に 映画国策樹立に関する権利案を提出するなどの活動を行っており、1939年には、戦術のアストリア号による斉藤中米大使の遺骨機関の模様から、歓迎会の様子についてのニュース映画制作を一色された南左官映画を立ち上げることになる。ミキは岩瀬と親しく、映画制作についても岩瀬から情報を入手していたと考えられている。 ミキは映画国作家についての法制化審議の席で映画国作家を推し進めるのならば都会ばかりではなく農村でも映画を楽しめるようにすべきであるとし、さらに映画の質的向上、そして費用の支弁を図るようにすべきとの質問を行った。ミキを岩瀬と引き合わせたのは結城と太郎であったとされる。結城は森徳明を総帥とする信仰の森コンセルンと 関係があり、岩瀬は森徳明の実定であった。三木は結城、そして岩瀬とのつながりでしばしば森家に出入りしていたが、そのような中で1940年6月初め頃に森徳明の次女であるむつ子との結婚話が持ち上がり、6月26日には正式に結婚する。新進大西三木と森コンツェルン総水霊城との結婚は、政財界の注目を集め、 結婚式は当時日本銀行総裁を務めていた勇気がコードとなり東京会館で政財界の要人らを招いて盛大に行われた。なお800名参加したという結婚式参列者のほとんどが新婦側の客で新郎である武雄側の客はわずか3名に過ぎず、三木の両親も出席しなかった。1940年6月26日の ミキタケオとムツコの結婚写真。森コンツェルンは、新興財閥の一つであり、満州事変以後の軍需産業発展に伴い急、成長を見せていた。新興財閥のため、資本金が必ずしも十分ではなく、人材も乏しいという欠点も見られたが、1937年6月には、電力、ガス、アルミニウムなどの金属工業、 アンモニウム合成などの化学工業など中、化学工業中心の直径27社を要していた。しかし、ミキの結婚前の1939年には、モリコンツェルンの主力企業である日本電工と昭和肥料が合併して、昭和電工が設立され、モリ家の主導権からは離れることになった。その上、参加企業の昭和工業も帝国工業開発に譲られ、 東信電機も電力統制の結果なくなってしまい、さらに、総水の森徳明も1941年3月1日に死去するなど、未木の結婚前後から森コンツェルンは下り坂を迎えていた。1940年頃から森コンツェルンは大鉱山に向ける日本加工の2社を主力企業とするようになり、徳明没後は大鉱山に向ける 日本加工の更新企業にあたる日本夜勤工業が中核となり、鉱山業と精錬を中心とした商財閥となっていった。ミキは結婚した1940年6月、大鉱山ニッケルの取締役に就任し、1943年11月には日本夜勤工業の取締役となっている。 またミキは1942年6月から1943年11月まで衆議院調査会の商工省部の委員となり、1943年11月から1944年6月までは、これまでの商工省から電力、重化学工業、工業が移管された軍需省の委員、さらに翌1945年には軍需省参与官となっている。ミキが、 戦時中、衆議院の将校、軍事省の委員を務めていたことは、森コンツェルンとの関係が深いことによるものと推察され、さらに森コンツェルンにとっても幹が重要な存在であったものと想定される。翌3選挙非推薦での当選翌3選挙の選挙ポスター第2次、この絵内閣は1941年1月の閣議で衆議院議員定数を400に削減し、 原則一府県一区の大選挙区制、選挙権を男子個種のみとし、自由立候補制に代わり推薦立候補制とする内容の選挙法改正案を決定した。しかしこの選挙法改正を実現するには、これまでの男子普通選挙に代わる個種のみの選挙人名簿を新たに作成する事務が生じるが、これを選挙予定期日までに間に合わせることが困難であり、 また第76帝国議会で政府の施政方針演説への質問を取りやめるなど、議会側が政府に協力する姿勢を見せたため、結局選挙法改正案の議会提出は見送られ、国際情勢などから任期満了総選挙を1年を延長する議員任期延長法案が可決された。1941年12月8日、日米戦争勃発。 直後の12月9日には、衆議院議員の任期切れとなる1942年4月に、内務省が行政措置として、候補者推薦を行った上で予定通り総選挙を断行するとの報道がなされた。1942年2月18日、大党は、戦争完水翼参選挙完結運動基本要項が、閣議決定される。来る総選挙は大戦争の完遂のため、 抑3議会を確立して政治体制を強化させ国民の政治的意欲を高揚を図りさらに対外的には日本国内の政治的な一体性を示すものとされた。要項では建前上候補者推薦については政府の行政措置によることなく国民が自主的に行うものとし政府、抑3会などの役割はその支援を行うものとされたが実際は 政府が温度をとって2月23日、元首相の安倍信之を会長として、候補者推薦母体となる政治結社の翌3政治体制協議会が結成され、翼協が候補者推薦を行うという事実上の完成選挙となった。総選挙での候補者推薦についてはまず道府県ごとの各支部で推薦候補者を決定し、各支部の申請について本部の選考委員会で、 審査の上で最終決定することになった。候補者推薦については、旧規制政党に所属していた政治家などを一掃し、現職を排除して、新人中心とする動きが見られたが、翌3議員同盟側が激しい巻き返し運動を行った結果、最終的には基本的に現職優位の推薦となった。徳島県では脇町町、県会議員の大久保義雄が、 つばさ教の支部長に就任し、支部長以下16名のつばさ教支部委員が総選挙での徳島県のつばさ教推薦者選考を行った。3月30日、支部は徳島2区については現職の秋田清のほか、愛称として著名な三木良吉郎、ベテラン県議の三木熊人の2名の新人を推薦候補としてよく今日本部に内心した。 本部の選考委員会でも徳島県支部の内心通り、秋田義、三木吉郎、三木熊寺の3名を推薦候補とすることが決定され、翼3政治体制協議会推薦候補として立候補することとなった。三木武雄本人は翼京から推薦を受けることを望んでいたが推薦を受けられなかったため、もう一人の徳島2区の現職議員の真部勝と共に、 翼ば非推薦での立候補となった。ミキがなぜ翼ばの推薦を得られなかったのかについては、ミキの当選後、翼ば徳島県支部長からミキに対し、徳島2区は定員3であるため、推薦は3人が限度であった。翼ば徳島県支部委員の賛否によって推薦者を決定したが、不幸にして記念は1 0 0に漏れた。との内容の書状を受け取っている。 しかし三木は翌3選挙前の2月に、警視庁が現職衆議院議員全員について作成した衆議院議員調査票で当選確実とされ、さらに国策にとって望ましい人物であるかどうかについての区分では積極的な活動はないものの、自局に順応し、国策を支持し、反政府的な言動が見られないをつしとされていた。ちなみに、徳島2区で、 翼ば教推薦となった、秋田清は、当選確実である上に、自局に即応し、率先推薦し、国策遂行のため、他を指導しており、大義士にふさわしい講師とされ、三木と同じく非推薦となった、真鍋勝は、当落不明とされ、さらに、自局認識が薄く、球体を牧主し、常に、反国家、反政府的な言動を行うか、思想的に大義士にふさわしくない兵士とされた。 公主の秋田清の推薦と、兵主である上に所属議員の多くが非推薦となった、公和議員同盟に所属していた、真部勝の非推薦については了解しやすいが、6割以上が、つばさき推薦されたおつ種であり、当選確実ともみなされており、さらに、所属議員の多くが推薦された、翼参議員同盟に所属していた三木は推薦されても、不思議ではなく、なぜ非推薦となったのかははっきりとしない。 しかも、三木の場合、推薦候補に、同性の三木良吉郎、三木熊二が、推薦候補とされた。これは、当選確実とされた、三木武雄の票の分散を狙ったものとも考えられ、このことから、翼京支部では、三木武雄の当選を望まない動きがあったと推察する、説もある。また、翼京推薦について、当初の新人優先から、 現職の巻き返しという動きの中で、最終的に翼3議員同盟に所属していた100名の現職議員が推薦を得られなかった事実から、巻き返しが幹まで及ばなかった可能性もある。また、幹の非推薦は、初当選時に、声優会、民政党という規制政党を厳しく批判していたことが影響したとの説もある。には、旧政党関係者が多数参加しており、 規勢政党を厳しく批判して当選した、三木のことを快く思っていなかった人たちは少なく、なかった。そして衆議院議長、閣僚を経験し、徳島の政界で強い実力を持つ秋田清の働きかけも、想定できる。秋田は若く、実力を蓄えつつあった三木を非推薦とし、落選させることによって、自らのライバルを潰そうと目論んだのである。 ミキ本人は、自らの翼教非推薦について、徳島肉有権者に向けた選挙パンフレットの中でまず、欧米留学、米国留学という経歴から、ミキは、米王の思想かぶれであると邪水され、思想的に不純なものであると貶めようとする動きがあったため、さらにまだ政治家経験の浅いミキは、翼教支部の16名の委員のうち4、5名以外のことはよく知らず、 中には一回もあったことがない方もいたためではないかと推測した。つまり、親衛前派と見られたことと、政治家として、まだ経験が浅い点が非推薦の原因と見ていた。当選一回と、政治キャリアがまだ浅いミキが非推薦になったことは、強い逆風化で選挙戦を戦わねばならなくなったことを意味した。ミキは戦術の選挙パンフレットの中で、 第21回衆議院議員総選挙は真に国家のことを思い、翌3議会の建設に熱意を持つか否かを候補者選択の基準とすべき選挙であると主張し、翼教の非推線だからといってその熱意を持たないと思われるのは心外であるとし、子が母の愛にすがり訴えるが如とき心情のか自らの証を立て疑念を晴らしたいと訴えた。さらに、 第一期の任期中は、議会活動に邁進し、愛国の熱情と積成を捧げてきたとした。初回選挙時に見られた、規成政党と政治腐敗批判は影を潜め、自らの立場の弁明を、主としたパンフレットの内容からも幹三木が、翌3選挙で苦境に追い込まれたことが伺える。また同パンフレットの中で、同僚政治家からの推薦人として、清瀬一郎、桜内幸雄、 中島畜兵、町田忠春、松野鶴兵らが名を連ねるとともに、東山光も、三木を人格式権卓越し、とりわけ思想精神上立派な人物であると称え、政治家として得難い人物であるとして、三木への投票を依頼していた。1942年4月30日投票の翌山選挙において、よく今日非推薦で当選後、選挙事務所で、スタッフと共に記念撮影。 前列中央が三木武雄。選挙戦に突入すると、非推薦候補である三木に対して、選挙事務所に警官の出入りや特攻の監視が行われ、運動員には尾行がつき、三木の演説会に参加した有権者は、警察から出頭を命じられ、東京から三木の応援に駆けつけた石田博秀に対しては、道中私服の警官に付きまとわれるなどの選挙干渉に見舞われた。 また、ミキの選挙戦について、地元紙の徳島毎日新聞はほとんど報じることがなかった。そして対立候補からは、ミキは米国で勉強してきた国族であると指弾されも、した。このような厳しい情勢したミキは、徳島2区の全域で、議会報告演説会を開いて、有権者と膝詰めの対話を繰り返し、 山間部では支援者の家に泊まり、戦死者家族の聴問を行うなど、約1ヶ月間の期間中、地域に密着した選挙戦を徹底的に行った。また前回と同じく、吉村忠、石田博秀、玉川学園創始者の小原国吉らを東京から応援弁士として招き、妻、息子の実家である森家とつながりがある海軍少将、陸軍大佐なども、三木の応援に駆けつけた。 また、ミキが頼りとしたのは、やはり得意の弁論であった。戦時下の翼3選挙では、各候補が訴える政策は、政選貫水、大東亜共栄圏の確立、翼3議会の確立など、どうしても同じような内容となってしまっていた。そのような中で、ミキは、政選貫水など他候補と同様の訴えとともに、選挙区内の問題に対して、 これまで、いかに熱心に取り組んできたのかを説明し、他の候補との差別化を図った。4月30日の総選挙で、三木は、厳しい逆風下の選挙であったにもかかわらず、地盤である、板野郡、隣接する阿波郡を手堅くまとめ、さらには、秋田清の地盤である、三好郡でも票を伸ばし、秋田清、三木を吉郎に次いで3位に滑り込み統制を果たした。これまで、徳島2区では、 秋田清の実が地盤である、組以外でも一定の支持を集めていたが、若年層を中心とする支持を伸ばした、ミキも、また、地元板野組以外の支持層を広げることに成功した。翌3選挙において、翌今日推薦候補の当選率はわずか13.8%に、過ぎず、ミキは、苦しい選挙戦を地域に密着した選挙活動を中心とすることによって勝ち抜き、 政治生命の危機を乗り越えた。そしてこの翼山選挙非推薦での当選は、戦後、三木の勲章となっていく。翼山選挙後の三木翼山選挙が終了すると、東場内閣は、同公会、公和議員同盟、そして翼山議員同盟も解散させ、1942年5月20日に、三木ら翼京非推薦議員も参加した、唯一の政治結社。 翌山政治会が結成される。翌山政治会は、翼協会長の安倍信幸が総裁となり、刑事訴追中の8名以外、すべての衆議院議員が加入した。2期は、翌山政治会政務調査会の大倉委員会幹事となり、また、翌山政治会所属の二三回当選議員で構成された翌山政治会の機構改革や、 政治力強化運動を活発に行っていた30日会、そして経済問題について勉強し、翌3政治会を通じて政府に政策提言することを目的に結成された経済議員連盟に所属し、活動を行った。また、6月に官民一体の総力戦体制を構築するために、貴族院議員80名、衆議院議員244名、 民間人50名が内閣と各省の委員となったが、三木は赤木宗則、安倍広白と共に、商工省委員となった。1943年11月からは、商工省から開祖された、軍需省委員を引き続き務め、1944年6月には、各省の委員制は廃止となるが、1945年5月15日、 鈴木貫太郎内閣において、軍事参与官に任命された。三木は1943年2月、第81帝国議会において、大東亜共栄圏で、計画公益を管轄する団体である、公益営団に関する、公益営団法案について、衆議院本会議、石油専売法、案外二県委員会で質疑を行った。質疑の中で、三木は、 官僚のセクショナリズムを批判した上で、対戦遂行のために、日本主導の大東亜共栄圏内の計画公益促進を指示した。そして、日本の利益ばかりではなく、大東亜共栄圏では、日本以外の国の発展にも配慮した総合的な施策が必要であると主張した。同じ第81帝国議会では、 請願委員会において、地元徳島県の阿波揚水灌え事業に対する女性の請願を行い、さらに、建設委員会において、徳島一区選出の衆議院議員であった、河路明らら3名の議員とともに、明石海峡、鳴門海峡にトンネルを設け、本州から淡路島を通り、四国につながる鉄道を敷くプロジェクトを提案し、審議の結果調査費が認められることになった。 ミキは、議会活動において、官僚のセクショナリズムを批判したが、翌3政治会内で、官僚主義を厳しく批判し、議会中心主義を内包していると見られていた、鳩山一郎を中心とする、司会会に入ることはなかった。1944年7月には東条内閣が、総辞職し、同時に翌3政治会総裁も、小林製造に交代した。このようなな動きの中で、 翌3政治会の結束に乱れが生じていき、脱会して無所属となる議員が続出した。1945年3月には、宇田孝一らを中心として翌3議員同士会、岸信介を中心とした五国同士会が結成され、このままでは南極を乗り切れないと、翌3政治会は3月20日に解散となった。結局3月30日に、 南二郎を総裁として大日本政治会が結成されるが、よくそ議員同士会、五国同士会を中心として、数十名の議員が参加しなかった。三木は、岸信介が主導する、五国同士会に加入するという話も出たが、結局は多数派の大日本政治会に所属することとなり、そのまま終戦を迎える。三木は、戦時中は多数派の会派に所属し続け、 独自の方向性を選択することはなかった。議会での発言も概ね自局に追随したものであり、やはり翌3選挙で非推薦となった三木にとって、体制にあからさまに反する態度は取り得なかったものと考えられる。一方、戦術した議会活動における民意重視の姿勢、そして官僚のセクショナリズムに対する批判、 大東亜共栄圏において、日本以外の国家発展に対しての目配りなど、三木の戦後の政治活動につながるものが、戦時中の議会活動からも見受けられる。1945年の終戦前、帝国議会での三木の質問機会は1回のみであった。1月24日、予算委員会の席で、三木は、決戦兵器開発見通しに関して、八木秀治科学技術院総裁に質問した。 科学技術の総動員によって、厳しさを増す選挙区を打開し得る決戦兵器の完成を期待する未木の質問に対し、ヤギは必死ではなく必中の兵器を生み出さねばならない、ことが使命であることは十分承知しているが、十分な成果が上げられないまま、必死必中の神風特攻隊出撃を行わねばならなくなったことは、技術当局として遺憾に耐えない、残機に耐えない。 誠に申し訳ないとの内容の答弁を行った。この三木とヤギとのやりとりは、特攻に対しての政府当局者の率直な意見として、当時大きな反響を呼んだ。戦況が日本にとって絶望的な状況となる中で、三木は、特攻という戦時体制の歪みに対し、議会答弁を通して、政府当局から、ある程度の回答を引き出していたことは注目される。 戦前のミキの生活について、妻の息子の回想によれば、結婚して驚いたこととして、ミキの金銭感覚の欠如があった。結婚前、ミキは代々木に住んでいたが、結婚後は政治家なので、来客も多いだろうということで、衆都の森徳明の手によって、建て増しを行った目白の家に住むことになった。新婚のミキの家の玄関先に、 毎朝9時になると高級自動車が横付けされた。ミキは朝寝坊であり、起きるのは昼頃、そしてなんだかんだで、高級自動車に乗車して、家を出るのは午後3時から4時頃になってしまい、高級自動車は、その間玄関先でずっとミキの乗車を待っていた。ムツコは、どうして、車が待っているのとミキに尋ねると、いつ僕が出発するかわからないので、 待たせてあるという返事が返ってきた。費用面の心配をぶつけてみたら、ちゃんと払っているとの返事であったが、実際には、ミキは、小切手で支払いを行っており、ムツコは、ほどなく、銀行から申し払いができない旨の連絡を受ける、はめになった。モリコンツェルン総帥の娘であるムツコは、小切手が、不当たりになる怖さを知っていたため、即座に、夫の小切手帳を破り捨てた。 三木の家には結婚前から故郷徳島からの学生を中心に多くの学生が居候をしていた。また第二次世界大戦が始まるとアメリカに帰れなくなり言葉も不自由で行く場所がなくなった日系二世の学生も二三人三木の家に居候をすることになった。なお三木家に居候していた日系二世アメリカ人で明治大学在学中に日米海戦により アメリカに帰れなくなった人物が、戦後河北大合衆国事件の被告となって、国家反逆罪で死刑を求刑されるという事態が発生した。三木をはじめとする日本側は除名単案、そして死刑から減刑後も、さらなる減刑単案を行うことになる。三木家に学生が居候する状況は、戦後も続き、居候をした学生のうち何人かは、徳島県議となり、 また、三木が首相となった当時、秘書を務め、鳴門市の市長を務めた、吉田忠氏も三木宅で居候をした経験があった。1945年5月、目白の自宅は空襲により消失する。三木の一家は、秩父の影森村に疎開することとなった。三木の妻子は、疎開先の影森村で暮らしたが、当時軍事省の参与官を務めていた。三木も、 軍需省に出勤するために早朝駆け森村を出発し深夜に戻る生活となった。そして戦況がますます悪化する中、長女の清子だけでも生きながらいさせたいと考えた三木夫婦は清子を徳島の三木の実家に預けることを決め、7月になって家族で徳島へ向かった。また三木の所有する重要書類も徳島在住の支援者の元へと送った。清子を ミキの母高野に預けて東京へと戻る前夜、父武雄は娘との別れを惜しんで涙を流しながらお風呂に入れたという。結局ミキの家族は全員無事に終戦を迎えることができたが、徳島に送った重要書類は徳島空襲にあい、すべて消失してしまった。引退の撤回と第22回衆議院議員総選挙8月15日の終戦後、ミキは 政治家として戦争の責任を負うべきと考え、議員辞職して食料を品店でもやろうかとムツコに持ちかけた。しかしムツコはこれから米国がやってくるので、米国のことをよく知るミキが必要とされると言い、議員辞職に反対した。結局ミキは議員を続けるかどうかを次の選挙で決めることとし、もし落選したら今後選挙には出ないこと。 そして選挙終了後まで政党に入らないことを決意した。三木のところには森家の縁で戦国京太郎から日本共同党に鳩山一郎から日本自由党にそれぞれ誘われたが三木は断った。9月には三木の家族は疎開先の秩父から東京へと戻った。東京に戻った三木の一家はまず蔵主が谷にあった元共産党の研修所のような建物に落ち着いた。 研修所として用いられていた建物らしく、狭い部屋がいくつもある、集合住宅のような家であったが、ほどなく三木の家族以外にも居候が住み着くようになり、20人前後の人々が出入りする大女帯になり、むつ子は戦後の食糧難の中、食糧確保に走り回ることになる。1946年の第22回衆議院議員総選挙に立候補するためには、 GHQ から立候補資格確認書の交付が必要とされた。ミキは翌3選挙では翼教費推薦であり、この点では立候補資格に問題はなかったが、翌3政治会の幹事、理事や軍事省参与官を務めた経歴から資格が認められない可能性もあった。ミキは GHQ に戦前に日米友好に尽くしたことをアピールするなど確認書の 交付に向けて尽力した。しかし、幹木の確認書交付は遅れてしまい、人営に諦めムードも漂うようになった、選挙戦開始後、ようやく交付された。第22回衆議院議員総選挙は、婦人参政権が認められ、男女普通選挙となった。選挙区も、基本的に、全県一区の大選挙区制で行われ、徳島県も、全県一区。 定数5に対して30名が立候補した。前述の立候補資格認書の交付が遅れてしまったために選挙戦に出遅れ、さらにこれまで選挙区外であった県南部も回らなければならなかった。しかし三木は、藤井参政権が認められた初の選挙らしく、明大女子専門部の学生4名を応援演説に借り出すといった作戦を実行し、東京から徳島へ、 自動車を持ち込み、自動車で行けない場所は自転車に上りを立てて、選挙区中を回った。この選挙で、三木は民主政治の確立、教育の刷新、食料問題の解決などを訴えるとともに、足掛け10年の国会議員経験に加えて、欧米訪問、米国留学体験がある国際派であり、それらの体験を国政に生かせる人物であるとアピールした。4月10日に行われた、 投票の結果、ミキはトップ当選を果たした。共同民主党への参画1945年3月に結成された五国同士会の運営を主になっていたのは船田中であった。五国同士会には産業組合関係者も多く、戦後になって1945年10月から11月にかけて五国同士会の系列の船田中らと産業組合の戦国京太郎。 黒沢トリゾーラによる浸透結成の動きが本格化した。その結果、12月18日には26名の衆議院議員が参加する日本共同党が結成される。日本共同党は共同民主主義を標榜し、共同組合主義を経済原則に掲げ、戦争で大きな打撃をこむった産業、経済、文化を勤労、自主、 相愛を基調とする共同組合主義により再建し、共同組合が産業の復興の中核となることを主張した。日本共同党は黒沢船田を代表世話人とし、井川忠夫ら5名が世話人、仙国ら23名が委員となった。党を指導する船田千国らは、かつてこのえ新体制運動に積極的に関わったものの、 戦時体制下では非主流派となったため、終戦後の新たな体制の担い手となりうると考えていた。しかし1946年1月4日、GHQ は黒沢、船田、戦国らを公職追放とすることを決定し、日本共同党の代表世話人、世話人、委員計30名のうち、追放を免れたのは世話人の伊川忠夫、委員の北翔太郎の2名のみであった。 共存続の危機に見舞われた日本共同党は2月23日に緊急幹部会を開催し、伊川を中心として、党再建に乗り出すこととした。伊川はまず、日本共同党が自由党の左、社会党の右の存在とし、共同主義は統一的な共同組合行政を確立する理念であると主張した。2月28日には、第1回の党全国代表者会議の席で、 常任世話人として、伊川のほか船田中の実定である、船田教授、山本寂彦らを選出した。日本共同党は、衆議院議員選挙を前に、まず社会党との連携を模索した。社会党としても戦後の決闘時、共同組合関係者を取り込む動きもあり、日本共同党と社会党との提携は、不自然ではなかった。しかし GHQ 内には、 日本共同党は日本を恩恵化し、安定化させるのに寄与すると評価する声とともに、日本共同党のメンバーには、中道やや右寄りの政党であるとの合意があると見る、向きもあった。4月の第22回衆議院議員総選挙において、日本共同党は94名の候補者を、擁立するが、14名の当選にとどまった。思わしくない選挙結果を受けて、日本共同党は、 社会党との連携以外に、諸派、無所属議員のとの連携を図るようになった。総選挙を無所属で当選した三木は、選挙後、田中井三次らと共に、諸派、無所属議員を結集する会合の呼びかけ人となった。三木、田中らは、新人、諸派の国会議員を急合して、新党を結成しようと目論んだのである。三木らは、当初、 シデ内閣居座り工作を図っていた、奈良橋渡内閣初期官庁らとの連携を進めようとしたが、奈良橋の連携相手に目されていた、社会党、日本共同党は構想に乗らず、結局自由党、社会党、日本共同党、共産党による、当閣共同委員会が組織されたことにより、4月22日、シデ内閣は、総辞職に追い込まれた。 政局の動きを見た、ミキラは、奈良橋の動きから距離を置くようになり、締原内閣が総辞職した22日に、44人の衆議院議員からなる院内団体の大道クラブを結成した。4月27日には、総選挙を受け、中央委員長に山本、福井委員長に北、初期長に井川という日本共同党の新執行部が選出された。 新委員長に選出された山本は改造者社長であり、戦前に2期民政党の衆議院議員を務めており、経歴からも共同主義のイデオロギーに必ずしもこだわらない人物であった。そして結成間もない大同クラブ内に新党結成の動きが起こり、さらに日本共同党と大同クラブとの合同を目指す動きが起こった。この動きは、 北翔太郎を中心とした日本共同党内の農村派の反対により一旦立ち消えになったかに見えたが結局日本共同党や日本農本党などの諸派大道クラブは5月8日に共同組合主義を当然とする新党共同民主党の結成に合意するに至ったところが共同組合主義の当然に多くの大道クラブ所属議員からクレームが出され 大道クラブ所属議員の多くは、日本共同党との合同に加わらずに、新党結成を目指すこととなって、院内会派日本民主党準備会を結成された。話が進んでいた、共同民主党結成の話が、突然うまくいかなくなった背景には、他の大政党からの工作があったものと、推測されている。結局日本共同党と、 日本の本党などいくつかの紹介派によって5月24日に共同民主党が成立する。三木は当初日本民主党結成準備会に参加したものの日本民主党準備会は新人第2子27名のみで民主党を結成する方針となり、新党の主導権を握ることが困難な情勢となったため参加を要請されていた共同民主党に加入することになった。なお、 日本民主党準備会は、院内会派申請会を経て、9月25日、国民党となる。ミキが当初目論んだ、新党結成が流産した背景の一つには、新党構想を主導したミキや田中井三次が、第二子個人個人の事情を十分考慮することなく、無理やり新党を結成しようとしたことが反発を買った、ことが挙げられる。共同民主党の実権昭和ミキを、 共同民主党に誘ったのは日本共同党委員長の山本であった。山本は党勢拡大のために政治家経験がある人物の入党を望んでおり、衆議院議員当選3回の三木を共同民主党決闘に誘うことになった。三木はこれまで共同主義と深い関わりがなく、北田のオ派は三木の入党に反発したが、山本は反対を押し切った。決闘した。 共同民主党は日本共同党に引き続き、中央委員長は山本、初期長には井川という体制でスタートした。6月18日、入党したばかりの幹は、共同民主党の総務委員の一人に選ばれ、8月25日には共同民主党第1回全国大会で筆頭上任中央委員となる。この頃の共同民主党は、 GHQ 民政局の政党係から戦前の寛解にその源流を持つ中道主義の組織で党の公約は尾崎実よりも不在地主の利益を代表する農業政党であって党の公約は官僚や資本家を悪者扱いした軍国主義者全体主義者のスローガンの復活であり天皇制について 最も保守的な政党であり、日本の政治思想の右翼を代表しているとの見方をしていた。山本執行部は、日本民主党準備会に、いくつかの院内団体が合同し、名称変更された、新政会との合同を目論むが、1946年9月9日に、失敗に終わる。この過程で、北たら農村派と執行部との対立が激化し、 来たらは除名処分を受けることになる。新政会との合同が挫折した後、浮上したのが日本新歩党との合同であった。共同民主党内で新歩党との合同に積極的であったのは委員長の山本と有力議員であった林平馬であった。しかし保守色が強い新歩党との合同に、ミキラは反対し、新歩党内でも共同民主党との合同に反対する声が上がった。 結局、新保党との合同は9月末には白紙となり、共同民主党内では山本や林らの権威が低下し、幹の力が増していくことになった。共同民主党成立直後の1946年6月、山本の公職追放が取り沙汰される。山本が社長を務めていた雑誌改造の戦時中の論調などの問題により、 公職資格審査委員会から議員不適格との表明がなされた。山本は委員会に再審査を要求するとともに民政局に対して政府の弾圧を受けた自由主義者であることを訴え民間庁報局にも働きかけるなど追放回避の運動を行った。しかし民政局は山本の格索に不快感を抱き12月16日には林常治初期官庁から 改めて追放令に該当する旨通告され、年内に議員を辞職するよう求められた。結局山本は追放となり、1947年2月14日には、議員辞職が認められた。当主である山本の公職追放により、共同民主党は、初期長の井川忠夫と美、三木、三木のアメリカ留学時代からの友人で、名優であった。 松本滝蔵によって主導されることになるものと見込まれていた。しかし山本追放からわずか4日後の2月18日、伊川が共心症により休止してしまい、三木が共同民主党の実権を掌握することになる。当時まだ39歳の若さで、しかも山本の勧めにより入党したいわば戸様の三木が党の実権を握ることができた理由としては、まず党内実力者であった。 山本の追放、井川の死去、北の除名、新歩党との合同白紙化による林の権威の失墜といった事情に加えて、共同民主党内で当選3回の幹を上回るキャリアを持つ政治家はなかった点がまず挙げられる。また三は翌3選挙を非推薦で当選したという実績を持ち、松本滝蔵と共に GHQ に頻繁に出入りしていて、 GHQ との関係は良好であると見られており、党内からは戦後民主主義社会の政党指導者にふさわしい人物とも見られていた。そして、三木は当時の共同民主党内で最も資金調達能力が高い政治家で、1947年には共同民主党の更新となる国民共同党への総寄付額の約35%を寄付している。党内に 三木に匹敵しうる資金調達を行っていたのは岡田税一致のみであった。三木の妻、息子の実家である森家は森コンツェルンを形成していたが、前述のように三木の結婚前あたりから下り坂となっており、戦後は財閥解体の影響も受けた。そのため三木の資金源が森コンツェルンによるものかどうか。 はっきりとはしないが、党内随一の政治資金調達能力が実権掌悪に大きく寄与したことは間違いない。当時の三木は、政界の中では前述の岡田税一の他に、宇田孝一、そして川本敏夫を資金源としていたと言われている。後に、クリーン三木と呼ばれるなど、精錬さを代名詞として語られるようになる三木であるが、戦後、小生党を渡り歩いていた頃の三木は、 金集めのベテランとの評価を受けるなど、優れた政治資金調達力が高く評価されていた。国民共同党決闘共同民主党の実権を握った三木は、GHQ との交渉については、松本に委ね、主に党務に専念した。三木はこれまで何度か合同話が出ていた、国民党、そして無所属クラブの合同を進めた。そして、 ミキは三党が合同した赤月には、党首に当時自由党で礼遇されていた足田一氏を据えることを画策し、1947年2月には足田に対して決断を促した。足田はミキの要請を断り、逆に新歩党と共同民主党、国民党、無所属クラブとが合同して、新党を結成することを提案した。ミキは自由党、新党を分裂させた上で、 共同民主党、国民党、無所属クラブと合同するという紹介派を軸とした政界再編を狙っていたため、進歩党に3党が合同しては、狙いが全く達成できない形となるため、足田の提案を拒否した。結局ミキは国民党との合同を先行させることにした。3月8日、共同民主党、国民党、無所属クラブの一部が合同して、 国民共同党が決闘される。党首の中央委員長は決まらず、初期長は三木が就任し、副初期長は早川隆中央常任委員長は岡田税一、政調会長は船田教授、大議士会長は笹森純造という執行部であった。なお、国民党にいた井出一太郎はこの時の合同で三木と同一、会派所属となり、 井出は最後までととと政治活動を共にすることとなるこな国民共同党は、暴力革命を否定し民意を反映する国民的な議会政治の確立、新憲法の忠実な履行を掲げ、戦後民主主義体制への同化をアピールし、階級闘争、自由経済論によらない国民共助の共同主義による経済の社会化を主張し、左右いずれにも属さず、 中道を歩むとした。ミキは1947年4月25日に行われた第23回衆議院議員総選挙において国民共同党の選挙対策委員長となる。この総選挙以降、ミキは党の要職や閣僚を歴任するようになったため、選挙中に地元にあまり戻らなくなる。選挙戦の中でミキは階級闘争でもなく現状維持でもない。 相互の人格と立場とを尊重し共同する中道路線を唱えた。しかし国民共同党は選挙わずか1ヶ月余り前に結成されたことによる準備不足と右でも左でもない中道路線が片足を社会党にもう片方の足を自由党民主党に突っ込むように受け取られたこともあり国民共同党の獲得議席は伸び悩んだ。しかし選挙後国民共同党は 社会党、民主党と共に連立を組むことになり、三木は片山内閣の停心大臣として初入閣を果たすことになる。公職追放危機の回避 GHQ は早くも1945年12月24日には、これまでの三木の経歴を調べており、さらに戦時中に大東亜戦争の遂行、発行一部、大東亜共栄権の実現を望み、翌3議会の確立を訴えていたことを、 確認していた。1946年1月には、徳島市から、軍需省で養殖を務めた三木は、軍産複合体の代理人として、軍需生産の拡大を訴えており、永久戦犯の荒木佐男から、資金や支援を受けながら選挙戦を戦っており、さらに米国留学中には、スパイ活動を行っていた旨の当初があった。そして5月には、 民政局宛てに、ミキは軍事省の参与官を務めており、翌3選挙中は軍人だが、ミキこそ軍国的な人物なのになぜ非推薦なのかと言って応援しており、その上前永劇滅運動を行っていた等の当初が届いた。これらの内容はミキにとって不利なものばかりであり、ミキも公職追放されかねない情勢となった。ミキについては公職追放を管轄した。 民政局内で2種類の調書が作成されたことが明らかになっている。最初の調書では、ミキが米国でスパイ活動を行っていたとの申し立てがあること、さらに戦時中には発行一を説いていたとされ、また、ミキの欧米旅行を講演のためとし、戦前の日米関係への関与も、日米親善国民大会に資金を出し、日米同志会創設に関わったとされている。 この調書により、ミキは追放には値しないものの議員資格には疑問があるとされた。しかし1947年6月に作られた後の調書では、まずミキのスパイ疑惑については、ミキの米国留学中の恩師が GHQ の要員として来日したことによって疑いが晴らされた。そして発行一を解いていたとの不死は、最終的に全削除され、 三木の戦時中の経歴のみ残された。そして、欧米旅行も国際平和と協調を講演したとされ、日米関係への尽力に関しても記述が増えた上に、日独杭による数軸に反対であったと書き加えられた。結局三木の後の調書では、最初の調書で触れられていた、戦時中の言動を不問とし、さらに戦前における日米友好等の活動を、 強調し、ミキを親米的な人物としたものになった。後の調書によって、ミキは最終的に追放除外の決定が下されたものと考えられる。これはまず、ミキは名優である松本滝蔵と共に GHQ に出入りしており、その中で自らの主張を民政局に伝え、追放回避を図っていたものと見られている。民政局としても、農民政党であった。 国民共同党内に、三木や松本によって、共同民主主義が広められた結果、知識人らに支持を得るようになったと評価しており、中道、革新勢力の育成のためにも追放は、政治的に好ましくないと判断したものと考えられる。三木と同様の理由で、足田人氏、西尾末広も、追放の不適用が決定されたとみられ、民政局に望ましくない人物とみなされた。 鳩山一郎、石橋丹山が追放されたこととともに、公職追放が政治的理由により決定された面があることを示している。その後1948年3月3日の第53回対日理事会の席で、ソ連代表のキスレンコ少将は、足田人氏西尾末広らとともに、未木を追放すべきと主張した。しかし米国代表のシーボルトは、 キスレンコの発言に激しく反爆し、中国代表、英国代表が、シーボルトの意見に同調したため、ソ連代表の追放主張がこれ以上問題とはなる、ことはなかった。初入閣、そして連立与党の党首として、片山内閣、第23回衆議院議員総選挙の後、三木が家族と共に、大阪から列車に乗ったところ、たまたま社会党初期長の西尾末広が、 同じ列車に乗り合わせた。三木と西尾は東京へ向かう列車の中、そして東京到着後は新橋にあった三木の事務所で総選挙後の政権構想について意見を取り交わした。5月7日には国民共同党の両院議員総会が行われ、民族の危機を克服し、政局の収拾を図るために社会、自由、民主、 国民共同の4党連立挙国一致政権の樹立が望ましく、主犯は第1党の社会党から出るべきであるとのミキーと西尾の会談報告を了承した。4党は連立協議に入ったが、自由党は生産の復興のために統制経済を行うとの他の3党が掲げた経済対策を容認できず連立協議から離脱したため、5月30日に社会党、民主党、 国民共同の三党連立により、片山内閣が成立することになった。このごろ GHQ は、自由党は自由経済を標榜しており、全身的な改革にとらわれているとした反面、社会党は平和的、民主的な方法で革命を起こそうとしていると、みなしており、民主党は厳格な経済管理を打ち出した中道政党であるとし、そして国民共同党は、 農民政党から合併によって基盤を広げてきているが、保守的な思想で日本を安定化させようとしているとみなされ、また社会党と哲学が異なるものの、社会党と衝突を繰り返していた民主党と異なり、社会党と協力して結果を出そうとしていると評価された。国民共同党は GHQ から社会党主犯の片山連立政権を支える。 重要な役割を担っていると評価された。中でも農民党から脱皮して党の魅力を増しているのは幹の指導によるところが大きいとして幹を評価した。幹の公職追放被害等が確定したのも以上のような GHQ の幹に対する評価によるものと考えられる。幹の入閣は 当初から有力視されていたが、党務をこなしながら、閣僚の業務を遂行していくことに不安を感じていたため、無人所賞を希望していたというが、結局のところ定身大臣に落ち着いた。国民共同党の閣僚ポストは、当初議席数から見て1プラス法制局長官の1.5枠と考えられていたが、未期の粘り強い交渉の結果、2ポストを獲得した。これにより、党内における、 三木の威信は高まり、6月30日の第2回党大会において、中央委員長に選出された。党大会の席で、三木は、共同主義による政策を明らかにして、理解を求めていくと抱負を述べた。さらに三木は、国民共同党委員長として、共同主義協会の事務所を、自らの事務所内に置き、7月5日に行われた、共同主義協会の第1回会合に参加した。 低信大臣となった三木は、戦争で大きな被害を被った通信網の復興のため全国を視察し、また当時低信省の管轄であった航空行政にも関わった。また当時協力であった労働組合の前提との交渉にも不信した。社会、民主、国民共同の三党連立内閣は成立後約。 半年を経た1947年秋になると、与党三党間、そして社会党、民主党の内部対立が目立ってきた。特に社会党内は左右の対立が激化し、右派の中でも西尾と平野力造の王将との対決が深まっていた。民主党は臨時石炭工業管理法を巡りしで原、基重労らが離党する。そのような中、 民主党党首の足田は1947年9月から10月にかけて国民共同党へ合同を呼びかけていた。この時の三木は国民共同党が民主党に吸収合併される形の合同に反対した。しかし社会党内の対立激化、民主党からの死で腹はが離脱するという連立与党内の混乱に加え国民共同党の一部と日本のお民党、 社会党の平野力蔵らのグループが、新党運動を開始したのを見て、このまま手をこまぬいていれば、国民共同党を維持できないと判断した三木は、反転攻勢に出た。かねてから、共同民主主義を唱え、秋田大輔や赤沢正道らが支持していた、矢部貞春をブレーンとして迎え入れ、新党結成を目的に共同党、農民党などの有志を集合して、 新政治協議会を立ち上げた上で、1948年1月3日、逆に足田に対して合同を持ちかけたのである。三木や矢部は、社会党との関係を重視していた。当時の足田は、社会連帯主義と修正資本主義を提唱していて、社会党との連携にも、積極的であり、共同民主主義を唱えていた三木との接近は、自然な成り行きであった。しかし、 中道勢力の結集は容易なことではなかった。2月10日に片山内閣が総辞職すると後継政権のあり方をめぐって民主党内で斎藤隆夫らが社会党と手を切り自由党と連立すべきとの主張するという内紛が勃発した。一方国民共同党新政治協議会も同じようなトラブルに見舞われていた。平野ら全国農民組合派が新政治協議会に 加入して、三木が主導していた、新党結成の動きをいわば乗っ取る動きを見せ、国民共同党内でも、早川隆らが離党の上、それに同調しようとしていた。三木は新政治協議会の活動を休止させ、最終的には自由党の吉田茂を主犯に押す、全能派と足田を推する国民共同党側が、田元を分かつことで決着がついた。三木は、片山内閣崩壊直後、 社会、民主連合を選択するか自由、民主連合に組みするか迷っていた。これは、早川らの離島の動きがある中で、まずは国民共同党の組織防衛を最優先とせざるを得ず、社会、民主、国民共同の連立の枠組み維持まで手が回らなかったためである。結局党内は2月14日の大議士会で民主党支持でまとまり、 社会党も左派が足田主犯に合意した。窮地に陥った社会、民主、国民共同の三党連立が維持できた背景には自由党を右翼保守とみなしていた GHQ の支援があった。斎藤らが民主党から離党したため衆議院では足田が主犯指名されたものの参議院は吉田が指名された。自由党は民主党からの離党者などを迎え入れて 民主自由党が結成され、衆議院第一党に躍り出た。3月10日、足田内閣が成立。組閣に際して、国民共同党は、党の支持基盤の維持のために、農林水産大臣のポストを強行に要求したが、社会党も同ポストを強く要求した。そのため、あらかじめ大臣にはならない旨を表明していた三が、前言を翻し、 自らが農商となってもポストを獲得したいと粘り腰を見せた。結局、連立の維持が何よりも重要であるという判断に、基づき国民共同党側が譲歩して、農商のポストは社会党が握ることとなり、三木は足田内閣に入閣せず、党首として国民共同党の党務に専念することになった。足田内閣は、 社会党初期長の西尾末広を副総理としたが、西尾に届け出がない政治献金が発覚し、また予算修正問題では、社会党に下付け論が噴出した。内閣発足間もなく、民主自由党という強力な野党出現と閣内のトラブルという内憂外患に見舞われた足田は、西尾の助言を受けつつ、三木に中央政治同盟を提唱した。危機を前に、 再び中道勢力の結集を図ることとしたのである。足田の提案を受け、三木は7月5日に中央政治連盟の構想を発表した。三木の発表した構想は、極右、極左を排した中道政治の実現を目指し、民主、国民共同の両党を中心として、社会党の右派、民事党の一部を巻き込んだ政治勢力の結集を図ることであった。 しかし国民共同党内も一枚岩でない、情勢下では、三木の構想の実現は困難であった。8月半ばに、三木は足田に民主党と合同できない旨を伝えており、その後、昭和電工事件によって、足田内閣は苦境に立たされ、10月7日には、総辞職に追い込まれる。幻の三木内閣足田内閣総辞職後の10月9日、連合国軍最高司令官。 ダグラス・マッカーサーと会見する。マッカーサーはミキに対し、足田の後継主犯になる意思がないか尋ねた。社会党主犯の片山内閣、民主党主犯の足田内閣に続いて、残る国民共同党の党首であるミキが首相となることは、不自然ではなかった。民政局のケイリスはマッカーサーに対し、ミキの主犯を推薦しており、マッカーサーの要請は、 ケーディスの意見によるものであったと考えられる。ただし民政局は民事党党首の吉田茂が首相となることを嫌い、山崎武史民事党幹事長を主犯に擁立する、いわゆる山崎主犯工作を進めており、三木は足田の公認首相候補の一人としての位置づけであったと考えられる。この時三木は野党第一党の吉田を主犯とすべきとし、マッカーサーの要請を断ったとされる。 幹の判断の背景には、まず自らが党首を務める国民共同党は少数党であり、少数党から首相が出たところで政権維持が困難であることは自明であった。次に足田内閣党会後の情勢判断があった。社会党は左右がまとまらない状況に陥っており、民主党は民事党との連携を主張する勢力もあったが、結局10月12日にゲアを決定した。 民主党は主犯指名において誰に投票するかを協議した結果、当初、山崎武氏に投票する方針となったが、山崎が議員辞職してしまったため、三木に投票しようとの声が上がった。結局、第二次会で白票、三木、吉田の3案の中から決することとし、まず、三木と吉田で無記名投票を行った結果、三木が吉田を上回った。 そこでミキか白票かを挙手してみたところ、白票が上回ったために、民主党は主犯指名で白票を投ずることに決した。つまり、社会党、民主党も当時ミキ主犯でまとまる情勢ではなく、ブレーンの矢部もミキに対して、首相にはならず、中道勢力の結集を進めるよう助言した。このような情勢では、マッカーサーの要請を受け入れたところで、 三木政権が成立できた可能性は高くなかったとする見方がある。一方、マッカーサーが三木に政権担当を要請したことを二式のお旗とすれば政権獲得の可能性は十分にあったとする説もある。三木は当時まだ41歳の若さであり、中道政治を進めていけば、遠からずチャンスが訪れると考えたと思われる。しかも片山、足田の両政権は、 政権内部の対立もあって短命に終わっており、もし、三木政権が樹立されたとしても短命に終わる、可能性が高かった。当時は、政権運営が困難であり、足田政権の後を継ぐことになる、吉田政権も短命になるともと考えられていて、一旦吉田に政権を渡してみるのも良いのではとの、判断があった可能性もある。様々な右翼曲折の後、実際に、三木が、 政権の座に就くのは、四半世紀余りを経た26年後のことになる。国民民主党結成と、外交、防衛問題戦後しばらくの間、三木は、足田一氏と強調していた。1948年末、三木は、昭和電工事件で逮捕後保釈されたばかりの足田を、訪ね、早く帰ってきて、一緒に戦おうと激励した。しかし、 翌1949年1月23日に行われた第24回衆議院議員総選挙で民主、社会、国民共同の3党は惨敗を喫し、一方与党の民事党は過半数を確保する。選挙後、民主党内では民事党との連携を進める連立派と足だら野党派の対立が激化した。このような中、戸間辺地吉蔵は三木に対して、 民主党が分裂した場合に援助を要請し、三木は了承していた。続いて2月18日、足田は三木に対し、連立派と野党派の色分けがはっきりしたら、国民共同党と合併したいが、社会党との提携は、時期尚早であると伝えた。一方、三木は足田に対し、社会党の右派くらいまで政策を持っていくべきと主張した。その後は6月に、西村英一から、 中道政治の復活の見込みはないと言われ、国民共同党との合併話にも消極的となった。またちょうどこの頃から、足田は対日講話では、日本の中立維持は困難で、反共運動の必要性を強く感じるようになっていた。国民共同党と民主党との合併が進まない、うちに、一九五十年二月十日に、民主党連立派の堀しげるらが民事党に入党し、 さらに勢力を拡大した。民事党の拡大は民主党や党派と国民共同党との合併話を促進させた。同年3月、三木は足田の元を訪れて、新党は社会主義者の一部も参加できるような幅の広いものにせねばならないが、現状では社会党派との合同は現実的ではないと主張した。しかし足田は三木の意見に、 表向きことを唱えなかったものの、新党の人材難、政治資金の不足が喫緊の問題であると見ていた。足田の見方は的確であり、4月28日、民主党野党派と国民共同党が合併して、国民民主党が結成されるが、総裁は置かれず戸間別義蔵が最高委員長となり、幹事長には千葉三郎、三木は7名の最高委員の一人となった。 そして6月4日に行われた第2回参議院議員、通常選挙で魅力的な党の顔を描く、国民民主党は惨敗する。1951年国会代表質問に立つ三木。国民民主党結成前後、三木と足田との関係は良好であった。足田は自らが影響力を保持できる、戸戸別総裁、三木幹事長という人事案に賛成し、 一万だなおとに次元総裁ら外部から総裁を調整する案には反対した。このような中、ミキは1950年9月6日から翌1951年1月5日まで長期訪米を行う。当時日本では単独講和が全面講和かの論争が起こっていた。ミキや国民民主党若手革新派は全面講和を唱えていたが、足田は衛生中立論に反対し、 党の外交方針の転換を図った。このような情勢した、三木が米国から帰国する。三木は帰国後再軍備に慎重な意見を唱えたが、同じ頃足田は自衛論を唱え、その後三木と足田の間に、外交、防衛問題を中心に亀裂が広がっていくことになる。しかしこの頃はまた双方の間の対立は小さく、国民民主党若手革新派と、 旧国民共同統計の支持を受けた三木の幹事長就任を足田も支持し、1951年1月20日の党大会で三木は国民民主党の幹事長に選出された。三木は再軍備には慎重な意見を表明したが、日本がある程度の自衛力を保持することは避けられないと判断していて、非武装を主張したわけではない。結局、講和条約と、 日米安全保障条約に対する国民民主党の対応は、ミキが講和全権には参加するものの安全保障の方には参加しない方針で党内をまとめた。10月には、国民民主党は講和条約、安全保障条約ともに賛成する方針を固めたが、ミキは講和に賛成するものの、ソ連や中国との友好関係の模索と、アジア諸国との関係強化を主張した。 また、安保条約についても、米軍の日本駐留を認めながら、その内容が極めて不十分なものであることを批判した。改新党結成と足田との対立激化1952年、改新党総裁、重光葵、奈良橋渡る国民民主党所属衆議院議員の頃1951年5月頃から、国民民主党内で自由党の連携派と反対派の対立が始まる。 足田も三木も反対派であったものの、連携派の離島をやむなしとする三木に対し、足田は連携派との妥協を図った。続いて、松村健三、大麻忠雄公職追放解除者の入党問題が発生した。松村、大麻らは新生クラブを組織しており、国民民主党と新生クラブの合同問題が浮上したのである。三木は追放者の入党に消極的であり中でも、 大麻の入党に反発した。一方国民民主党は諸派を急合した新党の結成も目指していて、三木は農民共同党を引き入れようと格索していた。農民共同党取り込みを図るために、新党の宣言に恩恵な社会主義政策をも取り入れという文言を認めるかどうかで国民民主党内は紛糾した。結局、松村大麻ら新生クラブと、 農民共同党は共に新党に参加することになったが、国民民主党の参議院議員の一部は新党に不参加となった。1952年2月8日、改新党が結成され、総裁は空席都市、三木は幹事長となった。総裁不在の状態では、幹事長である三木が党運営の主導権を握ることになった。改新党結成直後、 ア田は新軍備促進連盟の講演会で演説し、再軍備を目指す国民運動を進めるようになる。一方ミキは、早川隆千葉サブローラと福祉国家協会の立ち上げを構想する。このように改新党結成後、ミキとア田の路線の違いが目立つようになって両者は、これまでの協調関係から一変し、厳しい対立を繰り返すようになる。ミキとア田が対立するようになる中で、 改新党の総裁に、茂光がおいを擁立する声が急速に高まってきた。茂光の総裁擁立に積極的だったのは、大麻忠浦追放会場組であった。革新派は、茂光の総裁擁立に反発し、三木か北村徳太郎を総裁候補として擁立することになったが、三木が辞退したために北村が総裁候補となった。 一方、足田にとっても外務省同期の重光が総裁となれば、自らが党総裁となる可能性をなくすことにつながったが、三木ら左派を抑えるために、重光擁立に加わった。三木は、足田の重光擁立を包囲させようと、足田の昭和電工事件判決確定まで総裁を保留するという案まで提示したが、足田の重光擁立決意は変わらなかった。 また北村も総裁選出馬を断念し、三木も最終的に、茂光総裁を認めた上で、これまで道理革新派の主導権維持を図る方が、得策であると判断したため、6月13日の党大会で、茂光が総裁となり、三木は幹事長に留任し、北村は政調会長となった。新総裁となった茂光にとって、最初の課題は、総選挙であった。 抜き打ち解散による第25回衆議院議員総選挙が1952年10月1日に行われたが、茂光、三木、足田、大麻といった党内実力者間の足並みが乱れた改新党の選挙結果は望ましいものではなかった。選挙結果を受けて、茂光総裁は党人事の刷新を決意する。三木幹事長、北村政調会長という陣容では革新派に、 党運営の実権を握られてしまうため、茂光はこうした状態の改善を目指したのである。茂光の決意に、党の資金調達を担っていた大麻、そして昭和電工事件の一審で無罪判決を受けた足だらが賛成し、二木幹事長の交代を進めた。大麻は、党内革新派の分断を図り、北村政調会長の系列であった川崎秀治を、 幹事長に推薦した。しかし足田は川崎幹事長案に反対し、三木も幹事長交代の動きに粘り強く反撃を続けた。結局、戸間別吉蔵が三木と協議して、翌年2月の党大会まで現出港部留任という妥協案を提示した。足田はこれに反発するが、総裁の茂光は党大会後三木ら役員は再任しないことを条件に妥協案を受け入れる。 三木は1953年に入ると茂光に対し、幹事長に清瀬一郎を教える案を提示し、茂光は了承した。2月9日の党大会で清瀬幹事長は了承されたが、革新派の川崎を政策委員長にするという人事案に対し、足田は離党を口にしながら反発した。結局川崎政策委員長案は引っ込められたが、 足田に対して、茂光も悪感情を抱くようになって孤立化し、大麻の分断工作にあった、ミキラ革新派も弱体化したため、大麻の力が増すようになった。1953年4月19日、第26回衆議院議員総選挙が行われ、会新党は議席を減らした上に、幹事長の清瀬が落選するなど敗北を喫した。しかし吉田茂率いる自由党も、 大幅に議席を減らし、足田は改新党、文党派自由党、右派社会党、左派社会党の四派で吉田を首相の座から追い落とし、衆議院議長も四派連合から選出されるよう、画策し、三木もその策に乗り切れあった。しかし改新党内には、社会党、とりわけ左派社会党との連携に反対する意見が強まり、結果として改新党内は、右派、左派、 中間派の対立が激化する。結局4派連合で衆議院議長、副議長のポストは得たものの、首相については第5次吉田内閣が成立した。改新党内では6月15日に役員改選が行われることになったが、執行部の松村健造幹事長案に対し幹は竹山祐太郎を幹事長候補に擁立した。結局茂光総裁の決定により、 松村幹事長、竹山副幹事長という人事となり、三木ら革新派は抵抗をするものの次第に、党の反主流派に追いやられるようになった。しかし三木は改新党幹事長となった松村との関係が深まることとなり、三木と松村は改新党内、そして保守合同後の自由民主党でも政治的行動を共にするようになる。三木は1953年、妻の息子と、 平沢和江を伴い、約3ヶ月間、世界各国を歴訪した。ミキは、海外歴訪の感想を、朝日新聞に投稿し、その中で、日本の政界が再軍備問題と保守、連携問題ばかりが、クローズアップされている状況に疑問を呈し、ヨーロッパ諸国では、道路、住宅や、社会保障といった、生活基盤の整備が進んでおり、社会基盤の整備や、 社会保障を充実させ、国民の生活水準を引き上げることこそが、共産主義に対抗する武器となると主張した。ミキは、自衛軍の創設は認めるものの、再軍備の推進よりも、社会基盤の整備や、社会保障の充実が国を守る力となるという福祉、国家的な考えを持っており、戦争に負け、経済に深手を負った、日本の国力からしても再軍備は、 国土防衛に限定された小規模なものに止まらざるを得ず、その程度の自衛軍のために憲法改正を行う必要があるのか疑問であるとした。一方、改新党は憲法改正の必要性に踏み出すようになり、中曽根康弘は足田に対し、1954年1月の第6回党大会の席で憲法改正推進を打ち出したいと訴え、足田も了承した。 また社会党が進めていた憲法擁護運動に対抗し、川崎は憲法改正の国民運動を起こすとの内容の改進党運動方針案を作成するなど、改進党の革新派の多くも憲法改正に賛成となった。しかし改進党の幹部会の席で、三木と鶴見雄介は憲法改正は大規模な軍拡につながり、脆弱な日本経済の破綻を招きかねないので、 時期尚早であるとの反対意見を唱えた。2期は、社会党が唱える非武装路線は非現実的であると批判したが、所属する改新党の改憲路線に対しても、互憲と社会保障の重視を訴えた。さらに外交では、日米関係を基軸とする点については、異論はないものの、アジアの水準を高めることが日本を高めることにつながり、 アジアを離れて日本はないと主張して、アジア重視の姿勢を打ち出し、東南アジアなど、アジア諸国との関係強化を主張した。日本民主党参加党保守合同第一次、鳩山一郎内閣1953年暮れ、足田は保守勢力の結集を図り、自由党の小形武虎、石橋丹山と接触した。足田は茂光に対して、 尾形らとの保守勢力結集に乗るよう働きかけたものの、重光と尾形は、小磯内閣、東国内閣の二度にわたって厳しく対立した経過もあり、重光は乗ってこなかった。三木ら革新派も、足田の動きに反発したが、結局5月には自由、改新、鳩山派によって合同が協議される運びになった。6月に入ると国会で与野党の対立が激化し、 自由党の強硬姿勢に改新党内の反発は強まった。そのような中で、三木は吉田田のアゲロンをぶち上げ、新党交渉の決裂を図った。足田は三木に対する反発を強めたが、結局は長期政権を維持してきた吉田首相を退陣に追い込む方策の一つとして、9月には鳩山を中心として、反吉田新党を立ち上げる構想が具体化する。吉田、 尾形らと保守合同を進めようとしていた足田は、重光ら党幹部と三木ら革新派を除外した、改新党有志を結集して、自らの構想を推し進めようとしたが、足田の動きは封じられた。結局11月24日に、鳩山一郎を総裁、重光みおいを副総裁とする日本民主党が結成される。みきは日本民主党決闘に、 積極的な役割を果たし得ず、共同主義は、新党の方針から完全に消え、三木も、党の役職にはつかなかった。第5次、吉田内閣は、造船疑国などにより支持を失いつつあり、日本民主党結成により内閣不信任案可決が必至となり、衆議院解散を断念した吉田は、総辞職した。12月10日には、第1次、鳩山内閣が成立した。 組閣にあたって、鳩山首相は、旧会新党の意思の尊重を掲げ、党では、無役となった三木は、運輸大臣として、入閣を果たした。三木は、運輸大臣として、東山る事故の後始末と、死雲丸事故への対応などにあたることになる。鳩山内閣成立後、日本民主党と自由党の合同、いわゆる保守合同が、政治日程に上ってきた。民主党は、 三木武義総務会長を中心として、岸信介幹事長らが保守合同を牽引した。しかし三木ら旧会新党の革新派や松村、建造らは合同に反対した。三木が保守合同に反対した理由としては、保守政党と旧新政党の二大政党制が実現すると、保守政党はより保守化し、旧新政党はより旧新化する力学が働くため、 健全な議会政治が育たないことを挙げていた。また自由党内も、小形自由党総裁は合同に、積極的であったものの、吉田前首相を中心に、強硬な反対派が存在した。民主、自由両党ともに反対派を抱え、保守合同はたやすく実現しなかったが、革新側の社会党制統一と、財界からの要望もあり、1955年11月15日、 保守合同が実現し、自由民主党が結成される。三木は保守合同に反対を続けたが、最終的に自民党への参加を決めた。自民党参加後の三木は、旧会新党革新派を中心としたいわゆる保守革新派の少数派閥、三木派を率いることになる。終戦直後、疎開先の秩父から戻った三木一家が、とりあえず居住を始めた蔵司ヶ谷の家から、 1946年春には中野へ引っ越した。しかし、中野の新居は、接収にあってしまい、初代へと移った。初代の中で2、3回引っ越しをした後、1951年から吉祥寺に住むようになる。また三木は、戦後、いち早く新橋に事務所を構えるようになった。しかし新橋の事務所も接収にあって、虎の門に事務所を構えることになり、 虎ノ門の次に赤坂に事務所を構える。1956年総裁選での活躍保守合同による自由民主党決闘後、閣僚の入れ替えが行われ、第三次鳩山内閣が成立した。保守合同時、実力者の河野一郎は、旧会新党枠として副総理兼外務大臣の重光葵留任含みで閣僚ポスト3を約束していた。 祖閣にあたり、旧会新党枠のうち、2枠は、留任、1枠が新入閣とされた。第2次、鳩山内閣の旧会新党閣僚は、茂光以外に、運輸大臣の三木、文部大臣の松村健三、国家公安委員長の大麻、忠尾の3名であった。調整の結果、まず新入閣として、清瀬一郎が確定した。茂光以外の留任閣僚については、三木は、大麻、 松村は三木を推薦したが、大麻は自らの留任を希望し、ポストについても国家公安委員長留任を譲ろうとしなかった。結局大麻が国家公安委員長に留任し、三木と松村は格外に去った。松村と大麻の関係は民政党以来のものであったが、第三次、鳩山内閣での留任閣僚に関する経緯により、 長年の交友関係が続いてきた大麻に対する感情を悪化させ、逆に松村が海新党幹事長に就任した頃から接近していた三木との関係がより強化されることにつながった。鳩山総裁は11月2日、日ソ共同宣言締結を花道に対人表明する。後継総裁の候補は旧海新党系から松村を擁立する声が上がった。 ものの、松村では、党内で支持を広められないこともあり、結局石橋丹山、石井光次郎、岸信介の3名に絞られることになった。決闘を間もない、自民党にとって激しい総裁選は、党分裂につながると危惧され、話し合い選出が試みられたが不調に終わり、激しい選挙戦に突入した。三期は、石田博秀と共に、石橋陣営の中心的役割を担った。 ミキは最初から石橋と親しい間柄にあったわけではない。石橋が第一次、吉田内閣で大倉大臣であった時点では、ミキは野党の共同民主党党首であり、国会の論戦では、積極財政を進めた石橋の経済政策について追求していた。ミキと石橋との関係が深まるのは石橋が公職追放解除された後と考えられている。ミキは、 石橋の自由主義、民主主義、国際主義、そして平和主義者としての姿勢に感銘を受け、石橋のことを高く評価するようになっていく。また、三木よりも23歳年上であった石橋は、三木に言わせると、父、久吉によく似ていたという。一方、対立候補の岸については、永久戦犯容疑がかけられた過去もあって、三木は厳しい目を向けていた。 ジップによく似ているという親近感に加えて、石橋の政治姿勢、思想に深く共鳴した三木は、岸への反発心も手伝って、石橋溶立の中核として奔走することになった。三木は早くも1956年3月には、石橋側近の石田博秀に石橋溶立を持ちかけ、その後松村溶立に固執する、三木、松村系の議員に対する説得活動を進め、 8月には、三木、松村系の議員を石橋支持で固めた。鳩山引退代表名後の11月13日、旧会新党の有力議員である、三木、松村、大麻、北村、戸間別、足田が会談を行い、後継総裁について協議した。6名の参加者のうち大麻の三木氏を支持し、あとの5名は石橋支持で固まった。 旧会新党系議員の多くは岸に強く反対しており、12月1日の旧会新党系の会合では、岸総裁となれば脱党する方針まで確認された。三木は旧自由統計にも職種を伸ばし、吉田系を中心に石橋支持を広めた。総裁選開始当初、石橋は岸、石井に及ばず3位に甘んじるとの見方が大勢で、あったが、三木、 石田らの活躍によって、鳩山政権下での反主流派の急合に成功し、急速に支持を拡大した。また三木は、当時、資金調達面でも優れた能力を発揮しており、石橋陣営の活動資金調達にも大きな役割を担ったと見られている。そして石橋支持の三木と石田、石井支持の池田隼人が、 総裁選前日夜に協議し、もし総裁選が決選投票となった場合は3位候補は2位候補に投票する、いわゆるに3位連合が成立した。旧自由統計のつながりで、池田は表向きは石井支持派であったが、前日の第一次、吉田内閣の大倉大臣時、石橋は池田を大倉事務次官に抜擢しており、池田は石橋に対して恩義を感じていた。また、 石橋と池田は共に積極財政論者であって政策面からも近く、実際には石橋支持で動いており、三木に対しても改新統計の君と自由統計の僕が仲良く手を結ぶことが保守合同の完成を意味すると公言していた。この池田の事実上の石橋支持は総裁選で最も劣勢と目されていた石橋が総裁選。 1> 第1回目の投票で維新を交わして2位となる要因となった。1956年12月14日、第3回自民党大会で行われた総裁選は第1回投票では予想通りガンが第1位となったが過半数の票獲得には至らなかったため、岸と石橋間で決選投票となり、2、3位連合により石井支持者が石橋に投票したため、わずか7票差で、 石橋が総裁に当選した。決選投票でわずか7票差で涙を飲んだ岸は、石橋に対して外務大臣のポストを要求し、自らの支持者に対してもポスト配分を行うよう求めた上で、党内優雅に協力する旨表明した。総裁選に新勝した石橋は、党内の諸勢力に配慮せざるを得ず、党人事、組閣は難航したが、年末には自民党新執行部、 石橋内閣が発足し、三木は石橋総裁から幹事長に指名された。なおポスト配分である程度の成果を上げたと判断した。岸は総裁選の結果を受け入れ、自民党から脱党することはなかった。自民党結成直後、党内には11のグループが存在すると言われ、三木は9回新党系の5グループのうちの1グループを率いていた。 しかし1956年の激しい総裁選の結果、党内に派閥が形成されるようになった。自民党内には岸派、佐藤派、池田派、大野派、石井派、河野派、石橋派、そして旧会新党系を中心とした三木、松村派の八つの派閥が形成され、三木は自民党の派閥の領収の一人となった。石橋政権における三木と岸の 後継選出総裁選での石橋の勝利に大きく貢献した三木は党の要である幹事長に就任した。首相となった石橋は台米自主、警部層を唱え、さらに福祉国家建設を目指して1000億円減税、1000億円施策という積極経済政策をぶち上げた。しかしわずかな差で総裁選に勝利した石橋は党内基盤が脆弱であった。 自らの政策実行のため、石橋は、三木と共に、早期の解散総選挙を通じた政権基盤の強化を目指す。三木は自民党幹事長として、野党社会党と対峙することになった。三木は、当時の自民党と社会党との政策の差があまりにも大きいことを憂慮していた。一万一、政権交代という事態が訪れた時に、 大混乱が発生することを憂慮したのである。ミキの持論は、社会党と自民党は共に歩み寄る必要があるという、ものであった。社会党はまず階級政党を放棄して、国民政党となるべきであると主張した。例えばミキは、社会主義が唱える、富の再分配を主張する政策について、統制主義となって、官僚主義を呼び込み、権力主義に陥ることになると厳しく批判した。 三木が唱える主要政策は福祉国家建設が新しい保守党の道であると主張し、基本的自由を保障しながら福祉国家建設を進めていくべきであり、自由主義国家との連携を主軸として世界平和に貢献していくといったものであった。そのためには自民党は派閥を解消し、政治資金の透明化など運営形態の合理化を進め、国民から信頼される。 近代政党に脱皮する必要性があるとした。こうして、石橋政権で自民党の幹事長に就任したことによって、三木は修正のライフワークとなっていく自民党の当近代化の第一人者となり、また野党、社会党と対峙していく中で保守政治家としてのアイデンティティを確立させることになった。1957年の正月早々、早期解散を狙う石橋は、 真冬の寒さの中、全国遊説に出発した。しかし真冬の遊説は72歳の石橋の体を蝕み、1月末には肺炎となり、岸外省が首相臨時代理に任命された。石橋は療養に努めたが、病状は好転を見せなかった。石橋の職務復帰が困難という情勢になり、2月23日、 石田博秀で官房長官を通じて政治的良心に従い辞任する胸のメッセージを発表し、石橋内閣は総辞職した。三木はこの所管の原案を作成し、石橋、石田のチェックを受けた。三木は石橋の病状から退陣が不可避であると判断した時点で石井、池田らの党内実力者を回り、岸を後継者とする方向での調整を開始していた。 石橋の側近議員が抵抗を見せたものの党内の体制は岸の後継で固まり、岸が後継総裁に選出され、1957年2月25日には第一次元内閣が発足した。三木は石橋総裁時に引き続き幹事長に留任し、同年7月10日には幹事長から政調会長に横滑りした。石橋政権が短命に終わったことは、 三木にとって大きな痛手であった。石橋政権下で長く幹事長を務め続けていけば、三木は政治力をさらに高めて、石橋の後継候補となる可能性もあったためである。しかし、石橋政権で党の要である幹事長に就任したことは、三木が首相の地位を目指す有力政治家として認知されることにつながり、その後も派閥の長として自民党内で、 無視できない勢力を保持し続けることになる。また、石橋政権以降、三木は、派閥の廃止、政治資金の透明化など、自民党の近代化を、修正のライフワークとして訴え続けていくことになる。そして、三木と石橋の親密な関係は、石橋の首相退陣後も続いていた。1968年の三木の自民党、総裁選立候補時、石橋は、 三木のことを自らの後継者に指名し、自らが果たし得なかった政治課題を三木の手で解決してほしいとして、三木の支援を呼びかけた。最後に、石橋大臣時、三木が岸副総理を後継として調整を図り、自民党内を取りまとめていったことは後に思いもかけぬ副産物を呼ぶことになる。死いなさい定時、岸は三木指名に反対しなかったのである。これは、 石橋大臣時、三木が、岸後継で自民党をまとめたことに対しての岸の配慮があったものと考えられている。岸政権、安保改定1958年5月22日の第28回衆議院議員総選挙を経て、6月12日発足の第2次岸内閣において、三木は、経済企画庁長,長官、科学技術庁長,長官として入閣する。しかしこの頃から、 岸の強引な政治姿勢に対して、三木は反発を強めていた。第二次元内閣は同年秋の臨時国会で警察官職務執行法の改正案を提出した。この法案は野党の激しい反発を招き、自民党内の反主流派も岸の強権的な手法に対する批判を強め、三木も岸に対して改正案の廃案を申し入れた。結局、 警察官職務執行法の改正案の成立は断念されたが12月27日、岸の政治姿勢を批判した三木、池田、名田を広吉の三閣僚が揃って辞表を提出した。三閣僚辞任という事態を受け、岸は1959年3月に予定されていた総裁選の日程を前倒しして1月に行うことを決定した。1月に総裁選を行えば、 三木や池田は準備不足で立候補できないだろうと判断したのである。岸の読み通り三木も池田も総裁選に出馬しなかったが、反主流派の統一候補として三木と派閥を共同運営していた松村が総裁選に出馬することになった。1月24日に行われた総裁選の結果、岸は過半数の票を集めて総裁に再選したが、 松村も3分の1を上回る票を獲得し、自民党内においても岸に対する批判が根強いことを示した。岸は日米安保条約の改定を自らの内閣が取り組むべき最重要課題と位置づけた。サンフランシスコ平和条約と共に締結された日米安全保障条約は、米国の対日防衛義務が明記されていない日本国内での内乱時には、 米軍の治安出動が認められている、米軍基地の使用について、日本側に全く発言権がないと、日本側から見てあまりに、不平等で問題が大きいという意見が強く、是正の必要性があることについては、日本国内ではほぼコンセンサスを得られていた。しかし是正の方向性については、不平等性を解消した上で、日米安保体制を堅持しすべきと主張する。 自民党を中心とした保守勢力と日米安保条約を廃棄して中立路線に転換すべきとする社会党、共産党など革新勢力が鋭く対立していた。三木は日米安保条約に賛成しており、破棄を主張したことは一度もなく、これまでの条約の不平等性の解消につながる改正を主張していた。1959年2月、三木は池田、 河野一郎と共に条約と密接な関係にある行政協定の大幅見直しを主張し、当初米国側の反発を受けたものの6月末に見直し交渉がまとまった。条約改正案で特に問題となったのが極東の範囲と事前同意の有効性の確保であった。三木は在日米軍の極東への出動に日本側の事前同意を義務化するよう主張し、 極東の範囲についても、金門島、馬祖島の除外を主張するなど、海底交渉に注文をつけた。1960年5月12日に国会の質疑に立った、ミキ、松村派の古い君が、という3点について、岸に要求した。岸はいずれの点についても、了解ないし理解すると答弁したため、ミキらは、日米安全保障条約改正への批判を一旦、 抑えることとした。5月20日、日米安全保障条約は、衆議院で、会期50日間の延長が可決した直後に、強行採決された。三木は強行採決について事前に知らされておらず、河野、石柱とともに強行採決への抗議のため議場から、退席式権した。三木は退席後の記者会見の席で、自分は、条約改正に際し、極東の範囲、 事前協議について審議を尽くすよう要求してきたことと安保条約にあくまで反対する人々は説得できないが賛成しながらも内容に不安を持つ人も多いのにそのような人々への説明説得を十分に行わずして強行採決を行うことは議会制民主主義の冒涜であり許せないことを主張した日米安全保障条約のような重要な案件は 民主主義の根底である国民の理解、納得を得る努力を惜しむべきではないとしたのである。なお、岸は三木が採決時に退席したことについて、激しく起こり、後継候補として池田を推薦する条件として、三木と河野を党から除名することを挙げた。その後も、三木と岸との間の確執は続くことになった。党近代化、三木投新 三木武雄三木は1958年末に第二次元内閣の経済企画庁長,長官、科学技術庁長,長官を辞任後、しばらく無役であった。安保改定後の岸内閣の退陣に伴う総裁選で三木は松村、石橋、河野らと共に石井光次郎を後継総裁候補に押したが池田の前に敗北。池田政権開始時、三木は反主流派となった。 しかし首相になったばかりの池田は、東京電力の木、川田和孝、昭和電工の安西正夫、三井不動産の江戸英雄、野村証券の奥村綱ら、自らを囲む財界人のグループに、三木を紹介し、勉強会などを開くようになった。1961年7月18日、第二次池田内閣に、三木は科学技術庁長,長官、原子力委員長として入閣した。 当時新人第二子であった海部都市記が二度目となる科学技術庁長,長官就任を断るように進言したところこれからの時代科学技術は大切になるのだとたしなめたという。しかしミキは原子力など科学技術は得意分野ではなく科学技術関連の専門家を日曜日の夜自宅に招き小学生向けの基礎の基礎から勉強した。ミキは 池田内閣時代に進められた自民党近代化に向けての取り組みを主導する役割を担った。自由民主党は自由党と民主党が合同することにより形成された経緯から、決闘時は旧民主党系、旧自由党系などの対立が目立ち、近代的な政党組織を確立した上で、機能的な党運営を行うこと、いわゆる党近代化が決闘当初から課題とされていた。 そして石橋、岸、石井による三つどもえの激しい総裁選挙後、自民党では派閥問題、そして総裁公選問題が、当近代化に向けての大きな課題として浮上してきた。1956年3月の自民党第4回党大会では、当時幹事長を務めていた三木は、派閥解消を登場報告に盛り込んだ。1959年1月の、 第6回自民党党大会では、党基本問題調査会が設置され、調査会の中で派閥解消が論議されることになった。しかし池田は総裁就任当初、党近大化に対する関心をあまり持たなかった。しかし60年安保闘争で実力をつけつつあった革新勢力の動向を見て、自民党としても党組織の改革を行うべきとの声が高まり、 1961年1月の第9回党大会でマスタニ・ヒデジ幹事長が党組織改革を論議する組織調査会の立ち上げを表明し、党大会でマスタニの報告が承認されたことにより、組織調査会が設置され、マスタニがついで8月には倉下田尾が会長となっていた。それでも池田の党金大化に対する動きは鈍かった。 しかし1962年になると、岸に近い反主流派の福田武雄らが、派閥解消などを唱えた活動を見せるようになり、池田のライバルであった佐藤栄作も、池田の政策に対する批判を強めていた。福田や佐藤らの動きに対抗するため、池田は同年7月の総裁再選後、派閥の弊害除去などの党近代化を、改めて課題として掲げることになった。池田は、 党近代化を進める党組織調査会長候補として三木に白羽の矢を立てた。三木は池田からの会長就任依頼を一旦断り、前尾重三郎幹事長が調査会長を兼任するものと見られていたが、池田は三木に対して近代化の方法は全面的に任せる二人だけでも自民党の体質改善、近代化をやろうと改めて説得した結果、 会長を引き受けることとなった。1961年10月、三木は倉石に代わり組織調査会長に就任する。三木は14名の副会長、100名近くの委員を任命した。多くの議員、派閥幹部を議論に巻き込むことによって、議員の利害に直接関わる問題としての当事者意識を高めようと、目論んだと考えられる。三木会長のもと、 組織調査会は1963年7月に中間党申を出した。2期は当時の社会党は政権担当能力に欠けると見ており、中間党申では政権担当能力を備えた唯一の政党として自民党が派閥を解消し、総裁を中心とした党組織を確立することを提言していた。そして10月には最終党申いわゆる未期党申が出された。 当真ではまず派閥の無条件解消が謳われた。また、派閥均衡人事の打破、政治資金を、これまでの派閥単位中心から党に一本化することと、個人講演会の政治資金受け入れ上限額の、設定、金がかからない、政党本位の選挙制度への改革、総裁任期を3連とし、総裁、議長経験者、永年金属議員などからなる、顧問会が、 総裁候補を推薦した上での総裁選の実施などが挙げられた。三木は自民党総裁選が党内の派閥を強化させている要因と判断していた。したがって総裁選改革が党審内でも重視されたが自民党の地方組織が脆弱な現状では総裁選時に地方大議員票の比率を高めることよりも顧問会での推薦制を導入した方が 効果的と判断したなど、三木なりの情勢判断を踏まえた上での三木投信であった。三木投信に対し、河野は派閥有用論を唱え投信の実施に反対した。佐藤派は河野の反対を捉え、佐藤派解散を約束した上で、河野への攻撃材料とした。結局池田の説得もあって、河野も派閥解消に合意し、1964年初めには、 党内の全派閥は一旦解散を宣言するものの、各派とも政治的な駆け引きの材料として、派閥解消を利用するばかりで、間もなく派閥は揃って、復活を遂げた。そして7月の池田参戦時の総裁選挙では、派閥単位で激しい清争が繰り広げられ、三木党信が最重要課題と位置づけた、派閥解消は全く実現しなかった。ただ三木党信をきっかけとして、 派閥の再編が進み、これまで八個師団と呼ばれていた派閥が主要派閥五つとなっていく。幹事長として佐藤後継指名への関与三木は組織、調査会長としての活動中であった1963年7月17日、政調会長となる。翌1964年7月の総裁選で、三木は池田の参戦を支持した。池田のほか 佐藤栄作、藤山愛一郎が出馬した、総裁選は激しい票の奪い合いとなり、池田は第一回投票で過労辞て過半数を占めて、佐藤を振り切り、総裁参戦を果たす。総裁参戦を果たした池田は三木を幹事長に指名した。池田参戦に貢献して、幹事長となった三木であるが、総裁選時に早川高ら派内の親佐藤グループが、 連番状を作成し、三木の意向に反して、佐藤支持を訴えていた。派閥の分裂は回避したものの、この意見対立以降三木は、派閥運営に苦心するようになる。幹事長就任直後、遺壁に穴が開くほどの重い潰瘍を患い、入院することになった。三木はかねてから胆石があることが分かっていたため、1964年8月、初めに糸胆のの手術を行った。 ミキは手術の結果、次第に体調が回復に向かったが、8月末、今度は参戦を果たしたばかりの池田が喉に異常を訴えた。高頭癌であった。9月には入院し、1964年、東京オリンピック閉会式翌日の10月25日に、退陣を表明した。幹事長のミキは、話し合いでの後継総裁選出を提案し、話し合いプラス総裁指名という方式で、 池田の後継総裁が選ばれることになった。この時の後継総裁候補は佐藤栄作、河野一郎、藤山一郎の3名であった。話し合い調整は三木と副総裁の川島章二郎が当たった。三木と川島は候補3名、各派閥の領収をはじめ多くの自民党国会議員との会談、意見交換を重ね、意見を集約していった。 三名の総裁候補の中では、7月の総裁選で、池田に迫る得票を集めた佐藤が極めて有利で、あった。河野は、強引さが、自民党内で反発を買っているのが難点であったが、池田政権後半は政権に大きく貢献しており、池田の指名に期待していた。また藤山は、佐藤、河野の対立が激化した場合に指名されることを、期待していた。三木は、 官僚出身の佐藤とは政治理念や政治行動が一致しない面も多かったが、党内の多数が支持している佐藤以外の推薦は困難であった。結局、臨時国会で主犯指名が行われる11月9日の朝、三木と川島は佐藤を推薦し、それを受けて池田は佐藤を後継総裁に指名した。しかし、三木の佐藤推薦に三木と長年行動を共にして、 三木、松村派の共同代表を務めていた。松村健造は強く反発した。松村は佐藤総裁を阻止するために水面下で藤山を反佐藤の統一候補とする調整を続けていたが、松村の調整を無視する形で三木が佐藤を総裁候補に推薦したことに起こったのである。結局松村は古い期日、川崎秀次ら議員5名とともに三木、 松村派を脱退して松村派を結成し、三木、松村派は三木派となった。通産大臣、外務大臣時代、佐藤政権の成立当初、三木は幹事長に留任する。1965年6月3日の内閣改造で、三木は通産大臣となる。また、大阪万博の実行委員会委員長となり、実行委員会の会長に、経団連会長を務めていた。 石坂泰蔵を調整した。この時期、三木は通産大臣及び外務大臣として対東南アジア外交の整備やベトナム戦争終結への調整を行うなどし、政権内において独自の立場を構築していく。東南アジア外交三木は1966年4月に東京で開催された日本政府が戦後初めて主導した国際会議である。 東南アジア開発閣僚会議の実現を強力に推し進めた。ミキはかねてからアジア外交重視の姿勢を見せていた。アジアの貧困を共産勢力のアジアへの浸透を促すアジア情勢最大の不安定要因であるとみなしており、日本の安全保障の観点からもアジアの貧困問題に対する対処が必要であると考えていた。そして通産省となったミキは、 日本国内の不況克服のためにも、東南アジア諸国への輸出拡大が効果的であると判断した。さらには、首相の座を目指していたミキにとって、これまでの日本外交の過度な対米変調を正し、アジア重視の姿勢を訴えることが、政治的に見て、プラスになるとの判断もあったと推測される。当時、ベトナム戦争の最中であり、対東南アジア政策に苦心していた、 米国も日本が東南アジアの経済建設に大きな役割を果たすことを期待するようになっていた。高度経済成長を遂げた日本が東南アジアの経済建設に協力するようになれば、東南アジア諸国での共産化の進展に歯止めがかかることが期待できるとともに何よりも米国の負担軽減につながる。しかし日本国内では、 財政上の負担の大きさなどを懸念する声が強く、当初なかなか話が進まなかった。ミキは通産省として、東南アジア諸国の農業、軽工業への支援に積極的に乗り出すべきであると考えた。ミキは先日したように、まず東南アジアの農業、軽工業を支援して、貧困からの脱却を図ることが大切であるという、点と。 農産物などの一次産品の供給先、そして工業製品の輸出先として、東南アジアが有望であるという点を主張した。米国側のさらなる要請もあり、三木通産省、シーナ・エツサブロー外省は、東南アジア諸国への経済開発に積極的に取り組むべきとし、東南アジア諸国との貿易拡大を期待する財界もミキラの意見に賛同した。そして、 財政負担の拡大を不安視して消極的であった福田武雄蔵賞も東南アジア諸国への経済開発に取り組むことを了承した。しかし東南アジア開発閣僚会議の開催計画については財政負担を不安視していた大倉省の反対が続いた。閣内ではミキ・シーナが閣僚会議の開催に積極的であったが佐藤・福田は 積極的ではなかった。結局東南アジア諸国との貿易拡大を望む財界からの説得もあり、東南アジア開発閣僚会議の開催が決定された。1966年12月3日、内閣改造による幹は通産大臣から外務大臣に横滑りする。外省就任直後、アジア太平洋権構想を発表する。日本は、 アジアの一員であるとともに先進国であり、日本がアジア唯一の先進国としてアジア諸国の開発にイニシアチブを取るべきであるが、日本一国ではアジアの開発問題に対応しきれないことも明白であるため、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドといった太平洋諸国が協力してアジアの開発問題に取り組む必要があるという趣旨である。 ミキの構想の背景にはアジア諸国への経済協力を推進することが当時の日本の国力から見て困難であった点とともに日本のイニシアチブを強調することがアジア諸国の中に戦前の大東亜共栄圏の記憶を呼び起こしかねないという懸念があったミキは構想具体化に向けてまずオーストラリアに対する働きかけを図ったしかし 第二次世界大戦で日本と敵対したオーストラリア間にはまだ十分な信頼関係が構築できる情勢ではなく、そしてオーストラリア自身まだ急走四国である英国とのつながりが強かったため、ミキの目論みはうまく運ばなかった。またミキが通産省時代に進めた東南アジア開発閣僚会議も日本と東南アジア諸国との思惑の違いが表面化し、 定着するには至らなかった。未期のアジア太平洋圏構想自体は、日本がアジアの一員でもあり、西側先進国でもあるという一種の境界国家とも言える不安定なアイデンティティという弱点を逆手にとって、アジア諸国と西側先進国との架け橋となることにより、日本の境界性を生かすという長所へと変える、したたかな構想ではあったが、具体性や、 現実性に欠ける面も多く、ミキの在任中には思うような成果は上げられなかった。しかし、ミキの構造は、日本外交にアジア太平洋という新たな枠組みを与え、1989年に発足したアジア太平洋経済協力会議へとつながっていくことになる。ベトナム戦争の収束への取り組みまた、ミキはベトナム戦争の和平外交にも積極的であった。 佐藤は首相就任直後の1965年1月、幹事長であった三木と椎名ブ三郎外相を伴い訪米、ジョンソン米大統領と会見した。会見では日米関係の重要性について再確認するとともに、経済成長を背景に国際的な地位を高めつつあった日本が米国への依存を減らした自主的な外交を進めていくことを米国側も認めた。 佐藤政権は日米関係について順調な滑り出しをしたが、ベトナム戦争で米軍が行った北爆は日本国内の対米感情を悪化させ、自民党内でも米国の対ベトナム政策に疑問を持つ勢力が現れた。例えば福田派、石井派はおおむねの北爆を支持していたが、佐藤派、川島派、三木、松村派には北爆に疑問を持つ議員が少なからず。 存在した。その中で、三木はかねてからアジア重視の外交を主張してきており、佐藤内閣内では、通産省、外省として、ベトナム和平外交推進の中心的存在となる。また、川島章二郎もアジアアフリカ諸国との連携を進める中で和平のきっかけをつかもうとしていた。川島副総裁、三木幹事長のコンビが、池田の後継として、 佐藤を決める調整を図った経緯もあり、佐藤としても、三木や川島の意向を無視することはできなかった。北曝が続く中、政府、自民党内では北曝を支持せず、アジア人の手によって和平を達成しようと主張する意見も出されたが、新米派からの強い反対を受けた。このような中、通産省であった三木は訪米、法仏、法則の際に行われた、 各国首脳との会談の席で、米国と北、ベトナムを仲介する和平構想を話し合った。ミキは、各国首脳との会談を経て、日本は和平に積極的な貢献を行っていくべきで、まず休戦、次に国際会議を開催するプランを提示した。またこのプランは、日本独力で行うのは困難であり、中立国、共産国も含めた協力が必要であるとした。 ミキは1966年12月の外務大臣、就任後、ベトナム和平工作にさらに力を入れるようになる。ミキは北ベトナム側との話し合いの継続と、各国駐在の大使、公使に対して、北ベトナムの出先機関などとの接触を試みるよう、指示した。先にも触れたように、ベトナム和平への積極的な関与などの活発な対、アジア外交は、 総理総裁の座を目指すミキにとって佐藤との違いを明確化するといった狙いもあったと考えられる。1967年7月から8月にかけてミキはソ連、ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリーを訪問する。ミキは各国でベトナム和平問題について提案を行い、さらに9月の国連総会の席でもベトナム和平について訴えた。 ミキのベトナム和平への努力についてアメリカは日本がアメリカと北、ベトナム間の中立的な立場に立とうとする面があるのではと警戒するようになった。ミキがアメリカから自律的な形で行うベトナム和平工作に奔走する反面、佐藤首相は台米協調路線を強めていた。1967年11月の訪米時、佐藤はジョンソンと会談し、 ベトナム戦争で米国と南ベトナムを支持する姿勢を明確にした。その結果、北ベトナム側は日本が明確に、米国、南ベトナム側に立ったと認識し、仲介的な立場は全く失われたと判断した。そのような中、1968年1月末のテト構成は米国に衝撃を与え、3月末には、ジョンソンが北爆停止、 そして自身の大統領再選不出馬を表明するに至る。手と構成後、佐藤はベトナム戦争であまりにも米国寄りの姿勢を取り過ぎたのではと不安を感じていたというが、北爆停止について日本に何の相談もなかったため、日本政府は大きな衝撃を受けた。北爆停止を受け、三木外省は再びベトナム和平に向け動き出す。 ミキは長年にわたる戦争で疲弊した南北ベトナムに対して経済復興を支援するベトナム復興国際基金の創設を提唱した。ミキの構想ではこれまで支援の対象ではなかった北ベトナムも対象としていた。ベトナム復興国際基金構想は多くの国の賛同を得たが東南アジア開発閣僚会議やアジア開発銀行など 既存の多国環境儀や組織を利用して行う援助の枠組みがうまく機能せず、また北、ベトナムを巻き込む目論みも北ベトナム側の反発によりなかなか進まなかった。結果としてミキが主導した日本のベトナム和平工作はうまく進まなかったが、戦後、経済問題を除けば、米国と一部アジア諸国に限られていた実質的な外交討議の範囲を広め、 日本外交の範囲を大きく広げることにつながり、また、米国など先進国と、東南アジア諸国との橋渡しを行うという日本の対東南アジア外交の基礎になったと評価できる。1960年代半ば、新聞社は佐藤派、池田派などは一派閥を、複数の記者で担当することもあったが、三木派担当は、他派との掛け持ちであるのが通例であった。は、 このような新聞社の対応は三木派に対する軽視で、あると機嫌が悪かったという。実際この当時、新聞記者たちの中では、各派閥領収の中で三木だけは首相になれないだろうと予想し合っていた。三木は新聞記者たちの予想を覆して首相に上り詰めることになるが、それまでに総裁選に3回挑戦し、いずれも敗北していた。 男は一度勝負する1964年に成立した佐藤政権下で、三木は通産大臣、外務大臣という主要閣僚を務め、政権を支えていた。1966年には赤木宗則ら佐藤に批判的な議員たちによって、宿党推進協議会が結成され、翌年には宿党推進協議会が発展して、新政策懇和会が結成された。 そのような中、1967年からは佐藤が3、千0 0 0に出馬するかどうかが話題となり始め、佐藤以外に、三木、前尾重三郎、藤山愛一郎らが、総裁候補として取り沙汰されるようになった。反佐藤派の新政策懇話会の活動に、佐藤も神経を尖らせ、三木に対して、新政策懇話会に参加せぬよう注意を与えていた。当時の三木派内には、 三木直系グループと、親、佐藤、福田グループという二つのグループがあった。1964年の総裁選挙で、三木は池田参戦を支持していたが、早川隆志ら三木原井の親、佐藤、福田グループは連番状を作成し、佐藤支持を訴えていた。1964年の総裁選で三木派の分裂は免れたものの、以後三木は、 難しい派閥運営を強いられるようになっていた。1968年の総裁選が迫る中、三木派内には総裁選出馬をめぐり二つの考え方が表明されるようになった。まずは、佐藤と対決してでも出馬すべきとの考え方である。新政策懇和会に参加していた議員や、若手議員、親、佐藤、福田グループの中心メンバーであった、早川らも、 三木は佐藤に対抗して総裁選に出馬すべきと主張した。一方、佐藤との協調関係を重視し、佐藤退陣後の政権全常を狙うべきとの意見もあった。実際問題三木派の実力から見て佐藤派など、佐藤政権の主流派の協力なくして、政権獲得は困難であり、佐藤との協調が政権獲得に不可欠と主張したのである。 1968年7月に実施された第8回参議院、議員通常選挙の結果、自民党はほぼ改選前の議席を維持した。佐藤や佐藤を支える主流派は参戦に自信を深めていた。このような中、三木は9月初めの派閥研修会で、回復都市期、庭平介ら若手議員からの総裁選出馬を求める、声に対しても、 外務大臣としてのスケジュールがすべて終わった段階で、考えるとの慎重な態度を貫いた。三木は佐藤からの前情を期待していた。かねてから、三木は佐藤より政権の前情を匂わされており、佐藤派をはじめとする主流派の協力なくして、政権の獲得が困難であった三木は、まずは佐藤からの政権前情を期待していた。当時佐藤派からは、 木村敏夫官房長官や橋本富三郎、総務会長が三木の出馬取り留めを働きかけていたが、一方、田中角栄は世代交代への期待から三木の出馬を陰で歓迎していた。いずれにしても三木は佐藤からの政権全上確約を得ることはできず、結局総裁選出馬に踏み切ることになった。 1968年10月29日、三木は総裁選出馬のため外務大臣の辞表を提出し、翌30日には男は一度勝負すると正式に立候補を表明する。総裁選立候補を決意した三木に石橋丹山が後見人役となった。三木は立候補表明にあたって所信を表明した。三木の所信は日米安保条約の堅事と 自動更新を支持するなど、これまでの佐藤政権の政策と大きくは異ならなかったが、住宅問題に対応する住宅省設置を唱えるなど、後の三木内閣で打ち出されることになる、ライフサイクル計画につながる施策も見受けられた。三木に続いて11月1日には、前を11月8日には、現職の佐藤が出馬を表明し、総裁選が始まることになった。三木が、 総裁選出馬を決断した背景としては、まず、三木直系グループと、親、佐藤、福田グループの2グループが存在した三木派内の事情から、佐藤からの前情がない中では、総裁選出馬の見送りは、派閥の分裂など、派の結束力低下に直結しかねないと判断したものと考えられる。また、1964年、幹事長として、 池田から佐藤への政権以上に関わった三木は、佐藤に対して後継者の育成、政権に執着しないことを要求し、佐藤も三木の意見に応じていたが、三木から見て、佐藤は政権に執着し続けており、三木は最初の約束と違うと、人心一心を訴え総裁選出馬を決意した。総裁選は、三木、前を佐藤以外に、佐藤批判派の急戦法であった。 藤山愛一郎も出馬を模索していた。藤山は自らも出馬することによって佐藤批判票を増やし、第1回投票で佐藤の過半数獲得を阻止し、決選投票での逆転を目論んだのである。しかし、藤山派内も出馬でまとめ上げることに失敗したため、藤山は出馬断念に追い込まれた。総裁選出馬を断念した藤山は、反佐藤勢力を結集した。 人身一新推進本部の本部長に就任し、佐藤の参戦阻止と、三木、前尾に対する指示を訴えた。人身一新推進本部の結成後、三木と前尾の決戦投票での二三位連合が成立した。11月18日、三木は大阪で総理総裁となった、際の具体的な政策について講演した。その中で、三木は沖縄返還に際して、 核抜き本土並みの変換を目指すべきとした。この三木の発言は佐藤を痛く刺激し、沖縄変換を最初から本土並みとすることは困難であり、沖縄住民が本土並み変換を望んでいるというのは認識不足であり、このような認識の異なる人物を外務大臣としたのは自らの不明であったと発言した。この佐藤の発言は大きな反響を呼び、 争点が必ずしもはっきりしなかった総裁選でようやく争点らしい争点が現れることになったが総裁選投票日が迫っている中選挙の動向を左右するまでには至らなかった11月27日に行われた総裁選で佐藤は過半数を上回る249票を集め第1回投票で総裁参戦を果たした三木は107票 前尾は95票であった。三木は、事前の予想では最下位となるものと見られていたが、前尾を抑え2位に滑り込んだ。敗れたとはいえ前線を見せた三木は、総裁候補の一角としての地位を保った。一方、3位に終わった前尾は、派内での求心力が低下し、大平正義が新たな総裁候補として、浮上するきっかけとなった。また、佐藤体制を固めていた福田竹夫。 田中角へも力をつけつつあり、佐藤時代の後に続く、いわゆる三角大福時代が近づいていた。私は何者をも恐れない、ただ大衆のみを恐れる1969年12月27日に、投票が行われた第32回衆議院議員総選挙で、自民党は保守系無所属を加えると300議席を獲得する勝利を得た。総選挙勝利の予勢を買って、 自民党内は佐藤4000への流れができていった。すでに6年間政権を維持してきた佐藤に対し、岸は佐藤、岸ともに後継者と目する福田に政権を譲るよう進めたが、佐藤は兄である岸の忠告に耳を貸そうとはしなかった。福田のライバルである田中は次の2年間に力を蓄えて政権獲得を目指すため、積極的に佐藤4000を支持した。 1970年秋になると中間派が相次いで佐藤支持を表明し、前回の総裁選に立候補した前尾重三郎も佐藤支持を明らかにし、佐藤四選は自民党内で規定路線となっていった。佐藤四選が規定路線となる中で三木は苦しい立場に立たされた。三木派内でも総裁選に出馬して惨敗を起死したら、 三木の政治生命の危機となる手にや、そもそも党内の大勢が佐藤四千位へと流れていく中で、三木が総裁選に立てば、三木派がれ、礼遇されることになると危惧する声が上がった。三木は派内にあった消極論を一周し、9月24日、私は何者をも恐れない、ただ大衆のみを恐れると、総裁選に立候補を表明した。三木は自らを支持する国会議員に対し、 にに戻っって、て、政政党治の原点に立ち返をを訴える、運動を提唱した。三木自身も故郷の徳島から始まり東京、大阪、名古屋、札幌で演説会を開き国民に向かって自らの初心を訴えた三木は全国各地で今日は敗れても明日の勝利を信じると訴え2年前の佐藤参戦時には 党内で参戦の是非について論議がなされたのに、四戦時には一旦党内で流れができてしまったら長いものに巻かれろといった感じで誰も文句を言おうとしないことについて自身の翌三選挙での体験を踏まえつつ厳しく批判した。そして自らの役割を党内の若手へのつなぎ役とし、早く若手に自民党を託していかねば組織が 公直化していくばかりであると総裁選立候補の意義を説明した。ミキ以外、現職の佐藤に対抗する立候補者が現れなかった総裁選において、ミキは国民に直接初心を訴えかけ、マスコミを積極的に活用することによって圧倒的な力を誇る佐藤に対抗しようと試みた。ミキの総裁選立候補と気境運動をマスコミは好意的に報道しており、 硬直化した自民党の中にあって、クリーンなミキが立ち向かうイメージを国民、マスコミに植え付けることに成功した。この国民に直接話しかけ、マスコミを積極的に利用するスタイルはその後のロッキード事件の際などにも行われ、クリーンミキというイメージの定着に寄与した。10月29日の総裁選で、ミキは予想を上回る111票を獲得した。 敗れたとはいえ三木は、今回も総裁候補の一角としての地位を保った。一方総裁選出馬を見送った前尾は、佐藤陣営から出馬見送りの代わりに入閣を匂わされていたが、佐藤四戦後の内閣改造は見送られ入閣はなされなかった。前尾派内では佐藤に利用されるだけ利用された挙句に捨てられたのに黙っていると、前尾に対する厳しい批判が噴出し、 花井若手を中心に、大平正義に派閥を譲るべきという意見が強まった。結局、鈴木善光の仲裁により、前尾から太平に、派閥の領収が交代することになった。茂舟参議院議長を落としみきは1968年、1970年と、総裁選で佐藤栄作に挑戦し、前線するも敗れていた。1971年、 佐藤は1964年の池田隼人を7年間の長期政権を維持していた。佐藤長期政権を支えていた柱の一つが参議院の茂舟雄三議長であった。茂舟は岸信介、佐藤栄作と同じ山口県出身であり、1962年以降9年間にわたって参議院議長を務め、 さらに参議院自民党内の佐藤派を中心とした政府クラブを率いていた。1971年当時、自民党参議院議員約140名のうち90内市100名が政府クラブに所属していたとされ、茂舟は参議院の常任委員会、理事の人事権のみならず、閣僚、政務次官の参議院議員枠の推薦権も握り、岸、 佐藤土地会茂舟は、文字通り参議院自民党のドンとして君臨していた。このような中、茂宗の専門には苦しく思っていた、新谷虎三郎、ザコミズ恒、河野健三らは、1969年に、藩茂宗を標榜する桜井を旗揚げするが、当初文字通り大勢に無勢であった。しかし1971年6月27日に、 行われた第9回参議院議員通常選挙で自民党は敗北し議席を減らしていた。参議院選挙後、茂舟は議長4選出馬を表明したが、桜井の河野健造は参議院改革案を引っ下げ、茂舟に挑戦した。三木は茂舟に対決する河野に加担することを決意し、三木派の参議院議員は議長選挙の際、河野に投票することを約束した。 当初、自民党参議院議員の大半を抑えていた茂宗は、事態を楽観視しており、自らの議長4選を前提に副議長は、上原正吉を選ぶ予定であることを公言していた。しかし河野は、全野党からの支持取り付けに成功し、ついに茂宗に対抗して、正式に参議院議長選への出馬を表明した。先の参議院選挙敗北により、 与党自民党と野党との議席差は20余りに縮まっており、自民党から十数名が増反すれば河野議長が誕生してしまう。この事態に、堀茂幹事長は慌てた。佐藤政権を支える柱の一つである茂宗の敗北は、佐藤政権に対する打撃となり、引いては佐藤の後継者として、佐藤、堀らが考えていた、福田武雄にも打撃が広がるためである。 堀はまず、河野建造に近い議員を動かし、河野に本意を促した。続いて重宗自身が三木に電話をかけ、参議院副議長候補に当初予定していた上原正吉の代わりに、参議院三木派の重鎮であった鍋島直明を当てる人事を提案し、自らの議長4000への賛成を依頼した。しかし三木は、重宗の提案を拒絶し、 河野議長擁立の姿勢を崩さなかった。結局、茂舟は、参議院、議長4選が不可能であると判断し、出馬断念に追い込まれた。茂舟の立候補断念を受け、自民党内では、喧嘩料成敗の形をとって、河野にも立候補を断念させることにより、事態の収集を図ることを目指す動きが強まった。堀はまず議長候補として、参議院自民党の長老議員であった。 木内四郎を擁立することにした。無難な人選と見られた木内の擁立により、河野擁立派の結束にひびを入れることを狙ったので、ある。堀の目論見みは当たり、茂宗の戦王に対する批判で結束していた桜井には同様が走り、河野立候補断念の声も上がった。三木は桜井と河野議長擁立行動を共にしていた当時参議院議員であった。 石原慎太郎に対し、あくまで、河野擁立で突き進むよう説得した。そして参議院三木派にも動揺が広まったが、三木は三木派の参議院議員を集めた上で、木内は、所詮、佐藤、重宗の操り人形であり、参議院改革のためにあくまで、河野擁立を推し進めるべきで、負けたら、三木自らが、打ち首となると拳した。一方堀も、 河野派と考えられる議員に対する電話構成を緩めず、病気入院中の議員に対しても、単価で運ばれてでも、議長選挙に投票せよと指示した。1971年7月17日未明、河野時内との激突となった参議院議長選挙が行われた。三木は、議長選挙の際、相手に聞こえる声での合図ではなく、足や手を用いて、 公の投票の合図を送るようアドバイスした。投票の結果、公の脇打ちを10票上回り、参議院議長に選出された。この結果は、佐藤長期政権に明らかに陰りが見え始めた最初の事件となり、翌年の総裁選挙で、佐藤の後継者と目されていた福田が敗北し、田中角栄が政権を握るきっかけの一つとなった。 日中関係と1972年総裁選、河野健造が木内志郎を破って参議院議長となる直前の1971年7月15日、アメリカのニクソン大統領は中華人民共和国との国交正常化交渉の開始を発表した。さらにニクソンは8月15日に金とドルとの打艦停止などを骨子とするドル防衛策を発表する。 政権が発足して7年目となる佐藤政権にはこのような世界の新しい流れに対応できる活力が失われており強力であった佐藤政権もその限界が明らかになってきた佐藤そして佐藤が後継者候補と考えていた福田にとって日本の頭ごなしで進められた米中の歩みよりは特に打撃が大きかった日中国交正常化は 佐藤政権や佐藤の意気がかかることになる、福田政権では困難であるとの声が高まりつつあった。三木は松村健三、高崎達之助らと共に兼ねてから、中華人民共和国との国交正常化に積極的であった。1971年8月21日、中華人民共和国との国交正常化に尽くした松村健三が死去し、松村の葬儀に、 中日友好協会副会長の王国圏が3でした。中曽根康弘総務会長は佐藤首相と王国圏との会談が行われるように調整したが会談は行われなかった。一方、8月29日に三木は王と会食を行い、訪中を約束した。当時三木は超党派議員によって構成されていた日中議連が提出した。 日中正常化決議への署名を差し控えていた。これは佐藤の後継者候補として野党との無原則な共同補調を避け、日中関係の実行ある進展を目指したものとされている。1972年4月13日、三木はブレーンの大北三郎、平沢和江、娘婿の高橋渡る、る秘書の竹内清志らと共に香港経由で北京に向かい、 周恩来首相と会談を行った。ミキはマスコミの同行要請を拒絶し、周恩来との会談内容も極秘とされた。会談の内容は政治家ではないとのことでミキと州との会談同席を許された高橋渡のメモをミキ自らが聖書したと考えられるものが残されており、会談の中でミキはまず日中国交回復に全力を尽くす決意を述べた上で、 国交回復のために解決すべき問題について、現実的かつ条件を慎重に切り出す政治的な発言を行い、州との間で意見調整を図った。帰国後、三木は自民党の実力者などを精力的に回り、日中国交正常化の気が熟しつつあると訴えた。このような中、佐藤は沖縄復帰を花道に引退を表明し、佐藤の後継総裁選びの動きが、 活発化していた。佐藤花内では、急速に田中角への影響力が拡大しており、佐藤が後継者として考えていた福田に迫りつつ、あった。そして、三木は6月21日に総裁選出馬を表明する。当時、三木花内には、早川隆を中心とした親福田グループがあり、中曽根派も野田武織らが親福田であった。 しかし、総裁選を前にして、野田武雄が休止したこともあり、中曽根は総裁選への出馬を見送りた中指示を表明する。総裁選を前にして、三木は田中との会談に臨んだ。会談に同席した金丸真の階層によれば、三木は部屋に入るなり座ろうともせず、立ったままで日中問題をやるか、と田中に詰め寄った。田中は、 ミキの日中国交正常化に取り組むとの条件をのみ、ミキは決選投票では田中を支持することとなった。7月2日には、総裁候補の田中、太平、ミキが記者会見を行い、日中国交回復を目指すなどの政策合意事項が公表され、第1回投票で3候補のうちでトップとなった候補に決選投票で投票することが決められた。この結果、田中は、 後継総裁レースで極めて優勢となった。1972年7月5日、三木の他に、田中、福田、太平の4名が立候補した自民党総裁選の第1回投票で、三木は69票と最下位の4位となり惨敗する。この時の総裁選では、多額の金銭が動いたとされているが、海復都市記の改装によれば、三木の陣営も金を配った。そして、 田中と福田の間で行われた決選投票の結果、田中、太平、三木、中曽根の四派の支持を固めた田中が圧勝し、田中が佐藤の後継総裁となることが決定する。副総理兼環境庁長官として総裁選で、福田を圧倒した田中は、第一次田中内閣を組閣した。三木は副総理含みの無人所省として入閣し、8月29日には、 副総理となる。三木は田中内閣の副総理、三木派の領袖という立場ではあったが、三度目の朝鮮であった総裁選に惨敗した上、十歳以上若い田中が総理となったため、総理就任への道が遠ざかってしまったように感じられた。三木は無人所省の役割として、日中国交正常化と等の体質改善を挙げていた。 1972年12月の第33回衆議院議員総選挙後に成立した第二次田中内閣で三木は副総理兼環境庁長官となった。当時高度経済成長の歪みもあって郊外問題が大きな社会問題になっていた。三木は環境庁長官として環境問題に取り組むことになった。まず4大郊外病の一つである。 水俣病問題の解決のため、1973年7月、ミキは水俣を訪れ、窒素と水俣病患者との保障協定に立ち会った。ミキは水俣病被害者に対して研究センターの設立を約束し、この時のミキの約束に基づいて、国立水俣病研究センターが設立された。また、当時大気汚染の大きな要因の一つであった自動車の 排ガス規制にミキは積極的に取り組んだ。ミキはアメリカのマスキー法と同じような排ガス規制法を日本でも施行させようとした。ミキの目論みは自動車大手のトヨタ、日産から強い反発を受けた。トヨタや日産は当時の技術力では排ガス規制の達成は困難であり、アメリカと比べて自動車産業後進国である日本がアメリカの ハイガス規制法であるマスキー法のような規制を実施するのは非現実的であると訴えたのである。また、ミキのハイガス規制法施行の取り組みはアメリカ追随であるなどという批判も浴びた。ミキの側近である海部都市も地元がトヨタの本拠地である愛知県であることもあって多くの批判を浴び、ミキに考え直すように働きかけたが、ミキは 日本の自動車産業にとって厳しい要求であることは認めながらもこの排ガス規制をクリアする車を作る努力を進めれば将来的に日本の自動車産業は世界に通用するものになるとして批判を受けず結局排ガス規制法が制定されることになった。1973年第4次中東戦争勃発をきっかけとして発生したオイルショックが日本を直撃した。 オペック加盟国の内ペルシャ湾岸諸国の6カ国が石油戦略の発動を決断し、続いてオアペックが石油供給国を友好国、中立国、敵対国に3分類し、友好国以外には供給削減が通告された。当初日本は中立国扱いとされ、石油の供給削減が迫っていた。日本にとって石油の供給削減は死活問題であり、 政策を急遽アラブ寄りに転換することとして日本の対アラブ政策の転換を説明して友好国扱いとしてもらい石油供給削減を回避するための特使が派遣されることになった。特使の白羽の矢は副総理の幹に立った。これは難航が予想されたアラブ諸国との交渉を幹に押し付けたとの見方もある。ただ幹は外務大臣時代。 1967年の第三次中東戦争後に行われた国連総会の席でイスラエルの占領地からの撤退、中東和平の確立、そしてパレスチナ難民への支援を骨子とした国連安保理決議第242号の賛成演説を行っていた。かつて国連総会でアラブ側の主張支持の演説を行った経験がある三木はアラブとの交渉は 自らが最も敵役であるとの自負も持っていた。特使として中東に派遣されることが決まったミキはアラブについての猛勉強を始めた。そして1973年12月10日、ミキ特使はサウジアラビア、エジプト、クウェートなどアラブ諸国8カ国歴法に出発した。サウジアラビアでミキはファハの殿下、続いてファイサル国王と会談し、 日本の新アラブ政策について説明した。続いて訪問したエジプトでは、サダと大統領と会談を行った。ミキの日本の新アラブ政策説明は、アラブ諸国首脳におおむね好意的に受け入れられた。結局オアペック諸国は日本を友好国扱いとし、石油の供給制限は解除されることになった。田中角栄からのリハンサ島長期政権の後を継いだ、田中政権は、 多くの国民の期待を集め、当初高い支持率を誇っていた。しかし調落もまた急であった。田中政権の足元を揺るがしたのはまず激しいインフレであった。田中の目玉政策であった日本列島改造論が財政支出を増大させ、そのことがインフレをさらに煽った。田中のさらなる失点となったのが小選挙区導入問題であった。 1972年12月に行われた第33回衆議院議員総選挙が自民党の敗北に終わったのを見た田中は選挙制度の変更を策した。田中は1973年の通常国会を大幅に延長して小選挙区への選挙制度変更法案成立を図ったが野党の猛反発に加えて副総理の三木や椎名副総裁らが田中に苦言を 定するに至り、小選挙区への変更は撤回に追い込まれた。落ち目の田中に追い打ちをかけたのがオイルショックであった。戦術のように田中は副総理の幹を中東諸国に特使として派遣して、石油の輸出制限を免れたが、オイルショックによるさらなる物価高騰が日本を直撃した。1973年11月23日、このような混乱の中、 愛知・喜一蔵省が死去した。田中は総裁選で激しく争った福田を、公認の蔵省に任命する決断をした。福田は、日本列島改造論の撤回を条件に、蔵省入閣を了承し、11月25日には三木副総理兼環境庁長官、太平外省、福田蔵省、中曽根通産省と、三角大副中が勢揃いとなる内閣改造を行った。 増床となった福田が行った総需要抑制策が功を奏し、次第にインフレは収まってきた。田中は1974年7月に行われた第10回参議院、議員通常選挙に勝利して体制を挽回させようと猛烈な選挙活動に打って出た。その中で阿波戦争とも呼ばれるようになる激しい選挙戦が徳島で繰り広げられることになった。 第10回参議院議員通常選挙は、田中の企業ぐるみ選挙、いわゆる金券選挙の展開が、国民から強い批判を浴び、自民党は、改選議席を下回り敗北を起死した。選挙後の7月12日、三木は田中への直接的な批判は避けながら、当近大下に一兵卒として取り組むためと称して、副総理兼環境庁長官を辞任した。16日には、 田中の政治姿勢を批判して、福田蔵省が辞任し、さらに堀茂行政管理庁長,長官も辞任した。閣僚を辞任した後の三木は、自民党の党近代化と選挙制度改革など、政治改革に関わる活動を活発に行った。三木の行動の背景には、田中の近県体質に対する厳しい批判があったことは否めないが、三木は、田中政治批判という次元ではなく、党の近代化、 政治改革という方向性で主張していた。これは、派閥次元での構想であるとの印象を持たれないように、するための三木の戦術でもあったが、結果として、田中の後継者として三木が選ばれる際にプラスとなった。自民党時代、首相就任までの三木の生活など、三木は赤坂にあった、事務所を1963年に番長に移転する。またミキ派では他派に先駆けて、 夏に、軽井沢で2泊3日程度の勉強会を開催するようになった。戦前、アメリカに留学した経験があるミキは、アメリカでの経験を踏まえ、早い時期から勉強会を開催をしたり、終戦後間もなく、個人事務所、そして専門家を調整して、政策を勉強する総合政策調査会を設けた。総合政策調査会は1963年に、 シンクタンクの中央政策研究所となった。ミキの家族は1951年に初代から吉祥寺に移っていた。吉祥寺は国会からはかなり離れた場所であり、妻のむ子は1960年頃、渋谷の南平台に土地を探し、ミキに転居を進めたものの、吉祥寺から渋谷への引っ越しを固くなに拒んだ。しかしある日突然、ミキは妻のむ子に、 渋谷の南平台への転居を言い出した。む子は知人を介して建築家の佐藤秀蔵と知り合い、佐藤に新居となる三木邸の設計を依頼した。三木が吉祥寺から渋谷の南平台へ引っ越したのは1970年頃のことであった。引っ越し当日、三木は引っ越しを嫌がり、庭で寝転がりながら不手くされていたという。 三木の家の特徴として暖炉が備え付けられていることが挙げられる。機密を要すると判断される書類は三木が一読した上で暖炉で焼却された。渋谷の南平台の三木邸も三木の故郷徳島県産の石で作られた暖炉があった。吉祥寺や渋谷の自宅以外に三木は軽井沢と真鶴に別荘を持っていて、週末はよく真鶴で過ごしていた。 軽井沢と真鶴の別荘、そして徳島の実家にも、やはり暖炉が備え付けられていて、三木は暖炉で機密書類を燃やしていた。三木政権発足の経緯田中政権の画界三木、福田、堀の三角僚が辞任したが、田中政権は持ちこたえた。田中政権の近県体質に対する世論からの厳しい批判を受け、自民党は椎名悦三郎副総裁を会長とする。 当期本問題運営調査会が発足させた。この頃、若きジャーナリストであった立花隆氏は、田中の金券政治のあり方を見て、あれだけの金が使われているのだから、大金を入手するからくりがあるはずだと調査を進めていた。1974年10月9日、田中の金銭問題を暴く立家の田中角栄研究その金脈と人脈と女性問題に切り込んだ。 小玉高屋の寂しき腰山会の女王が掲載された文芸春秋11月号が発売された。特に立花の記事は田中の資産や資金を分析し、資産形成の過程で違法な手段を駆使していたことを炙り出していた。立花らの記事について当初はマスコミからの反応は鈍かった。しかし10月22日、外国人記者クラブの記者会見の席で田中は疑惑を 徹底的に追求されたが満足な返事ができなかった。以降、日本のマスコミも田中の金脈問題追求の日の手を挙げた。金脈問題が明らかとなった田中内閣の支持率は20%を下回るようになり、政権は末期的な様相を呈してきた。窮地に追い込まれた田中には重要な外交日程が2件あった。10月28日からのニュージーランド。 オーストラリア、ビルマへの外遊と、11月18日からのアメリカのフォード大統領来日予定であった。田中は外遊出発前、参議院議長の河野健三を訪ね、外遊と米大統領来日を済ませたら総辞職することを示唆した。河野は記者団に田中が大臣を考えていることを匂わせたため、10月末には田中大臣が大きく報道されることになった。 外遊から帰国後、11月11日に田中は内閣改造を行った。田中は現職のアメリカ大統領として初の日本訪問となるフォード大統領訪日を控えていた。フォード訪日前の首相辞任は日米関係に悪影響を及ぼすと考えられ、それまでの間の政権の不要を図ったものであった。しかし、政権の末期症状が顕著であった。 田中の退陣はもはや規定路線であり、後継総裁をめぐる動きが始まっていた。7月に田中政権の閣僚を辞職していた三木と福田は共に気を伺っていた。1972年の総裁選で田中と激しく争った福田は後継総裁の本命視されていた。一方三木は少数派閥の領収であり、1972年の 総裁選で4名の候補者の中で再会と惨敗したこともあって、当初、田中の後継総裁となる可能性は低いと見られていた。しかし三木は、閣僚辞任後全国各地で講演を行い、各地で多くの国民からの応援を受けていた。そして10月末の田中大臣が避けられない、情勢下で三木は、次期総裁は長尾博吉か自分しかいないとの自負を見せていた。 シーナ最低退陣を決意した田中は、10月26日に、シーナ副総裁に対して一時的に内閣を預かって、もらえないかと打診していた。金脈問題で傷ついた田中はシーナに政権を預け、一時的な退却を行い、その上で再当番を行う腹積もりであった。シーナとしても、 政権獲得への意欲がないわけではなかったが、健康問題もあって、田中の要請を断り、調整役に回ることになった。それでも、田中は11月11日の内閣改造でシーナを、後継含みで副総理にしようと考えたが、総裁公選での総理、総裁就任を目指す太平外相の反対で、潰されていた。田中は、自らの後継について、 全く布石を打つことができないまま、報道大統領がアジア歴法を終えて帰国した11月26日に退陣を表明した。田中の後継総裁候補としては、三木、福田、大平が名乗りを上げていた。三人のうち田中派、太平派の数で有利となる太平は総裁候選での選出を主張し、数的に劣勢であった三木、福田話し合い選出を主張した。 特に三木は公選で選ばれる可能性はほぼ皆無であり、話し合い選出にかけるしかなかった。三木、福田、太平の間では、後継総裁について、直接交渉も行われた。福田と大平は二度にわたって、会談を行い。後の会談では、長野茂雄日本商工会議所会答宅で、福田と太平の連携を願う長野を交えて、行われた。また太平は、 三木拓と同じ敷地内に同居していた娘の清子宅の方から、密かに三木を訪ね、会談を行った。しかしいずれの会談も物別れに終わり、三木、福田、太平の立候補者間での解決はできなかった。ところで、調整役となった新稲は派閥を、うごの州であると考えており、うごの州の頂点に立つ、派閥領州は、 総裁選という草競馬を行っているとみなしていた。そこで、シーナは、長尾宏吉、堀茂、前尾茂三郎といった、長老議員による暫定政権を樹立して自民党を立て直し、その後に本格政権を樹立するという構想を描いていた。そして、後継総裁をめぐる自民党内の動きが活発化する中で、シーナによる暫定政権案が浮上した。 しかし11月29日、シーナが、ミキ、福田、太平、中曽根の実力者と個別会談を行う中で、シーナが太平に対して、シーナ暫定政権の可能性を示唆したところ、大平は、シーナの発言に不快感を示し、行事が回しを占めたと、シーナが政権獲得に色気を見せ出したことをリークした。このような中で、ミキは話し合いによる、 総裁選びで自らが選ばれるべく動いていた。7月に副総理県環境庁長官を辞任した後、当近代化を訴え続け、田中個人への批判は控えていた。また、田中の辞意表明後、民社党の佐々木良作が、密かに未規定を尋ね、中道新党結成を提案していたなど、民社党との連携工作も具体化しつつあった。シーナによる暫定政懸案は、 太平のリークにより潰された。この段階で、シーナは、ホリシュゲルによる暫定政権を決意するが、ホリを指名した場合、暫定政権案が潰されることを分かった上でホリを指名し、結局はシーナにお鉢が回ってくることを狙ったと見られるため、ホリ暫定政権案も断念することになった。結局シーナは長老による暫定政権ではなく、三木、福田、太平。 中曽根という実力者の中から後継を指名することになった。11月30日、椎名は、三木、福田、太平、中曽根との5者会談の席で、まず後継総裁候補は、実力者4名しかいないことを告げた上で中曽根を、進行役に指名した、5者会談では、幹事長、財務委員長、経理局長を、総裁派閥から出さないことなどを確認した。そして、 シーナは翌12月1日に後継総裁について結論を出したいと話した。最終的にシーナはミキの指名を決断する。理由としては、まずミキは池田内閣時代に党組織調査会長としてミキ闘神をまとめており、田中内閣の閣僚を辞任して党金大化を訴えていて、クリーンミキこそ金権問題で退陣に追い込まれた。 田中の後始末を行うにふさわしい人物と考えられたことが挙げられる。続いて、三木は当時船田中に次ぐ37年余りの議員経験を有しており、椎名が暫定政権の主犯として考えていた、長尾博吉、堀茂、前尾茂三郎らよりも議員経験が長かった。長老による暫定政権案が潰された椎名にとって、三木は、 長老議員に準じる存在となり得た。また、実際問題として幹期以外指名できる人物が自民党内に存在しなかったことも理由として挙げられる。まず中曽根はこの時点では総裁就任を狙わずに朝廷役となっていた。世論の激しい批判を浴びて対人に追い込まれた田中と親しい太平を指名することは田中竜政権を指名したとみなされて自民党にとって 大きなマイナスとなるのは明らかであった。また大平が、シーノ暫定政権案をリークしたことは、シーナの心象を害していた。一方福田は田中と激しく対立しており、三木とは異なり公然と田中を批判していた。そのような福田を指名すれば田中派、太平派の強い反発は避けられなかった。また、シーナと福田との間には1962年の、 旗手派分裂時からの確執があり、まだ尾を引いていた。そして党内で激しいツバぜり合いが続く情勢下で、総裁公選を強行すれば、福田、大平らの泥試合となることが明らかであり、自民党のさらなるイメージダウン、そして分裂の危機をも呼び寄せかねなかった。暫定政権案がことごとく流れてしまった上、4人の実力者の中で残された人物は、ミキであり、 総裁公選を行い得ない状況ではミキを指名するしかなかった。ミキは少数派閥の領収であり、その党内基盤の脆弱さが逆に幸いした面もある。シーナも田中もミキならば組みしやすいと判断したのである。最後に、戦術のようにミキは野党、とりわけ民社党との連携の話が具体化しつつあった。党分裂の目を積むためにもミキの指名は効果的であると言えた。 11月30日の夜、シーナは、産経新聞記者の藤田義郎に対し、三木氏名の最低分の起草を要請した。藤田は、三木邸を訪れ、明日のシーナによる最低は、三木氏名となることと最低分の起草を依頼された、ことを伝えた。三木は、藤田君、その最低分は後世に残る天下の名文に、しなければならん。僕が書く。徹夜してでも僕が書く。 と言い,い、12月1日の朝にミキと藤田の案文を付き合わせた上で総案としてまとめ、最後にシーナの添削を受けて最低文とすることになった。この時のシーナが添削したのは、ミキが藤田に正解最長老のミキ武雄という語句をつけてくれという要望を入れた原稿をシーナが気づき最長老の最の字を削った箇所だという。藤田の回想によれば、 ミキの原稿は、ミミズが張ったような文字であったという。そして、日付が変わる頃、ミキは妻、ムツや子供たちを寝室に呼び寄せ、大変なことになるかもしれないと告げた。12月1日、前日に引き続き開催された五者会談の冒頭、シーナはミキを後継に推薦する最低文を読み上げるとすぐに席を立った。最低を受けて、ミキは、聖典の壁歴と語り、 意外な結論であるとしたが、実際は事前に自らが指名されることを知っていた。裁定直後、三木は福田と会談して、三木内閣は君との共同内閣のつもりであり、経済問題は一任したいと切り出し、福田から裁定受け入れを確認した。話し合い決着を主張していた福田に、椎名な裁定を拒絶する、大義名分はなかった。中曽根派も12月1日に、 最低受け入れを表明し、佐藤栄作ら党顧文や、水田派、石井派などの中間派も最低受け入れを明らかにした。一方田中派と太平派は、椎名最低をすんなりと受け入れようとはしなかった。しかし田中派は領収である田中の金脈問題が混乱のきっかけとなったこともあり、最低に強く反発することはできなかった。また先日のように、 党内基盤の弱い幹は田中にとって、組みしやすい相手と思われた。一方大平はあくまで公選での総裁選出に、こだわり、役員会、総務会という党の正式な機関で承認された上で、自らの結論を出すとした。しかし幹派、福田派、中曽根派が早々に、最低受け入れを明らかにし、中間派や党古門、そして田中も、 最低受け入れの意向を示す中では大平も抵抗を続けることはできず、シーナ裁定を受け入れざるを得なかった。なお、シーナ裁定に対して、二階堂を進む幹事長らと三役は、最低について事前に全く相談を受けておらず、当期間の軽視であると猛反発し、12月2日には辞任するとした。しかし、党三役は、各方面から移住され、結局辞任はしなかった。 こうして、シーナ裁定に対する自民党内の反発は、沈静化し、ミキが田中の後継総裁となることが確定した。ミキは12月4日に開催された自民党両院議員総会において、全会一致で第7代自由民主党総裁に選出され、党役員人事と組閣に着手することになった。難航した、組閣正式に自民党総裁となったミキは、まず党役員を選出した。 まず決定したのは中曽根の幹事長就任であった。中曽根は新総裁の下での幹事長就任を狙っており、早い段階で後継総裁候補から降りていた。五者会談で交わされた総裁派閥から幹事長を出さない約束もあり、中曽根幹事長がまず固まった。続いて三木は椎名副総裁の留任を要請した。これは椎名裁定で、 三木が指名された経過からしても続投は自然な成り行きであり、あっさりと決定した。難航したのが総務会長と政調会長であった。三木は田中派の西村栄一を総務会長にしたいと考えたが、西村本人から誇示された。そこで福田派から推薦された松野来蔵を総務会長、太平派から推薦された宮沢桐一を政調会長とすることで決まりかけた。 しかしシーナが、ナダオ・ヒロキチを、当三役とすることを提案したため、ナダオが、総務会長、松野が、政調会長となり、宮沢は、外相となった。組閣では、まず福田の、副総理兼経済企画長長官が決定した。これは、シーナ低直後、ミキは福田に対して、君との共同内閣のつもりであり、経済問題については一任したいと語っていて、福田も、 三木の意向を受けていたことから、すんなりと決まった。党内基盤が弱い三木にとって、福田の協力は不可欠であり、まず福田の協力取り付けを図ったのである。農林大臣には、安倍慎太郎を起用し、安倍の父、安倍博士と三木は同志でこの起用は、友情からと囁かれた。三木は中曽根派の孔の傭兵を環境庁長官に、 大倉官僚出身の鳩山一郎の入閣を希望していた。また宇都宮徳馬の入閣も検討していた。しかし、河野の入閣には反対が強いため見送られ、参議院議員の鳩山の入閣は、参議院からの入閣予定者は、参議院議員会長が推薦するという慣例に反し、やはり強い反発を受けたために見送られた。そして、 北朝鮮の近日政政権に近く韓国の僕、正規政権に対する批判を続けていた、宇都宮徳馬の入閣は、親韓国派のシーナの強い反対で頓挫した。またシーナはシーナ派の閣僚候補としてミキが希望した、元衆議院副議長の長谷川史郎ではなく松沢、雄造の起用を求め、松沢は行政管理庁長官として入閣した。このように、ミキの組閣構想は、 多くの修正を余儀なくされた。三木派からの閣僚でも、三木の人事構想は変更を余儀なくされた。三木は三木派からの閣僚として、当初官房長官に、海部都市機、労働大臣に、石田博秀を入閣させる予定であった。また官房副長官には、西岡健雄の起用を予定していた。しかし三木箱参議院である。 井出一太郎と川本俊夫が三木に入閣を直訴したため、結局井出が官房長官、川本が通産省、海部が官房副長官となり、西岡は組閣構想から弾き出されることになった。なお入閣予定が流れた河野洋平と西岡武雄は2年後に新自由クラブを結成して自民党から離党し、初入閣するまで河野は11年。 週間は14年待つことになる。三木は当初描いていた人事構想が交代を余儀なくされる中で組閣で独自色を出すために民間人からの閣僚投与を検討した。三木は鶴重人を文部大臣とすることを検討したが鶴が固辞したためやはり三木のブレーンの一人であった民間人の長井道夫が文部大臣となった。また入閣が決まった。 人物同士でもポストの入れ替えが起きた。当初の予定では、坂田道田法務大臣、稲葉治防衛庁長,長官であったものが、稲葉の防衛庁長,長官就任に難色を示す声が上がったため、坂田と稲葉のポストが入れ替えとなった。これは、後のロッキード事件の際、稲葉法省が事件究明に積極的に動いたことを考えると大きな意味を持つ人事となった。 結局1974年12月9日に発足した三木内閣は中間派を含む派閥均衡、当選回数重視、参議院からの複数閣僚採用というこれまでの自民党内閣と基本的に変わらない人事となった。なお石井派、椎名派、水田派、船田派といった規模の小さな中間派も閣僚ポストを得て、 当時の自民党すべての派閥から閣僚を取ることになったが、これは、椎名副総裁による最低で政権の座につくことになった三木にとって、中間派を含めた各派の協力を仰がねばならず、また、田中金脈問題で自民党に対する国民からの信任が大きく揺らぐ、中で挙党一致して総裁である三木を支える体制を作る必要があったためである。また、岸内閣で、 藤山愛一郎が外相となって、以来、長井道夫が文章となって17年ぶりに民間人が閣僚となったことも特徴の一つであった。小派閥を率いながら、自らの存在感を高めていくという幹の政治手法は、シーナ裁定を自らの使命へと導き、政権獲得には繋がったものの、政権基盤の弱さは組閣の難航にも現れており、今後幹が、 政権運営に苦心していくことを示していた。三木政権の施策公職選挙法、政治資金規制法改正と自民党総裁選、改革問題内閣総理大臣に就任した頃の肖像写真、田中の著しい金権体質が国民の激しい批判を浴びた後を受け、三木はいわば緊急避難的に首相となった。椎名が三木を指名した最大の理由は、 田中の近権問題で深く傷ついた自民党を再建できる人物と判断したからであった。1937年の衆議院議員発党選時から政治の浄化を強く訴えていた三木は自民党の有力政治家となった後も池田内閣時の三木闘神、これまで3回の総裁選立候補時、そして田中内閣の閣僚辞任後と自民党の近代化、そして 政界の浄化を訴え続けていた。三木政権開始時の内閣支持率は、歴代自民党内閣のスタート時と比べて、特に高い支持率ではなかったが、人心は完全に離れてしまっていた、田中政権末期に比べると大きく盛り返していて、ある程度の世論からの支持を受けることに成功していた。三木は、世論の支持を背景に、政治浄化と公正な社会ルールづくりという、 自らが考える政策実現に向けて動き始める。ミキは自民党総裁に選出された1974年12月4日の自民党両院議員総会の席で5つの政治課題を挙げた。当時日本はオイルショックの影響でインフレと不況の真っ只中であった。そのような厳しい経済状況下での総裁就任であったが、ミキは5つの課題の筆頭に当近代化。 政界上化を挙げた。1974年12月9日に成立した三木内閣発足直後、閣議の席で三木は自らが温めてきた政治改革試案を配布した。当時の閣議は事前の事務次官会議で承認を受けた案件のみが議題に乗る観光になっていたが、政治改革の実現に執念を燃やす三木は事務次官会議を経ることなく政治改革試案を閣議に、 図った。2001年の内閣法改正により、内閣総理大臣は内閣の重要政策に関する基本的方針などの案件を発議できると定められることになったが、当時慣例であった事務次官会議を通さずに閣議に案件を図った。三木の手法は内閣法改正を先取りしたものとも言える。三木の政治改革試案は閣議で了承され、 法安定室の手続きが始まった。続いて、三木は12月26日には、自らの資産を公開し、さらに翌27日に、党基本問題、選挙調査会長の椎名に、国会議員の推薦による、立候補と全党委員による、予備選挙実施を骨子とする、自民党総裁選の改正、企業献金を廃止して、個人献金のみとする、政治資金規制法改正、 そして選挙公営の拡大、連座性を強化して、選挙違反の取り締まりを厳しくするなどの公職選挙法改正についてのミキシアンを提言した。ミキシアンは7月に田中内閣の閣僚を辞任した後、自らのブレーンである専門家の意見を参考にしながらまとめたもので、直ちに実行できる法案形式にまで整えられたものであった。1975年4月、 公職選挙法改正案、政治資金規制法改正案は相次いで衆議院に提出された。公職選挙法改正案は、まずかねてから是正が求められていた、選挙区ごとの議員定数不均衡の問題について、定数を20増やして、衆議院議員の総数を511とし、5つの選挙区の分区を行った。続いて、選挙公営を拡大し、さらには立候補者が、 自らの選挙区への寄付を禁じた。そして、政党の機関紙など、文書配布への規制を強化した最後の部分の改正は、共産党、公明党が強く反対したため、規制を当初の政府案よりやや緩くした、社会党、民社党の修正案が成立した。公職選挙法改正案では、三木が当初考えていた小切手による選挙費用支弁の義務化による、 選挙費用の透明化と選挙違反の裁判の迅速化は反対が強く当初の政府案に載せることもできなかった。一方政治資金規制法改正案は自民党内から政治基盤となる資金源にメスを入れるもので自民党の弱体化につながるとして強い反対の声が上がり審議は難航した。ミキは当初3年以内の企業献金全廃を目指したがこれは 自民党内からの激しい抵抗にあって早々に引っ込められた。結局、これまで政権がなかった政治献金について、企業や労働組合など団体からの献金、そして個人献金に上限額を設け、各政治団体は選挙管理委員会内市自治省に収支報告を義務付け、さらに一定額以上の献金があった場合、献金した個人名、企業、 団体の名を公表することとした。この政治資金規制法改正案は政治家が持つことができる、政治団体の数に制限がないなどの抜け道も多かったが、九百七十五年七月四日の参議院本会議の採決の結果、可否度数となり、河野健造議長が議長決裁で賛成としたためかろうじて成立した。政治資金規制法改正によって、これまでのように、 政治献金が集めにくくなるなどの効果もあったが、政治資金パーティが発達するなど、より巧妙な政治資金集めが盛んになる事態も発生した。二期の政治資金規制法改正案は、近県政治からの脱却を目指したものであったが、政治腐敗をもたらす根本的な制度面などの検討が不十分であり、近県政治からの脱却という目的から見て、 最も適切なやり方であったのか疑問との意見がある。一方、ミキとしては政治改革は継続して取り組むべき課題であり、首相退任後も連座性強化など政治改革についての活発な提言を行っていた。ミキ以降にもリクルート事件、佐川急便事件など政界を揺るがす汚職事件が続発し、政治改革が大きな政治課題として取り上げられることになる。 経過からも、三木の政治改革への取り組みの先駆性を評価する意見もある。公職選挙法改正案と政治資金規制法改正案は曲がりなりにも成立したが、三木が目指した自民党総裁選の制度改正は暗証に乗り上げた。三木の総裁選改革は全党員による総裁予備選挙の実施を行い、その後に国会議員による 本選挙を行うことを目指したが、田中派や太平派を中心に強い反発が起きた。とりわけ太平は、当近代化を訴える三木が、密室政治の極みとも言えるシーナ裁定で、総理総裁の座を手に入れたことに抜きがたい、不信感を持っていた。総裁選の制度改正は、三木政権下で論議が続けられたが、1976年に入ると、 ロッキード事件の煽りを受けて事実上の棚上げ状態となり、続く福田政権への継続課題となった。全党員による総裁予備選挙の導入は1977年4月になった。しかし、全党員による総裁予備選挙は、党員の末端まで派閥が浸透するという弊害も招いた。独禁法改正と自民党内からの反発による、 断念公職選挙法改正案と政治資金規制法改正案、そして自民党総裁選の制度改正とともに、幹が熱意を見せたのは独占禁止法改正であった。背景としては、オイルショック時に起きた便乗値上げや、売り惜しみ、価格カルテルといった反社会的とも言える企業行動に世論の非難が集中したことが挙げられる。 公正取引委員会は九百七十四年九月に独占禁止法改正案の骨子を発表しており、ミキは自由主義経済における公正なルール確立を目指し、公正取引委員会案をもとにした独占禁止法改正を提案することになった。ミキが当初考えていた独禁法改正案は、独占的状態にある企業の分割など、独占的状態の排除措置を行うことや、 違法カルテルによって得た利益に対する課徴金、そして会社、金融機関の株式取得制限などが盛り込まれていた。これらの改正は日本経済の根幹に関わるものであり、三木が独禁法改正に取り組むことが明らかになると消費者団体などからの賛成意見、そして財界、自民党などからは反対意見が出され、賛否の論議が高まった。 財界の反対意見は、オイルショックによる深刻な不況の影響を受けて、日本経済が危機に陥っている中で、企業活動の活力を奪い、国際競争力を失わせる、独禁法改正を行うことは認められないという意見であった。ミキを指名したシーナも、ミキの独禁法改正を厳しく批判し、これ以降ミキとシーナの関係は悪化していくことになる。財界そして、 自民党内の反対を受け、独禁法改正案は大幅に修正され、財界にとっても実害はないとの意見が出されるほど、美温的なものにまで交代した。ところが、大幅に修正された、独禁法改正案に対し、野党側は理念の交代を批判し、また財界も、未期の政治姿勢への警戒感を緩めなかった。シーナの意向を受けた、中曽根幹事長は、 独禁法改正案の成立断念を示唆した。しかし三木は猛然と巻き返し策に打って出た。三木は山中貞の自民党、独禁法問題調査会長らに協力を要請し、さらに自ら野党幹部にも連絡を取って、独禁法改正案の成立を図った。その結果、野党の修正案により与野党合意が成立し、独禁法改正案は衆議院を通過し、法案は 参議院に送られた。独禁法改正案は参議院に審議の場が移ったが参議院自民党では野党の力を借りて独禁法改正案の成立を図る幹の政治手法に対する批判が沸騰した。新日鉄元副社長の藤井日之江馬らが中心となった強硬な反対派が結成されるに至り、結局独禁法改正案は参議院で審議未了。 廃案に追い込まれた。三木を支えることを期待された、副総理の福田は、三木の理念を重視する政治運営に距離を置き、経済問題に専念していた。そして幹事長の中曽根は、椎名副総理の意向を受けて、独禁法改正案成立断念を示唆するなど、三木を支えるよりも、党内情勢を見ながらの政治運営を行っていた。田中派、太平派との連携が、 望み薄の情勢下で、三木が協力を期待していた、福田、中曽根とも、三木を積極的に支えようとはしなかった。また自民党内で、三木が苦境に追い込まれた理由の一つとして、三木を支える三木派は、中小派閥で力不足であった上、人材不足も深刻であったことが挙げられる。1975年の憲法記念日に、改憲派であった稲葉治法長が、 自主憲法制定の集会に出席したことを国会で野党から追及された際、稲葉は自らは会見論者で現行憲法は欠陥憲法であると答弁し、野党からの集中放火そして自民党内からも辞任論が出て国会が紛糾した。国会の混乱は法案審議に影響したが、結局野党からの追及を交わして、三木は稲葉を守った。 しかし主に事態収集に当たったのは福田派の松野政調会長であり、三木派議員の動きは鈍かった。稲葉法証問題解決の経緯は、三木を補佐する有能な調整役がいないという問題を露呈した。公職選挙法、政治資金規制法改正、独禁法改正問題が大きくなっていた1975年6月16日、佐藤栄作元首相の国民総の席で、 ミキは第二法外国党の党員に顔を殴られる事件が発生した。ミキは倒れ込んだものの大きな怪我はなく、国民層は予定通り進められた。なお、ミキ夫人の息子は第二法外国党の赤尾、サトシと兼ねてからの知り合いで、事件後ム子は赤尾、サ氏に対して直接抗議をしたという。ミキには警視庁の警察官が護衛として配置されていたが、 やや離れた場所にいた上に、幹の進行方向ばかりに気を取られ、防寒への対応が遅れた。このため警視庁は、新たな要人警護の組織を作ることになり、3ヶ月後にセキュリティポリスが創設された。党内主流派との妥協公職選挙法改正、政治資金規制法改正、独禁法改正と並んで、三木政権の重要課題とされたのが、経済再建と、 財政危機への対応であった。三木は経済政策については福田、副総理兼経済企画庁長官に委ねたが、福田と田中内閣から留任した太平蔵省との間に経済運営をめぐって対立が表面化した。福田はインフレ抑制を優先して総需要抑制策を継続させた。厳しい経済情勢下では当然財政支出の 切り詰めも図ったが、物価が高騰する中で、歳出削減は困難を極めた。歳入欠陥を恐れた大平は、公共料金の引上げを考えるが、物価への影響を恐れる福田は引上げに否定的で、あった。結局、電信、電話料金の据え置き、酒、タバコ、郵便料金の引上げという妥協が成立した。しかし酒、タバコ値上げ法案は、 公職選挙法改正、政治資金規制法改正、独禁法改正についての審議の煽りを受け、廃案になってしまった。結局当てにしていた酒、タバコ値上げによる収入が得られなくなったこともあって、大幅な歳入不足が発生し、大平は未に対する不信感を深める結果となった。公職選挙法改正、政治資金規制法改正、独禁法改正問題や、 タバコ値上げ法案の廃案という事態の中、自民党内では、半ミキの動きが、顕在化するようになった。ミキとしても、体制の立て直しに乗り出さざるを得なくなり、自民党内のミキを批判する勢力に対する、誘和策をやつぎばやに実行していく。まず避け、タバコ値上げ法案の早期成立を図るため、臨時国会の早期召集を決定した。これは、 大平増省に対する誘和策であった。そして、独禁法改正案の臨時国会提出を行わないこととして、シーナ副総裁に対しても誘和策を取った。そして、党内の保守派に対しての誘和策として、8月15日の終戦記念日に首相としては、戦後初めて靖国神社に指摘参拝した。なお、同年11月21日を最後に、 昭和天皇の靖国神社参拝は途絶えることになるが、天皇の靖国神社参拝が途絶えた理由として、三木が靖国問題を政治問題化したためという説と、元宮内庁長官であった富田朝彦のメモを根拠とする永久戦犯の靖国神社合志問題の影響であるとの説がある。また、死因裁定の当日に三木が 親台湾派のシーナに持ちかけた話ではあったが、7月上旬に台北で日韓民間航空に関する協定が調印され、1974年4月の日中航空協定調印を一時中断していた日本と台湾間との航空路が復活した。そして9月には近大中事件により中断していた日韓定期閣僚会議が再開されて日韓関係の改善を進めた。 このようにミキは、党内保守派が重視する、台湾、韓国との関係改善を進めたが、これは、党内批判勢力への融和策の一環でもあった。ストケンスと問題1945年に、制定された労働組合法では、公務員、公共企業体職員のストケンは認められていたが、1948年、2.1ゼネストの影響で GHQ によって、 スト圏が認められなくなった。1970年代に入り公務員や公共企業体職員による公共企業体等労働組合協議会はスト圏の奪還を闘争目標として掲げ、1971年に国鉄労働組合、国鉄動力者労働組合がスト圏の奪還を訴えるストライキを行い、その後毎年スト圏奪還を 逃走目標とするストが行われるようになった。田中内閣時代の1974年になると、労働運動のナショナルセンターである、日本労働組合総評議会もスト権奪還を主要目標と定め、3月から4月にかけて、スト権奪還を目指すストが行われた。結局政府と組合側との協議の結果、組合側の意見を聞きながら、スト権問題の解決を図り、 1975年秋を目途に結論を出すとした了解事項がまとまった。田中政権は公共企業体等関係閣僚協議会と専門委員懇談会を発足させ、スト圏問題についての協議を進めた。結局田中政権では、スト圏問題の解決はなされず、三木政権への継続課題となった。三木は、スト圏問題について、 条件付きでスト権を付与する考え方を持っていた。ミキの考え方の基本は、まず労働者に、労働三権の一つである葬儀権を認めないのは、まずいという原則論とともに、この問題の主観官庁である、労働省の条件付きスト権付与という意見を尊重するという二点であった。首相の幹以外でも、長谷川新労働大臣、そして、福田副総理権経済企画庁長官も、 条件付きスト権付与を認める考え方であった。一方中曽根幹事長らはスト権付与に反対していた。田中内閣時代のスト権問題について1975年秋を目途に結論を出すとの期限が迫る中、専門委員懇談会での話し合いが進められていった。そのような中、厚労協は11月1日に政府側にスト権奪還を改めて強く要求し、 10日には要求が受け入れられない場合には11月26日から10日間のストを決行することを決めた。田中内閣時代に選任されていた専門委員懇談会はもともとスト権付与に反対の委員が多かったが政府と厚労協との対立が激化する中スト権付与に反対する意見が強まっていた。三木は厚労協の10日間のスト計画に対し スト権付与問題が解決しないままで行うストは違法であり容認できずストを行った場合には厳正な処罰を行うとした。この点については強硬派の中曽根らとの意見の隔たりはなかった。政府側と厚労協との話し合いは平行線をたどり結局11月26日ストンストに突入する。スト突入当日専門委員懇談会は 条件付きストケンストを認めない意見書を公表した。また、三木内閣の閣内でもストケンフヨに否定的な意見が高まってきた。さらに田中派、太平派がストケンフヨに反対を明確にし、当初は必ずしもストケンフヨに否定的ではなかったシーナ副総裁もストケンスト突入前後にはストケンフヨに対し強固な反対派となった。三木は、 専門委員懇段階での結論、閣内及び、党内の大勢となった、スト権付与反対意見、さらに大規模なストンストが行われている最中に、スト権付与を認めることは、ストに政府が屈したとの印象を持たれることも考慮し、この段階で、スト権付与を認めることを断念した。ミキはこの段階での公務員、公共企業体職員へのスト権付与は断念したが、 将来の付与には含みを残したいと考えた。しかし、ミキの意向は、シーナラの反対で形にすることはできなかった。ミキは、党内基盤の弱さもあって、自らの条件付きストケン付与の意向を、実際の政策に反映させられなかった。結局政府から、全く情報を得られないまま12月3日に、ストケンストは中止された。不強化で、 公労協が行った長期ストは世論から強い批判を浴び、総評内においても民間企業の労働組合からの支持も弱かった。結局観光労は親方日の丸といったマスコミなどからの批判を浴び、さらに政府当局からの大量処分、損害賠償請求を受け、大型ストを行う体力が失われることになった。ライフサイクル計画未期は高度経済成長後の日本では、 安定成長、福祉向上を目指す必要があるとして、経済は、量の拡大から、生活中心、福祉充実といった質の向上への転換、新たな労使関係、労働観光の確立、教育の重視などが重要であると考えていた。このような三木の政治理念、政治方針を踏まえ、三木内閣では、池田内閣での所得倍増計画、 田中内閣での日本列島改造論にあたる目玉の経済政策としてライフサイクル計画が立案された。1975年1月頃首相になったばかりのミキは自らのブレーン集団である新経済政策研究会から国民が求めている福祉社会のビジョンを打ち出すべきとの提言を受けた。ミキはこの提言に賛成し、これが ライフサイクル計画立案のきっかけとなったとされる。ミキは衆議院本会議の答弁で1975年度中にライフサイクル構想を作成して1976年度からは社会保障の長期計画を立てたいとの意欲を示した。この頃から新聞史上でもミキがライフサイクル計画に意欲を示していることが報道されるようになった。 ライフサイクル計画は六十歳までの定年延長、六十五歳までの再雇用、六十五歳以降は年金で生活できるようにして、生涯を通じて安定し、生きがいのある生活を営めるようにするなどという内容も明らかになってきた。一方、年金制度の抜本的な改革の必要性や、膨大な財源確保など、ライフサイクル計画が正式に発表される前から、 課題が指摘されていた。ライフサイクル計画は、ミキのシンクタンクである中央政策研究所が、総勢9名の経済学者、社会学者に依頼し、ミキへの個人的な提言として取りまとめられた。計画はこれからの日本が目指すべき、福祉社会の展望を示したもので、人の生涯を通して、経済的、社会的不安がないよう十分な保障を与え、 皆が安心してその人らしい一生を送れることを目的とする今後の福祉政策の基本構造を提唱していた。二期に提出された提言では、まず自助、相互扶助を原則としながら、政府が国民の一生の各段階で必要となるナショナルミニマムを提供すること。そしてナショナルミニマムを超える部分は自助の努力で切り開くことを進め、自己責任に基づく、 創意工夫が必ず報われるシステムを社会制度に組み込むことを目指した。具体的には、教育、住宅制度、雇用、年金、医療など、人の一生に関わる様々な社会的な仕組みの中には、不十分かつ中途半端なものや問題が多く改善を要すものが多いとして、全体をシステム化し、現行の様々な制度の再編成と充実を図り、 さらに新たな制度の導入も進めるとした。それにより、誰でも努力をすれば、家を持てる制度、新しい労働観光と誰でもいつでもどこでも学べる、教育制度、誰でもナショナルミニマムを保障される、社会保障制度、そして誰でも安心して、老後を過ごせる社会の4点の確立を大目標とした。ライフサイクル計画の基本的な考え方としては、まず、 日本社会と経済には、高度経済成長がもたらした社会的変化に対する、対処、欧米追従という大目標の創出後に、どう対応するか、脱産業化に、どう対処するかという三つの課題があるとした。このような課題の克服には、新しい日本的システムとして、個人と社会の調和を進めるべきであるとした。ミキもライフサイクル構想に基づき百七十六年一月の、 市政方針演説で英国型、北欧型でもない日本型の福祉政策を目指すとした。1975年8月、三木は軽井沢の別荘でライフサイクル計画の最終的な詰めを行っていた。計画がまとまり次第自民党内に調査会を設けることになっており、調査会長は船田中が内定していた。しかし、福田副総理兼経済企画庁長官が 下手をすると、日本列島改造論の二の舞いになると指摘するなど、自民党、関係省庁のライフサイクル計画に対する目は、冷ややかであった。ライフサイクル計画でまず問題とされたのが財源で、あり、財政難の中で財源の裏付けなくして、このような計画を遂行するの困難であるという、意見が出された。また選挙目当ての人気取り政策であるなどと野党。 などから批判を受けることを懸念する声も上がった。そして、ライフサイクル計画が、ミキが、自らのブレーンである、学者グループに寄贈させたものであることは、官僚機構からの反発を招いた。ミキは8月12日の記者会見でこれらの批判に、対し、選挙目当ての人気取り政策ではなく、長期的に検討を重ねた上で、将来的には一大政策として実行していこうと、 構想しているもので、まずは財政負担のない定年延長あたりから取り組んで行きたいと説明した。1975年9月9日、中央政策研究所は未期にライフサイクル計画を提出した。9月18日には官房副長官を長とした生涯設計計画検討連絡会議が発足し、翌19日に第1回会合が開かれた。 しかしその後の動きは鈍く、第2回会合は翌1976年4月8日まで開かれなかった。それでも第2回の会合で社会保障、生涯教育、住宅、労働の4分科会が設置され、各テーマについて検討が進められた。ライフサイクル計画は1977年度からの計画具体化を目指したが、既存制度との整合性をどう取るのか 年金などの社会保障制度に対する国民負担について国民的合意は取り付けられるのかなど提言の実行に向けて多くの問題が浮上した。そしてライフサイクル計画の発表は政局の重大局面と重なったこともあって自民党内でも計画そのものに対する意思統一を行うことも困難であり、また未期のブレーンである。 学者グループの作成したライフサイクル計画に対する官僚の反発も根強く、結局ライフサイクル計画は目立った成果を上げることなく、幹の退陣と共に忘れ去られることになった。ライフサイクル計画は高齢化社会が始まり、高度経済成長からの転換期を迎えていた、当時の日本において、欧米追随型ではない、新しい日本の産業社会の成立を理想とし、 日本の福祉政策の将来像を提示していた。その中には定年の延長、労働観光の見直し、公的年金制度、保健医療などといった、その後も日本社会で大きな問題となる課題に対する貴重な提言も含まれていた。しかし積極的な福祉拡大派からは事情を重視しすぎた結果、公的な支援の枠組みが貧弱であり、 また身体障害者など正常なライフサイクルに乗れない人たちへの配慮に欠けるとの批判を受け、福祉拡大に対して消極派からは逆に、ライフサイクル計画は社会主義に通じ、勤労、自女の意欲を奪い、また財政負担を増大させるとの批判がなされた。結局ライフサイクル計画は具体的な成果を上げることはできなかったが、計画の中で唱えられていた。 日本型福祉の考え方は、1980年代以降の行政改革に受け継がれていったとする意見も、ある。防衛政策防衛庁長官の坂田道田を、信頼していた三木は、三木政権下での防衛政策の遂行を全面的に、坂田の手に委ねた。坂田は1975年3月の参議院、予算委員会の席で、社会党の上田明議員から、有事の際に、 日米間でシーレーン防衛に関する秘密の取り決めがあると追求された際、秘密協定の存在を否定した上で、文民党制下で日米の防衛協力についての話し合いを進める必要性を逆提起した。8月にアメリカのシュレ・シンジャー国防長官が来日して、坂田長官と会談し、日米防衛協力について協議する日米。 防衛協力小委員会の設置が決まった。坂田は防衛事務次官として久保拓也を起用した。久保は防衛庁防衛局長時代、基盤的防衛力構想を唱えていた。これは正面装備、補給体制などに加えて国民の国防意識、防衛関係の法令整備など防衛体制の全体的なバランスを重視した平和時の防衛力構想であった。 坂田長官の下で、久保は防衛白書の刊行を再開し世論への働きかけを行うとともに、民間有識者による防衛庁長官の指摘諮問機関である防衛を考える会を発足させた。防衛を考える会では防衛力整備に関する坂田長官宛ての提言を行い、この提言をもとに防衛計画の対抗が作成されることになった。 防衛計画の対抗では、これまでの年次防衛計画が脅威に対応する形で作られていたのに対し、日米安保条約によって、日本の安全は基本的に米軍によって守られていることを踏まえ、自衛隊の任務は、米軍の手がなかなか回らない、小規模な侵攻への対応であるとし、日本の防衛力は、このような小規模な侵攻を抑止できる水準で良いと、した。 このような防衛計画の対抗が策定された背景には当時デタントが進み東西の緊張が緩んでいたこととオイルショック以来続いていた厳しい不況下で国の財政状況も厳しく防衛予算の拡充が困難であったという事情があった1976年10月防衛計画の対抗が閣議決定され11月には防衛費増額の 歯止めとして防衛非対 GNP1% 枠が閣議決定された。しかしこの防衛計画の対抗には間もなく大きな問題が浮上する。まず防衛力整備の基準を日本に対する脅威に対応する形としないことについて自衛隊の征服組からの反発を招いた。そして対抗の前提となったデタントも次第に米ソ間の緊張が再び高まるなど、 流動的になってきた。そして一番の問題は、予算や世論への配慮もあって、米国に依存した中で限定した、防衛力整備を目指すという方針は、日米安全保障関係の重要性をさらに増す。結果となり、アメリカが日本に対して防衛力強化を求める、格好の足がかりを提供することにつながった。防衛計画の対抗と防衛非対 GNP1% 枠の、 閣議決定、とりわけ防衛非対 g n p 一パーセント枠の決定は反戦、平和の観点から未期政権の業績と評価する意見がある一方、日本が自分自身の手を縛る決定を行ったとして批判する意見がある。一方、防衛計画の対抗の決定は、軍事大国を否定した防衛力整備構想の完成であるとともに、世論に自衛隊の存在の認知を進め、 日米防衛協力体制の強化をもたらしたとして、中村で内閣で行われた、防衛非対 GNP1% 枠撤廃などの、軍閣への足がかりを築いたとの評価もある。また、武器輸出3原則については、武器輸出を慎むと表現を用いて、武器輸出の禁止、または、一切しないという表現ではなかった。この、慎むという表現には、 国際紛争を助長させない場合は、慎む必要がないということも含意されていた。対米関係などミキの外交政策首相となったミキは、1975年1月24日に、言った施政方針演説の中で、日米関係の安定が日本外交の基軸であるとした上で、オイルショック後ということもあって、中東問題への対処、そして日ソ、 日中関係の課題について触れていた。三木は田中前政権が成し遂げた日中国交回復を受けて日中平和友好条約の早期締結を目指したが日中間の交渉は中国側が反派遣について条約に盛り込むよう強く求めソ連を刺激することを恐れた日本側が難色を示したことから難航した。その上に三木政権が 日体間の航空路復活など、日体関係の修復に動いたことに対しても、不信感を強めた。ミキは、中国の求める、反派遣条項はソ連など、特定の国家を指すものとしないことを条件に、反派遣を日中平和友好条約に盛り込む、妥協案を提示するが、中国側は納得しなかった。ミキは粘り強く交渉を続けたが、1976年に、 入ると、中国では、周恩来の死去、東小平の失脚、毛沢東の死去と、政治的に、極めて不安定な状況に陥り、一方日本でも、ロッキード事件の処理に追われるようになって、日中とも、平和条約交渉どころではなくなり、三木内閣での平和条約締結は達成できなかった。また三木は、日ソ平和条約の締結にも、意欲を見せたが、 こちらも交渉は全く進まず、1976年には、ソ連のミグ25戦闘機が領空侵犯した上、函館空港に強行着陸するベレンコ注意亡命事件が発生し、ベレンコ注意はアメリカに亡命した上に、アメリカの技術協力のもと、ミグ25を解体調査の上でソ連に引き渡したことにより、未規制権下での日ソ関係は悪化した。自民党内では、 三派とされていた三木であったが、三木政権下では、日中、日ソ関係に大きな進展は見られず、逆に、日米、日韓、日体の関係強化が図られた。三木は3月に、外相の宮沢基一を訪米させた。まず宮沢は、アメリカ側と日米の安全保障に関して、日米安保条約の堅持、日本が核攻撃を受ける事態に陥った場合、アメリカの核が、 抑止力となること。日本が攻撃を受けた際にはアメリカが日米安保条約の取り決めを重視することと、日本側も日米安保条約における約束を果たすことを確認した。なお、日本が核攻撃を受けた場合、アメリカの核が抑止力となることの確認は、核拡散防止条約の批准問題が関わっていた。ミキは、 各拡散防止条約への早期批准の意向を示していたが、核保有国をアメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の5カ国に限定し、それ以外の国の核保有を禁じるという、既存核保有国に一種の特権を認める不平等性を問題視し、批准に反対する意見もあった。核攻撃時のアメリカの支援を確認することで、核拡散防止条約を批准して、 核の保有を放棄しても、日本の安全保障が確保できることを確認し、核拡散防止条約は、未木政権下で批准にこぎつけた。宮沢は、日米の安全保障問題の他に、崩壊状態となっていた南ベトナムなどの、ベトナム情勢、そして中東情勢について、意見を交換した。そして8月上旬に、三木首相がアメリカを訪問することを決定するとともに、 秋に予定されていた天皇皇后の訪米に関して天皇皇后から報道大統領にお会いするのを楽しみにしている胸のメッセージを伝えた。宮沢外相の訪問時崩壊寸前であった南ベトナムはその後間もなく崩壊した。インドシナ情勢の変化を受けてアメリカは近代中事件の影響もあって冷え込んでいた日韓関係の修復を望みそのような中で 日韓関係の修復が図られるようになった。5月には韓国の金消失首相が来日し、宮沢外相、そして三木首相と会見した。そして7月には宮沢外相が訪韓して、朴正紀大統領らと会談した。そして日韓関係の懸案事項であった近代中事件の政治決着が図られ、先日のように9月には、 日韓定期閣僚会議が再開された。1975年6月、フランスのジスカール・デスタン大統領は、先進国の首脳が一堂に会して、懸案事項を話し合う、先進国首脳会議の開催を呼びかけた。この呼びかけに、当時の中仏大使の北原秀夫は、先進国首脳会議への日本の参加を強く訴え、情報収集と、フランス側との接触に尽力した。 北原はミキに対しても日本が先進国の首脳会議に出席する意義を強く訴え、北原の説得にミキも日本にとって画期的なことであるとして積極的な参加の意思を示した。しかし当初アメリカはヨーロッパ諸国から球団を受ける場となるとして参加に消極的であった。ミキは先進国首脳会議にアメリカが参加すべきであると考え、 8月に予定された日米首脳会談の席でアメリカに3回呼びかけを行うことにした。ミキは1975年8月2日アメリカに向かった。ミキは8月5日にフォードとの第1回日米首脳会談に臨むことになるが、会談冒頭、訪米最中に日本赤軍がマレーシアのクアラルンプールにあるアメリカ大使館とスウェーデン大使館を襲撃し、 大使館員を人質に取るクアラルンプール事件が発生した。ミキは人質の人命と安全を最優先とし、大使館襲撃犯の要求である服役、または高知中であった日本赤軍活動家の釈放を、長方期的措置として認めたことを説明した。第1回会談では、ヨーロッパの安全保障、中祖対立、東南アジア問題が話し合われた。ミキは、 ヨーロッパ関連の話題は、基本的にアメリカ側の見解を伺う姿勢を見せたが、アジア関連の話題では、アジア諸国を日米が協調して支援していくことを提案し、良好な日米関係が日本外交の基礎であることを、ミキは日米首脳会談の席で明確にした。第1回会談が行われた日の夕方、ミキの要望によると思われる。 第2回日米首脳会談が急遽行われた。この会談は、ミキとフォードが通訳を同行しただけの事実上雑誌の会談となり、日本の外務省も事前に知らされず、日本側の通訳も外務省職員ではなく、ミキの側近であった国広正雄が務めた。この会談の協議内容はこれまでのところ国広が明らかにしていないため、アメリカ側の資料によれば、 まず日本の政治情勢について意見交換が行われた。ミキはまず現状の日本の政治情勢では自民党のみが政権担当能力があることを指摘した上でこのところの国政選挙での得票率が下がってきているため自民党の政策をリベラルなものに転換していく必要性を強調した。日本の政治情勢についての意見交換が終わった段階でミキはフォードに フランスのジスカールデスタン大統領が提唱した先進国首脳会談へのアメリカの参加を働きかけた。フォードは会談開催前に参加各国間での意見のすり合わせの場が必要であるとの認識を示したが、明言は避けたものの参加の意向を示した。翌6日に行われた第3回会談では、まず前日夕方に話し合われたサミットへの参加問題の確認がなされた。 フォードは改めて参加する方針を伝え、ミキにとってアメリカがサミット参加の方針であることを確認できたことは収穫であった。3回目の会談で主な議題となったのは朝鮮半島情勢と中東情勢であった。朝鮮半島情勢では韓国の安全保障が日本の安全保障に大きな影響を持っていると認識していたミキは、 政権発足当初から韓国との関係改善に動いており、アメリカ側としても日韓の関係改善を歓迎する意向を示した。また、中東情勢ではミキが中東和平に関してアメリカに協力する旨表明し、一方フォードからは日本がエジプトに対して援助を行うよう要請した。財政難を理由に援助の大幅増額に難色を示す日本側に対し、 アメリカ側は前年の田中首相との日米首脳会談の席で日本が南ベトナムへの援助を行うよう要請していたがその南ベトナムに行う予定であった援助をエジプトに振り向けるように強く要望した。これはアメリカの都合で日本の援助先を変更させようとしたものであったがミキはこの件に関してアメリカ側に反発を見せることはなかった。 1975年8月の日米首脳会談では、ミキが日本外交の基軸とする日米友好関係が再確認された。一方、日米協力とは言っても、エジプトへの援助問題から見えるように、アメリカ側の要求を日本が受け入れるという意味合いも強かった。しかしミキが日米首脳会談の主要目的の一つとしたアメリカのサミット参加問題については、 アメリカの参加以降を確認することができた。また、ミキと同じ区議会での政治経歴が長いフォードとの個人的なつながりを深められた点も収穫であった。特にミキとフォードとの親密な関係は、翌年のロッキード事件の際にミキがフォードに対し事件に関する資料の提供を要請する新書を送ることにつながったと考えられる。百七十五年十一月、 フランスのパリ郊外にあるランブイエで初の先進国首脳会議が開かれた。会議の主たる議題はオイルショック後の世界経済の立て直しと当時緊張が高まりつつあったソ連、東欧などの東西問題であった。サミットに参加したミキが強く訴えたのは南北問題であったが他の首脳の関心は必ずしも高くはなかった。ミキは各国首脳に粘り強く働きかけ、 共同声明の中に南北問題について入れることに成功した。ロッキード事件と見下ろしロッキード事件の勃発ロッキード社の日本への航空機売り込み工作が日本政界を大きく揺るがすロッキード事件となった。田中金脈で深く傷ついた自民党の危機にいわば緊急避難的な事情で成立した三木政権であったが公職選挙法改正。 政治資金規制法改正、そして独占禁止法改正と自民党の支持基盤にメスを入れるような政策を次々と実施しようとする幹に対し自民党内の反発は強まっていた。これは自民党の支持基盤を揺るがす政策を進めようとしているとの反発もさることながらシーナ最定といういわばイレギュラーな形で総理総裁になった幹が 本格的な改革を進めようとしたことに対する反発も強かった。金脈問題で世論の手段を浴び、自民党に深手を負わせた前首相の田中であったが、三木のもたつきを見て動き始めた。田中は1975年8月に三木の退陣を前提として、椎名暫定政権、または堀暫定政権案を自民党内に流していた。 自民党内からその政治姿勢に対する批判を浴びた。三木は靖国神社参拝、独占禁止法改正案の国会再提出の断念など批判派との妥協を図った。三木の妥協に対して世論の反応は厳しく内閣支持率は低下して三木政権は危機に立たされた。1976年に入ると田中は復権を目指し、ますますその動きを強めつつあった。 このような政権の危機状態に陥っていた、ミキの前にアメリカから大きな知らせが飛び込んできた。1976年2月4日、アメリカ上院外交委員会多国籍企業、省委員会の席で、ロッキード社が自社の航空機売り込みを図り、工作資金を日本、オランダ、イタリア、トルコなどに投入したことが明るみに出た。いわゆるロッキード事件の発端である。委員会は、 ロッキード社のコーチャン副会長らを参考人として招致するなど調査を進めた。数日間の間にロッキード社からの日本向けの工作資金は当時の為替レートで30億円を超えた額であること、そして工作資金はロッキード社の航空機売り込みを図ることを目論み、表の代理人役として、商者の丸紅、そして小玉義雄を裏の代理人役として、 日本の政府交換に渡された、いわゆる贈賄が行われたこと。そして小玉以外に、国際工業車種の宇佐野検事も、ロッキード社の売り込み工作に関与していたことなどが明らかとなり、日本の政界は蜂の巣をつついたような騒ぎとなった。航空機売り込みの便宜を図ることを目的とし、日本政府の交換に賄賂を送ったという、ロッキード事件の発覚を受けて、 野党は早速衆議院に予算委員会で疑惑の追及を開始した。ミキは日本の政治の名誉にかけても真相を明らかにし、法に触れることが明らかとなれば厳重に処置しなければならないとし、事件の徹底究明への意欲を見せた。党内からの政治姿勢への反発、支持率の低下という危機に直面していたミキにとって大規模な疑国事件であるロッキード事件の発覚は、 起死改正のきっかけとなった。ミキがロッキード事件の徹底究明に努力した動機については、まず自らの政権危機に見舞われている最中に、復権に向けて活動を活発化させていた前首相の田中を追い落とす絶好のチャンスであると判断したためとする説がある。ロッキード事件への関与が明らかとなった、長野検事は田中との親密な関係で知られており、事件に 田中の関与があることを想定するのは容易である。三木は、金脈問題で、首相辞任に追い込まれたとはいえ、強大な力を持ち続けている田中を、倒しうる潜在一風の機会を捉えたとするのである。一方、初当選以来政治浄化を唱え続けてきた三木に、とって、ロッキード事件の真相を解明することによって、日本の民主主義を守ることが、三木の真の目標であり、 事件を危機に陥っていた政権の不養に利用したり、清掃を勝ち抜くために、田中の追い落としを図るということではなかったとする、見方もある。2期は、首相退任後、政権不養などの必要性がなくなった後も、修正政治と金の問題、とりわけ利益誘導型の田中政治に対する、厳しい批判を続けており、清掃目的のロッキード事件徹底解明では、 この点の説明が困難であるとする。事件発覚から数日以降、アメリカ発の事件に関するニュースが途絶え出した。これは、アメリカ政府内のキッシンジャー国務長官らが、各国政府が事件対応で苦境に追い込まれるのを防ぐため、情報開示を制限するようになったためであった。これ以降、事件の究明は、日本の国会、政府、そして司法の手にかかるようになった。 まず国会は2月9日、事件関係者とされた小玉、長野らの承認関門を決定した。2月16、17日に行われた承認関門では、長野らは肝心な場面では記憶にないなどと質問をはぐらかしながら疑惑を否定した。なお小玉は病気を理由に関門を欠席した。2月19日、政府はロッキード問題閣僚協議会を設置し、三木は 記者会見の席で改めて事件の真相解明への意欲を強調した上で政府交換を含めた事件の全資料公開を原則とすることそして政府交換逮捕に再始始期発動を行わない方針であることを明らかにした2月23日衆参両院はアメリカ政府アメリカ上院に対しロッキード事件の解明のため 事件に関する資料の提供を要請する決議を全会一致で可決した。決議可決を受けて、ミキはフォード大統領宛てに、日本の民主政治は、事件の真相解明という試練に耐えうる力を持っており、日本の民主政治の発展のために、すべての資料の提供を求めるとの内容の、いわゆるミキ新書を送ることを明らかとした。なお、新書発送については、 自民党執行部も外務省も事前の相談を全く受けていなかった。三木おろしの開始と世論の猛反発2月24日、東京地検、警視庁、国税局は、小玉義雄の自宅、丸部日本社などの一斉捜査に入り、ロッキード事件の本格捜査が開始された。捜査の過程で、小玉は東京地検の臨床尋問で、ロッキード社からの資金提供の事実と脱税の容疑を、 認め、起訴された。ロッキード事件発覚当初、自民党内では事件の正解への影響については楽観視する意見が多かった。戦後、多くの疑惑事件が明るみに出たものの、皆、真相解明は不十分なものに終わっていた。ロッキード事件もこれまで、通理、正解の上層部に、捜査の手が伸びる前にうやむやになるものと判断したので、ある。 しかし今回は首相であるミキが真相解明に積極的であった。ミキの姿勢を見て自民党内ではロッキード社からの工作資金を受け取った、いわゆる政府交換本人以外にも急速に不安が高まっていった。政府交換名が明らかとなり、もし逮捕されて起訴されたら自民党が受ける打撃は計り知れない。しかも前回総選挙は1972年12月に、 行われていたため、任期満了は1976年12月となり、間違いなく1年以内には、総選挙が行われる。自民党内で、ミキのロッキード受験真相解明を妨害する動きが始まった。ミキのロッキード事件解明への姿勢に対し、最も深刻な懸念を抱いていた一人は、シーナ副総裁であった。これはもともとシーナの裁定によってミキが、 総理総裁の座に就いたことによる。シーナはミキが、フォード大統領に、ロッキード事件解明に関する新章を送ったことを批判し、ミキに対して、絶縁を宣言する。この頃から、自民党内でミキを退陣させる、いわゆるミキ卸ろしの動きが始まることになる。シーナの周辺では、ミキ卸ろし、そしてミキ後の政権構想がうごめき始める。またミキに対する批判を強めていた。 田中前首相、そして太平洋蔵大臣らが三木大臣への動きを強めつつあった。このような中、まず3月11日に、報道大統領から三木新書の返書が届いた。返書は、資料の提供は行うが、あくまで司法による捜査に役立てるための提供であって、政治的な利用は認めず、事件が解明されるまでは、秘密扱いとするという内容であった。 3月24日には、未期新書を受けたアメリカ側の提案を受け、日米政府間で司法教助協定が結ばれた。協定では、日本の検察に事件資料が提供されるとともに、アメリカ側の事件関係者に嘱託尋問を行うことが定められていた。こうして4月に入って、日本の最高検察庁にアメリカ側からのロッキード事件関連資料が届けられた。 田中は4月2日の田中派総会の席で、ロッキード事件に関する自らの関与を否定する私の書簡を読み上げた。翌日の4月3日、三木は記者会見の席で、刑事訴訟法第47条の正し書きについて述べた。刑事訴訟法47条では、訴追に関する書類は、後半会手前の開示を禁じているが、正し書きに、 公益上の必要その他の自由があって相当と認められる場合はこの限りではないとの例外規定を設けておりもし不起訴になった場合でも疑いがある政府交換面を公表することがあり得るとしたのである。なおミキに対して政府内の法律関係者は刑事訴訟法第47条の正し書きについて触れないように助言していたというがミキは自らの判断で記者会見で 刑事訴訟法第47条の正し書き適用の可能性について明らかにした。ロッキード事件の影響で国会の法案審議は停滞した。低迷していた景気回復を目指した財政とクレー法案は成立が困難となり財界の幹離れも進んだ。このような情勢下でこれまで三木派、福田派、中曽根派で支えてきた三木政権から 福田派が離反の動きを見せるようになる。シーナは5月の連休明けに本格的に幹木下ろしに動き出した。シーナは田中、太平、福田と相次いで会談し、遅くとも通常国会が終了するまでに幹木を退陣に追い込むことの合意を取り付けた。田中派、太平派、それに福田派までが幹木大陣で合意すれば、党内の大多数の支持を失った。 ミキの政権維持は不可能になり、シーナの見下ろし工作は成功するかに見えた。しかしミキは猛然と反撃に打って出た。シーナが田中、太平、福田とミキ大臣について会談した事実が明るみに出た5月13日、日経連の総会の席で、この南極勝利は40年ひたすら議会制民主主義に捧げてきた私の政治生活の総決算だと覚悟している。 中途半端に私の使命と責任を放棄することは絶対にないと宣言し、ロッキード事件究明と政権維持に断固たる決意を明らかにした。ミキのロッキード事件徹底解明の姿勢は国民からの支持を集め、一時期低下した内閣支持率も持ち直してきていた。そのような中でのシーナのミキ対人工作が明らかになると世論から ロッキード隠しであるとの猛反発を浴びた。激しい世論からの反発に直面したシーナらは狼狽した。また、ロッキード事件の疑惑の過中にあった田中と三木卸ろしについて合意し、三木内閣の有力閣僚である福田大平が三木政権の対人工作に乗るというのはいかにも筋が悪い話でもあり、結局シーナ主導の三木卸ろしは失敗に終わった。田中逮捕と ミキオロシの激化、田中角への逮捕が、ミキオロシ激化のきっかけとなった。ロッキード事件の最中、ミキを支えていた、松野雷蔵政調会長らの説得を振り切り、自民党から河野洋平、西岡武雄ら6名が離党して、新自由クラブが決闘された。6月21日には、ミキと椎名が会談を持ち、ミキ大成果で、ロッキード事件の真相解明を進めることで合意した。 この頃からロッキード事件による関係者の逮捕が始まった。シーナ主導の三木ろしを乗り切ったミキは7月半ばには自らの手で総選挙を行う意欲を見せていた。7月26日、選挙区である新潟県内の川であゆ釣りを楽しんでいた稲葉法省のもとに法務省刑事局長から電話がかかってきた。電話の内容は 田中前首相の逮捕状請求許可を求めるものであった稲葉は起訴できるのか、後半維持は可能なのかを確認した上で許可を出した。稲葉は中曽根派であったが、派閥の長である中曽根にも知らせることなく、首相の幹にのみ、田中逮捕の予定を知らせた。福田は幹から田中逮捕についての相談を受けなかったことに不快感を見せたが、大平。 中曽根は連絡を事前に受けても困っていたと話していたという。1976年7月27日朝、田中前首相は逮捕された。田中の逮捕は一旦沈静化していた、三木おろしを激化させた。福田は三木に対し、党幹部仲間の田中の首を切った血がをぶら下げた、まま政治はできないので、そう辞職するように三木に進めた。そしてとりわけ、 田中逮捕に行き通りを見せたのが主を逮捕された田中派であった。田中派は田中前首相の逮捕により、もはや幹木下ろしがロッキード隠しといわれる筋合いがなくなったとして、幹木下ろしへと走った。幹に対する憎悪や怨念に突き動かされた田中派は、シーナに代わって幹木下ろしの中核を担うことになり、それにポスト幹を狙う福田派、太平派が同調し、 さらに中間派も争うように、反ミキの流れに加担した。ミキはまず8月11日、12日と、福田、太平と個別に会談を行い、反ミキの流れを食い止めようとした。結局この会談の中で、福田、太平とも、ミキを追い詰めることができなかった。田中は8月17日に保釈されたが、目白の自宅に戻った、田中の口から語られるミキに対する憎しみを、 田中派議員たちは聞かされることになった。結局8月19日には、田中、福田、太平の3派に中間派の自民党国会議員らが参加する、見木下ろしを進める、巨党体制確立協議会が結成された。巨党協は、船田中を代表世話人とし、自民党全国会議員の3分の2以上が参加し、福田、太平を含む三木内閣の閣僚15名が参加した。 巨東京はまず両院議員総会の開催を要求した。三木執行部が要求を拒否すると巨東京側は8月24日に独自に両院議員総会を開催し、臨時国会召集前に党の刷新を行うことを決議した。しかし三木はあくまで退陣を拒否し、8月21日、23日の福田、太平との個別会談、そして24日、 25日と行われた、三木、福田、太平との三者会談の席でも、福田、太平の臨時国会前の大臣要求を拒否し、あくまで、三木政権での臨時国会召集を主張した。なお、三者会談の席で、三木は、福田、太平の両名に、私が辞めた後、君たちのどちらが首相をやるのか、と尋ね、福田、大平は、まだ決まっていないと答え、三木から、 後釜も決めずに、私にやめろというのかと反撃された経過もあった。激しさを増すばかりの党内対立の中、中曽根幹事長らは妥協を模索するが、交渉は決裂した。もはや、三木と巨頭京都の対決は、のっぴきならない段階にまで陥っていた。9月10日、三木はこれ以上臨時国会召集を遅らせることは、できないとして、午前の閣議で10月に、 臨時党大会を開催することを盛り込んだ初心を表明した上で、夕方に改めて臨時の閣議を開催して、臨時国会召集を閣議決定すると宣言した。三木は臨時国会を開催した上で、衆議院解散を断行するつもりであった。しかし、巨東京側の15名の閣僚は三木に激しく反発し、結局この日夕方からの閣議は5時間に及んだ。 三木は15名の反対派閣僚を罷免して、三木を支持する後、閣僚に三閣僚ずつ兼務させた上で、臨時国会を召集し、解散に持ち込むことを検討した。実際に、井出一太郎官房長官の指示で、閣僚罷免についての法律上、手続き上の問題を調べており、反対派閣僚を罷免した上での解散断行の手続きも進んでいた。 しかし結局ミキはその方法を選択することはなく、緊迫した閣議は、井出官房長官の、まあ、お茶でも入れましょうやの一言で三会となった。ミキは15名の閣僚を罷免して、臨時国会召集、解散というのは、ファッショと呼ばれる。民主主義のルールは守らなければならないとの考え方に、基づき強行策の採用を断念した。反対派閣僚を罷免した上で、 臨時国会を召集し、衆議院を解散して、己の初心を国民に問うという方法を選択しなかったことについては、未期の政治家としてのバランス感覚を示すものとする、見方と強力な政治力が求められる合意かつを思い、決断が必須な情勢であったのにもかかわらず、決断力不足という未期の政治家としての限界を示したものとの見方がある。ところで、 自民党内の3分の2を超える反ミキ勢力に退治せねばならなかったミキと同じくらい反ミキ勢力側も重いジレンマに悩まされていたもしミキが閣僚を罷免した上で臨時国会を召集して衆議院解散を断行した場合総選挙では自民党の分裂が決定的となり挙党協はロッキード隠し勢力とみなされて惨敗を喫しかねなかったからである 政権を失う可能性の高さを考えると、すでに首相を務め上げた上、ロッキード事件で逮捕されたことによるミキに対する怨念に取り憑かれた田中や領収を逮捕されて、ミキに対する憎悪が強い田中派以外、このようなリスクを抱えながらミキ大臣要求で突っ走り続けることには無理があった。特に、福田、太平にとっては、自らの首相への道を閉ざされかねず、 強行一本槍の対応は取り得なかった。これは他の巨東京幹部にとっても事情としては同じであり、8月24日の両院議員総会の席では三木総裁解任を要求する田中派を抑えていた。結局三木と巨東京はギリギリのところで妥協が図られることになった。9月11日の朝、中曽根幹事長と太平蔵省が会談し、 中曽根幹事長から両院議員総会を開催し、首相から臨時国会では解散を行わない旨表明するとの提案がなされた。前日未木が反対派閣僚秘免という強行策に出なかったこともあって、挙党協側も妥協に転じており、大平は中曽根の提案を受け入れ、続く中曽根と福田の会談でも、福田は中曽根案を受け入れた。福田、 大平への根回しの後、三木、中曽根、堀、船田の会談が開かれ、三木と巨頭京都の激突による自民党の分裂は回避された。9月14日に開催された両院議員総会の席で、三木は臨時国会で巨頭的な協力体制のもと審議が進めば、解散はないこと、10月に総選挙への体制がためを行うために臨時党大会を開催すること、そして、 ロッキード事件を党再生の契機とし、党の体質を一新することの3点を初心として述べた。結局ミキは事実上解散権を封じられることになったものの、巨頭京側から身体を強要されることは免れることができた。田中前首相逮捕から約1週間後というロッキード事件の捜査が佳境に入った時期の8月4日の深夜、鬼頭四郎判事保が、 布施検事総長を名乗り、三木に偽電話をかける偽電話事件が発生した。検事総長を語った鬼頭は、田中前首相の後半維持は困難であり、それよりも中曽根幹事長の疑惑が強まっていて、首相が指揮権を発動して捜査を止めるしかない状況であるとして、三木に指揮権発動の現地を取ろうとした。三木は、 鬼頭の策略に乗せられなかったが、結局秋になって事件が発覚し、鬼頭は反時報を罷免されることになる。また、ミ木キと巨東京側が激しい島内抗争の火花を散らしていた9月6日には、ソ連のミグ25戦闘機が領空侵犯した上、函館空港に強行着陸するベレンコ注意亡命事件が発生した。ミグ25に乗っていた。 ベレンコ中尉はアメリカへの亡命を求め、日本政府は亡命を認めた。また、ソ連が即時返還を要求したミグ25の機体は、米軍と共同で解体調査の上、ソ連側に返還した。内閣改造と党役員人事1976年9月15日、ミキは党役員人事と内閣改造を行った。党役員人事では、 まず、巨頭教側から強い批判を浴びていた、中曽根幹事長の交代が図られた。中曽根自身も三木政権はもう先が長くないと読んでおり、幹事長退任を了承した。そして、椎名副総裁は、辞任を拒否し、留任となった。当参役について、三木は、当初、副大派であるが、これまで政調会長として、三木を支えていて、政治力もある、松野雷造を、 幹事長とし、中曽根派の桜内義夫総務会長、太平派の内田常夫を政調会長とする人事案を考えていた。しかし未期への接近が目立つ松野の幹事長就任に、福田、太平をはじめとする反キ勢力が強く反発したため、結局内田幹事長、松野総務会長、桜内政調会長という陣容となった。続く内閣改造では、 巨東協に参加しなかった稲葉法省、長井文省、川本通産省、井出官房長官、坂田防衛庁長,長官は留任となったが、福田副総理県経済企画庁長,長官、太平蔵省以外の巨東協参加の13閣僚はいずれも再任されず、しかも見き下ろし最大の推進勢力であった田中派からの閣僚は、衆議院議員ではこれまでの3名から1名へと減らされるなど、 三木と巨東京との激しい権力闘争の中で、三木寄りの人物への論考交渉という色彩が濃い、人事となった。さらに続く安東同役員人事と内閣改造後も三木と巨東京側との安東は続いた。三木は、ロッキード社から現金を受け取りながら、刑事訴追を免れた政治家たち、いわゆる灰色交換の使命公表問題に頭を悩まされることになる。 先日のように三木は4月3日の記者会見で明らかにしたように刑事訴訟法47条の正し書きを援用して灰色交換の指名公表を行うことを考えていた。しかし公益上の必要その他の自由があって相当と認められる場合はこの限りではないとの例外規定の適用を判断するのは基本的に司法の領分であり、 政府がこの正し書きに基づいて、灰色交換の指名公表に踏み切るのは法に対する政治の介入であるとして、未期の灰色交換名公表の方針には、法務、検察当局からの強い反対もあった。10月15日、稲葉法相は、衆議院、ロッキード問題特別委員会の席で、ロッキード事件で逮捕された、田中角栄、橋本富三郎、佐藤隆之以外に、 灰色交換は14名いると報告した。しかし野党側は、稲葉の報告に納得せず、あくまで氏名を公表するよう迫った。結局幹は収賄の容疑が濃厚であるものの、事項内し職務権限の関連で基礎が見送られた政治家の氏名公表に踏み切る決断をした。11月2日にはロッキード問題特別委員会の田中井参事委員長から委員長提案として、 時効で不起訴になった政治家、職務権限はないもののトライスター売り込みに関して金銭を授受した政治家について政治的道義的責任があるとして指名公表を行いたいとの提案を行った。これは政府が自らの判断で灰色交換名を公表せず国会の要請に基づいて灰色交換の指名を公表する形としてホーム 検察当局からも受け入れ可能なものとする狙いがあった。11月4日、ロッキード問題特別委員会は秘密会を開催し、稲葉法省は事項により不起訴となった政治家として、福永和美、加藤武月の2名、職務権限がないため不起訴とした政治家として、二階堂進む佐々木秀代の2名の名を挙げた。この灰色交換名公表は、 巨東京側から強い反発を受けた。巨東京側も体制固めを進めた。三木退陣後、福田と太平の間で、どちらが次の首相となるのか決まっていなかったことが、巨東京の弱点であった。結局ポスト三木は福田に一本化され、巨東京は10月21日に総会を開き、福田後継を正式に決めた。三木改造内閣は、 戦後初めて昭和51年度当初予算から赤字国債の発行を組み入れることを決め、また防衛費を GNP1% 以内とする方針とすることを閣議決定する。この2つの政策課題の決着を見届けた上、11月4日の臨時国会閉幕後、挙党京から直主犯とされた福田、副総理兼経済企画庁長,長官は辞任した。 このような動きの中、三木は12月には、衆議院議員の任期満了が迫っている状況から、もう総選挙を前に、党総裁を交代させる余裕はなく、すべては、総選挙が決めると判断しており、挙党協の動きを気にしないようになっていった。一方、党三役は9月の両院議員総会で、決まった10月開催予定の臨時党大会の、扱いに頭を悩ませていた。 しかし、総選挙が迫る10月に、臨時党大会を開催するのが非現実的であるとの認識は、挙党協側も共有しており、10月29日、党三役と巨党協側の幹部が話し合った結果、臨時党大会は、総選挙後、特別国会の開催前に行うことで意見がまとまり、総選挙は、未規制喧嘩で行い、総選挙後の体制は、特別国会前に開催される、 臨時党大会で決める方針となった。11月6日の持ち回り閣議で第34回衆議院議員総選挙を12月5日に行うことを決定し、戦後初の人気満了による衆議院議員総選挙となった。総選挙敗北による対人激しい幹下ろしをんとかしのぎきり、自らの政権で衆議院選挙を行うことができた。 三木であったが、三木と巨頭京との激しい対立によって、自民党は事実上分裂選挙となった。巨頭京は、次期首相候補の福田を押し立て、派閥解消実行委員会という事実上の選挙対策本部を立ち上げ、三木執行部の党本部とは、別個に候補者の地盤調整、資金援助を行った。選挙戦開始直後、三木は東京で第一声を上げたが、 福田は大阪でロッキード事件解明に囲つけて国民が期待する景気回復という仕事をなおざりにするのは許されないという趣旨のミキの政治姿勢を通列に批判した第一声を挙げた。党本部は12日に日比谷野外音楽堂で演説会を企画したが福田は現れなかった。また地方からは党総裁であるミキの遊説を拒否するところも出た。このようにはっきりとした 分裂選挙になってしまった自民党ではもちろん選挙の盛り上がりもかけた第34回衆議院議員総選挙では未期政権で改正された公職選挙法政治資金規制法が適用された初の全国的な選挙となった法改正の結果選挙運動はこれまでのやり方から変更を余儀なくされたが とりわけ政治資金規制法の改正と財界の三木離れの影響で自民党の選挙資金調達は困難となり結局前回総選挙の半分以下の金額しか集められなかった。選挙戦終盤になって各種世論調査で自民党の苦戦が伝えられるようになると自民党内にようやく深刻な危機感が生まれた。もし自民党が地滑り的な大敗を喫すれば 政権の座そのものから滑り落ちることになり、選挙後の政権がミキとか、福田とかなど言っていられなくなるからである。投票を2日後に控えた12月3日、ようやくミキと福田は同じ自民党の選挙カーに乗って握手を交わすことになった。12月5日の選挙結果は自民党の大敗となり、公認候補では過半数割れとなる249議席。 保守系無所属の追加公認を加えて、ようやく過半数に達した。12月の総選挙時には、ロッキード問題を徹底追求するミキと、ロッキード各市の挙党協という構図は色あせたものになってしまっており、国民はミキと挙党協との争いは、自民党内の醜い権力闘争と見るようになっていた。総選挙直後、ミキは選挙結果について、責任を痛感していて、 責任を回避するつもりはないとの内容のコメントを出し、退陣を示唆していた。その後、マナズルの別荘にこもり、私の書簡という文章を作成した。なお、私の書簡執筆に、ミキは一週間かけたと伝えられている。12月17日、ミキは私の書簡を、と三役に提出し、正式に退陣を表明した。書簡の中で、ミキは退陣を表明した上で、 長老政治の体質打破、ロッキード事件の徹底解明と、近県体質、派閥構想の一層、全党員参加による総裁公選制度の採用という3点の自民党改革に向けての提言をした。12月23日、自民党衆参両院議員総会で、未期の総裁辞任が認められ、直ちに党大会に変わる位置づけの両院議員総会で満場一致で、 福田が新総裁に選任された。翌24日、三木内閣は総辞職し、主犯指名選挙で、福田が首相に指名され、福田内閣が成立した。首相時の三木の生活と政治スタイル三木は、前首相の田中が利用しなかった総理大臣皇帝での生活を選んだ。当初は首相就任直後の百七十五年一月に入居予定であったが、 皇帝には、ゴキブリとネズミが大量発生していて、とりあえず駆除を、ある程度行った上で、総理に就任して、約4ヶ月後の3月になって、ミキは皇帝に入居した。しかし相変わらず、ゴキブリは多く、食器もほとんどなくて、来客対応にもことかくありさまだったので、妻のムツコがとりあえず食器を揃えたという。また皇帝は広いものの、 書斎兼食堂兼今のような日常を使用する部屋が一つあって、あとは日本館、立派な応接館、客用の食堂などがあるという構造で、当時の首相皇帝はあまり使い勝手が良くなかった。三木夫婦は三木の首相時代、通常月曜の朝から金曜の夕方まで皇帝で生活し、金曜の夜には渋谷の南平台の指定に戻り週末を指定で過ごし、 また月曜の朝に皇帝へ戻るという生活をしていた。また、首相時代の三木の主席秘書官は、三木が大学時代に下宿をしていた下高縄の竹内、君池の子息、竹内清であった。また他の秘書官には、娘婿の高橋渡る、報道担当には中村慶一郎らがいた。前任者の田中が官僚をうまく利用していたのに対し、 ミキは官僚を積極的に活用せず、官僚外のブレーンを主に活用した。首相就任直後のミキの政治改革の方針を示したミキシア案は、田中内閣の副総理を辞任した後に、ミキのブレーンである有識者らの意見を参考に取りまとめたものであり、独禁法改正案も、小宮龍太郎らのブレーンの経済学者らの協力があったとされている。そして、 日米首脳会談でも、平沢和恵や国広正らを活用し、ライフサイクル計画の立案には、村上康明や小宮龍太郎らが関わっていた。これら、三木のブレーンとなった学者の難名化は、太平政権、中曽根政権でも、政権のブレーンとして活躍することになる。三木政権では、党の執行部は、他派閥が握っており、三木派の人材不足もあって、 政策の立案、調整や根回しは三木本人が行うことが多かった。三木は電話まであり、自民党や財界ばかりではなく野党の幹部に至るまで、首相在任中の三木は、多い日には1日に30件の電話をかけていた。また三木は説得の手段として、親書を送ることも多かった。演説に定評があった三木は、施政方針演説の原稿は、各省庁の要望。 専門家等の意見などを参考にしながらも、遂行を重ねて、自らの政治姿勢を示すものにする努力を惜しまず、またテレビ出演や、地方遊説に向かう最中も、演説の遂行を続け、ミキの鉛筆なめなめ病と、揶揄されるほどであった。そして、ミキは一対一での説得を得意としており、ミキおろしの際の福田、太平との会談でも、ミキの説得術の高さはいかなく発揮された。 当時の政界には、三木と差しで会うと危ないという言葉があったほどであった。三木政権の位置づけ三木は、金脈問題で世論からの厳しい批判を浴び、大臣に追い込まれた田中政権の後に、金権批判をかわすことを目的とした、緊急避難的な事情で首相に選ばれた。三木は、自民党内では、党内最左派とされ、少数派閥を引き、 暴流とされていた人物であり、いわゆる保守本流が暴流のミキに政権を委ね、期待したことは、金脈問題という金銭スキャンダルで傷ついた自民党政権のいわば関財人として政権を運営することであった。しかし一旦政権を獲得したミキは自民党内で期待された関財人的な役割を超え、自らの政治的な理想を追求しようと試みた。 吉田茂によって基礎が固められた日本の保守政治は1970年代に入って国際政治情勢の変化、高度経済成長の歪みなどの国内情勢の変化を受けて変革が求められていた。ミキは当時政権を担った三角大福というライバルたちと共に己の得意な分野で変革が必要とされた保守政治の修正を試み保守政治に 新たな方向性を見出そうとしたものと評価できる。特に政治学者の田中博士は、三木政権以降の保守政権の目玉政策が、1990年代以降の政権においても繰り返し取り組まれることになったことに着目し、三木政権の成立が吉田政権以降の保守政権からの一大転換期となったと評価している。三木が、 保守政治の修正の中で特に力を入れたのが政治改革と公正な社会の実現という分野であった。公職選挙法改正、政治資金規制法改正といった未期の政治改革への試みは不十分なものに終わったものの、後年の海部政権、宮沢政権、細川政権で見られた政治改革への流れを先取りしたものであると評価できる。 また公正な社会の実現としては、独禁法改正があったが、この試みは自民党内からの強い反発を受け、挫折した。三木政権は政治改革の面では一定の成果を上げたが、戦後政治の枠組みまでに切り込む改革には失敗した。これは三木が保守政党である自民党内の革新派、いわばあくまで体制内の革新派であったという。 限界によるものと考えられる。また石川真美は、三木以降誰も政治と金の問題に本腰を入れて取り組もうとしないことを指摘しつつ、三木がその所属した自民党という保守体制内に与えた影響は極めて小さかったと断じている。権力闘争が続く自民党と三木三木の後を継いだ福田政権は与野党白中の中での厳しい政権運営を強いられたが、 福田、田中、太平三派に支えられ、党内での立場は比較的安定していた。三木派からは、幹部の川本敏夫が、政調会長、続いて、通産省を務め、要職を歴任する中で、自民党内の実力者となっていった。福田は三木が、政権体人事に発表した、私の初心を引き継ぎ、1977年4月の、 自民党を党大会で総裁選に全党員による予備選挙を導入することが決定された。比較的安定していた福田政権であったが、内部では福田と幹事長となった太平との綱引きが進行していた。福田は衆議院解散、総選挙に打って出て、与野党白昼状態を解消した上での総裁再選を狙った。しかし小平の反対もあって、 結局解散総選挙は叶わず、1978年11月に総裁選を迎えることになった。三木も総裁選に出馬する気持ちがなかったわけではないが、立候補したところで、福田、太平の後人を敗することは明らかであり、三木派内からも出馬の声は高まらなかった。しかし三木派から誰も総裁選に出馬しないとなるとた、派閥の草刈り場となりかねず、 三木派からは三木の打診で川本が出馬。福田、太平、中曽根康弘と合わせて4人での対決となった。ロッキード事件の裁判を抱えていた田中にとって福田よりも名優である太平の方が政権担当者として安心感があった。田中は太平への全面支援を決断し、田中派が中核となって全国の党員に対して 太平への投票を働きかけた。ミキは決戦投票時には田中が支援する太平ではなく、福田の支持に回る予定であったと言われている。しかし11月27日の予備選挙開票の結果は大平が1位となり、福田本選への出馬を辞退した。ミキの初心から実現した全党員による総裁予備選は結果として党員の末端まで、 派閥の系列化が進むという皮肉な結果をもたらした。大平執行部において、三木派からは川本が政調会長になる。これを契機に、三木から川本への派閥の継承が進むかと思われたが、三木は派の実権を握り続けた。大平は1979年9月に衆議院を解散し、総選挙に打って出た。大平は財政難国服のため、 一般消費税の導入を訴えた。しかし、解散直後に日本鉄道建設公団の不正経理が明るみに出て、税金の無駄遣いに対する国民の批判が高まる。中でも増税を唱える大平の姿勢に、世論や野党のみならず、自民党内からも批判が殺到した。結局選挙戦の最中に、大平は一般消費税を引っ込めざるを得なかった。月日の投票日は、 全国的に荒れ模様の天気となり、投票率は伸び悩んだ。自民党は、前回のロッキード選挙をさらに下回る248議席と惨敗を喫した。一般消費税問題と低投票率が範囲と考えられた。10月8日、2期は、太平の選挙敗北責任追及の口火を切った。前回選挙の自身と同様、 選挙敗北の責任を取って辞任するよう求めたので、ある。福田、三木、中曽根三派の議員たちが相次いで太平の辞任を要求し、太平の辞任をあくまで拒否する太平、田中両派との間に、いわゆる40日構想が勃発する。大平は、事態打開を図って、三木、福田、中曽根と個別に会談するなどしたが結局両者の間の溝は埋まらず、 太平、田中両派の主流派は太平を首相候補とし、反主流参派は自民党を良くする会を結成して福田を首相候補とするという同一政党から二名の首相候補が出るという異常事態となった。十一月六日、主犯指名選挙の本会議を前に行われた自民党を良くする会の総会の席で、三木は主流派との戦いは力と道義との戦いであるとし、 同義が、数や金の力に敗れてはならないと主張し、総選挙敗北という国民の審判を受けても、やめようとしない大平と、数、そして金の力で、太平を支える田中を通列に批判した。主犯指名選挙の結果、大平が福田を抑えて首相に選ばれた。主犯指名選挙では分裂した自民党であったが、組閣、党役員人事では分裂は避けられ、これまで通りの、 各派閥均衡の人事が行われ、表面上一旦自民党内の混乱は収まった。ただし、第二次太平内閣では三木派からの閣僚は、三木派内で主流派寄りの動きをした人物が選ばれ、さらに阿わせ争のしこりがあって三木と関係が悪い、後藤田真サハルを入閣させるなど、三木や三木派にとって厳しい人事であった。三木や福田は引き続き、太平政権を継続させて、 自身の政治生命の継続、さらなる拡大を目指す田中に対して反発し続けることになる。1980年4月には、反主流参派が自民党刷新連盟を結成し、太平政権との対決姿勢を強めた。野党提出の内閣不信任案提出への対応をめぐって強行論を唱える三木に対し、福田は自重するよう働きかけていた。 しかし5月16日の不信任案採決当日になって、三木は衆議院第一議員会館の会議室に立てこもり、人を呼び集める事態となった。福田や中曽根、そして自民党刷新連盟の幹部も集結する中、本会議会会の時間を迎え、桜内義雄幹事長が二度にわたり、説得を試みるものの、三木や福田は動こうとはしなかった。中曽根は、 不信任案採決寸前に本会議場に入ったものの、三木や福田らは動かなかった。結局69名もの自民党議員が採決を欠席したため、不信任案は可決されてしまった。内閣不信任を受けて太平は衆議院を解散する。5月20日に反主流派は川本安倍晋太郎を代表世話人として党再生協議会を結成し、 大平執行部との対決姿勢を強めた。しかし衆議院解散は参議院議員通常選挙と時期が重なり、衆参同日選挙が行われることになり、参院選候補は派閥を横断した形での支援を要していた。そして、党再生協議会の議員も落選を恐れるようになるなど、分裂の危機感に直面した自民党内には求心力が働くようになった。さらには、 自民党分裂を嫌う財会の働きかけもあり、5月22日には執行部と党再生協議会の間に妥協が成立し、またしても自民党は分裂を免れた。大平は選挙戦の最中に倒れ入院となり、6月12日に死去する。太平の休止はこれまでの激しい抗争と追って変わって自民党の団結をもたらし、飛ぶ雷合戦の掛け声の中、 6月22日の衆参同日選挙は、衆参両院とも自民党が圧勝する。選挙後、太平派の幹部で総務会長を発揮務め、党内調整役として定評があった鈴木善光が政権の座につく。太平政権下での激しい党内構想において、三木は福田と共に反主流派の先頭に立ち、田中、大平らの主流派と激しく対立した。 三木には、同一政党から二人の首相候補が出て、与党自民党議員の大量欠席によって、内閣不信任案が可決するという事態を生み出した、責任があるとの意見もある。三木派の解散と川本派の結成三木派を引き継いだ、川本敏夫。三木派内部では、三木の首相在任前後から、幹部の川本敏夫が有力な総裁候補と、みなされるようになっていったが、 会長は三木が引き続き務めていた。川本は三木派を解散した後に川本派を旗揚げすることで代替わりをすることを目論み、中参同日選挙の選挙中から派閥解消を訴えていた。また、総裁予備選での党員票上積みを狙い、母校の日大の人脈を活かして、系列党員の大量入党を進めていた。1980年6月22日の 中三同日選挙で自民党は圧勝した。選挙後の6月27日に三木派の総会が開かれた。三木はかねてから派閥の弊害を唱えており、三木派は他派と異なり政策集団であるとの自負もあったが、石田博秀が派閥解消を強く主張したこともあり、三木は派閥解消の先陣を切るとして三木派の解散を表明した。しかし三木派の解散直後、 川本は狙い通りに川本派を旗上げし、結局三木派は川本派に代替わりした形となった。政治上下への執念と軍縮議連会長就任三木は首相退任後も初当選以来一貫して唱え続けてきた政治上下に向けての活動を続けた。1979年7月、三木は首相の太平に金のかからない選挙を目指した。 選挙上加特別措置法要項を提案した。そして1980年1月号の政策研究市上で政治再建案年と題し、ロッキード事件後も金にまつわるスキャンダルが続発している状況を踏まえ、道義的な感覚を持ち、金による政治を廃することを訴えた。2月には、ミキは自民党最高顧問となる。1982年8月、 文芸春秋史上で、ミキは田中角栄君をルる流れを発表した。これは、ミキの政治浄化に関する考えの集大成と言えるもので、政治が利権の手段と出し、金権的な政治体質が蔓延している現状を、憂い、政治と金の問題を解決していくように訴えた。ミキは田中に、 ロッキード事件の論告休憩が行われた1983年1月26日、再び政治浄化の必要性を訴えた。そして一審で有罪判決が下された10月12日、田中に対して議員辞職を促した。中曽根政権下の12月18日に行われた第37回衆議院議員総選挙の結果、自民党は250議席と敗北した。 三木は最高顧問として、中曽根の敗北責任を追求したが、中曽根より、いわゆる田中氏の政治的影響力を一切排除する、との総裁声明が出された結果、中曽根に対する批判は沈静化、続投となった。1984年の総裁選時、中曽根に不満を持つ鈴木前首相が中心となって、二階道進むを擁立する工作が行われた。 鈴木は二階堂を擁立することによって中曽根と田中の間を離間させることを狙ったのである。鈴木はまず福田に擁立工作を持ちかけ、中曽根の政治姿勢に不満を持つ公明党、民社党も工作に巻き込んでいった。三木もまたこの工作に同調したが、肝心の田中が反対したために頓挫し、中曽根が総裁に再選された。三木は体力の衰えが、 明らかになってきた1985年12月に石川真澄を指定に呼び金のかからない選挙のための法案を考えていると言って意見を求めた。これは脳出血で倒れる半年前のことであり、三木は政治生活の終盤に至るまで政治浄化に執念を燃やし続けていた。また平和運動にも積極的に取り組み、1983年9月、 国際軍縮促進議員連盟の会長に就任する。ミキは平和研究所を設立する構想を持っており、研究所開設時にはスウェーデンのパルメ首相と西ドイツのブラント元首相を日本に招くことを考えていた。そしてミキ政権で閣議決定した防衛費 GNP1% 枠制限を1985年、中曽根政権が解禁しようとした際、福田。 鈴木の首相経験者と共に反対を表明した。議員在職50年死去未期は1984年頃から体力の衰えが見られるようになった。しかしこの年の春から夏にかけて、東南アジア参加国歴訪とスウェーデンの訪問予定があった。東南アジア歴訪では、タイのプレーム首相、インドネシアのスハルト大統領らとの会談を行った。東南アジア歴訪中も、 体調不良を見せていたミキは、帰国後も体調が優れなかったものの、軍縮議連会長として、ミキはスウェーデンを訪問、平和問題のエキスパートであった、パルメ首相との会談を行った。スウェーデンから帰国したミキの打撃となったのが、明治大学の学生時代に下宿していた家の息子であり、ミキの秘書を務め、そして参議院議員となっていた、竹内清の旧子であった。 竹内の葬儀の際に、幹は立てなくなり、またこの頃から不眠に悩まされるようにもなり、軽井沢の別荘で西洋に勤めたものの、体力の衰えは明らかになってきた。1985年、三木は下記、軽井沢の別荘で、ゆっくりと過ごし、大きな出来事もなかった。しかし1986年2月5日、肺炎で緊急入院する。入院中に、 パルメが暗殺され、首相の中曽根から弔問に行ってほしいと打診があったが、体力に自信が持てなかったミキは断った。この頃には、衆議院の解散総選挙への動きが出てきており、ミキも3月15日には一旦退院、出馬へ向けての準備を進めていたが、体力の衰えから選挙活動にミキ本人が出るのは難しいと考えられた。6月2日に、 衆議院が解散するが、6月4日に、ミキは脳内出血で倒れ、国立医療センターに入院となる。ミキは出馬するかどうか迷ったというが、選挙区での事情もあって、すぐに辞めることも難しく、結局出馬した。選挙戦は、娘の高橋清子が中心となって乗り切り、7月6日の第38回衆議院議員総選挙で、ミキは19回目の当選を果たす。 ミキの入院は続いていたが、病状は夏を過ぎると、幾分回復し、院外外出もできるようになった。1987年4月に、議員在職50年を迎える。ミキは国会に登院して、国会表彰の謝辞の演説を行いたいと、原稿を用意して演説の練習もしていたが、風邪を引き発熱したため出席は叶わなかった。 ミキは病気で国会に登院できないことを気に病んでいて、辞職も考えていたというが、同僚の国会議員たちの意見もあって、結局辞職しなかった。ミキの体力は再び低下していった。阿波市内の神宮寺にあるミキ武雄の墓。1987年10月1日、国立医療センターから三井記念病院に転院する。この年の暮れ、水臓に影があることが発見された。 影は、膵臓癌であり、年齢や未起の全身状態から手術は不可能であった。癌の進行は早くなかったものの、1988年9月には、肝臓に影響が出るようになった。11月13日には親族に目が離せない状態となったとの連絡があり、翌14日、未起は死去した。81歳だった。解剖の結果、 水臓からの出血が心不全を起こしたことが死因とされた。三木の死去後、三木の遺体は病院から国会前を通って自宅へと戻り、11月17日に芝の増場寺で三木家の葬儀が営まれた。続いて12月5日には日本武道館で内閣衆議院の合同葬が行われ、さらに12月25日には故郷の徳島市立単育館で 県民葬が行われた。三木の墓は故郷である徳島県阿波市内の神宮寺にあり、分骨はされていない。11月15日、三木に聖二大君一家大受賞が贈られた。12月20日には土井隆子社会党委員長により衆議院本会議の席で三木に対する追悼演説が行われた。 そして1990年11月18日に衆議院名誉議員の称号が与えられ、11月28日には衆議院正面玄関に胸像が設置された。の隣中央公園にある三木の銅像。政治学者のカリベ・タダシは逆風に向かって喫立する、高埋にして孤独な三木の政治家像を鮮やかに伝えていると評す。三木は極めて器用方変が激しい政治家であり、 評価が定まっていない、ないしは評価の難しい政治家とされる。自由民主党総裁、首相まで務めた保守政治家でありながら、いわゆる進歩的な政治家、学者、ジャーナリストからの評価が高く、その一方で保守陣営からの評価が低いとする分析もあるが、そのような二分論ではうまく整理できないとする意見もある。三期の政治姿勢の特徴として、 初当選以来晩年に至るまで一貫して、近県政治の打破、政治浄化を訴え続け、金儲けではなく理想の追求こそが政治家の仕事で、あると唱え続けていたことが挙げられる。三木のこのような姿勢は、利権や汚職まみれであるとみなされていた多くの自民党議員とは異なり、国民から清潔な政治家とされることにつながり、自民党に批判的な人々からも支持を集めることに、 成功した。ミキの政治姿勢を示す言葉として、議会の子、クリーンミキがあるが、議会の子は1970年代前半、クリーンミキは1974年以降に用いられるようになったことが確認されており、田中金脈役問題やロッキード事件によって、政治と金の問題がクローズアップされる中、金権政治に対抗するミキにふさわしいフレーズとして、 持ちられるようになったと考えられる。その一方で、三木は、戦後紹介派、そして保守合同後は、自民党の小派閥に属しながら、多数派間にある対立を巧みにつき、したたかに政治的影響力を保持し続ける、憲法術数に長けた面も指摘できる。社会党の水谷長三郎、または、吉田茂が三木を表した言葉とされる、バルカン政治家という言葉は、 こうした、ミキの一面を表現したフレーズである。しかしミキはこの自らの政治姿勢を揶揄した、バルカン政治家という言葉をも、私はこれをおめえとは思っていない、むしろ理想を持ったバルカン政治家でありたいと言い、少数派を率いながら、理想に向かって邁進するという自己イメージに取り込んでしまう。政治学者の北岡真一は、このようなミキの政治姿勢を何か、 積極的な目標に向かって進むものではなく、行き過ぎにブレーキをかける政策を取る。政治家であり、アンチテーゼはあっても、テーゼや方法論にかけ、また強力な政治力を振るったり強引な政治手法を取ることもなかったと評し、さらに、政治資金規制法改正、独禁法改正などの未期の目玉政策について批判している。一方、やはり政治学者の若月秀和は、 ミキにとって政治は、自らの理想を語り、追求していくことが全てであり、政治浄化に全力を傾注した結果、経済や外交といった国政の最重要課題が、なおざりにされ、自民党の団結も阻害され、国政の停滞を招いたと批判している。なお、ミキの政治的知識が十分なものであるとは言えないとの評価は、ミキの政治姿勢を評価する人たちにも見られ、内田健造は、 政治腐敗が起きるたびに、三木の政治理念は想起され、政治の原点として、継承を鳴らし続けていると、三木の政治姿勢を高く評価した上で、党内基盤が脆弱であった三木にとって一政権一、工行は望むべくもなかったとした。小西特王は、三木自身は、現在の課題に対処しつつ、明日のことをしっかりと見据えた対策を取るのが政治で、あると考えていたとする。 このような幹にとって、実現すべき理想を掲げ続ける強靭さとともに、理想とは、かけ離れた社会の中でも政治家を続け、そして、少しでも理想に近づけるために、仲間や賛同者を募るための柔軟性を合わせ持つ、必要が生じ、理想と現実とが乖離している社会の中では、結果として、矛盾だらけかついい加減で、つかみどころがない人物とも、 信念を持った優れた政治家とも見られるようになったと分析する。そして、三木にとって妥協とはあくまで自らの理想に少しでも近づけるために行うものであり、いわゆる駆け引きとは根本的に異なるとする。このような三木の政治家像は日本で一般的な調整型や妥協を行う政治家とは根本的に異なり、これが ミキの評価をさらに難しくしていると指摘している。進化はとしみつもまた、ミキは政治家として理想主義者であり、理想を実現するための力、すなわち権力を求めるのはあくまで理想追求のためで、あって、そのための妥協、策略であったとした。このようなミキは調整、管理タイプの指導者ではなく、理想に燃える目的追求型の政治家であったとする。ミキが、 政治において理想の追求を第一としたという評価は、三木に批判的な政治学者にも見られ、戦術の若月は、三木にとって政治は、自らの理想を語り、追求していくことがすべてであるとし、三木のことを何をしたわけでもないと評した、三栗屋隆史も、また、頑固で自分流を貫き、いつまでも理想を追うと評している。小西以外にも、岡野薫。 カリベ・タダ氏がミキの日本の一般的な政治家と異なる面について注目している。岡野はミキを政治の決定過程において一種の緊張感、同の極めてダイナミックな緊張状態を作り出し、その上で日本政界の近代化、政治そのものの近代化を目指し、状況の転換を図る政治家とした。ミキのこのような特徴は、 アメリカ留学の中で培われたものとも考えられ、日本のなれ合い社会、持ちつ持たれつ社会を色濃く反映した日本政界とは、異質の西方型の論理に基づく政治家であるともいえ、戦後日本の政治家庭では極めて異質な政治的体質の持ち主であったと評価した。そのためミキは、現状打破の前向きの緊張状態を生み出す政治家として、 拒絶反応を受けることになったと分析した。カリベはミキが福沢諭吉を尊敬し、不笑い道を拝して独立自尊の精神を人間の理想としていたことに着目し、ミキの独立の姿勢が日本の政治風土の中では崇高な孤独とならざるを得なかったと評している。そしてミキの政治理念として1960年の安保、 海底闘争後の保守政治の改革方法をめぐって、現れた、岸信介の系統である、福田武雄に代表される、権威派、池田隼人やそのブレインであった、大平正義や宮沢貴一に代表される経済、成長優先派と並んで、石橋丹山の系列を引き継ぐ、福祉国家派であったとする見方もある。ミキラの主張は軍備を縮小し、 その分を経済成長や途上国援助に回すべきとした。さらに経済成長によって得られた財は、福祉や教育に振り向け、中国、ソ連などとの友好関係の確立を通じて、日本の安全保障を図るべきとも主張した。ミキラ福祉国家派は、労働運動に組織されている労働者たちを、このような政策を実行に移すことによって自陣に引き込めると考えたのである。 この見方によれば、ミキは自らの政権で、福祉国家的な政策転換を試みたが、自民党内の主流派からの拒絶反応を受け、挫折したとする。ミキの政治手法の特徴としては、徹底的に時間をかけて、相手を説得する方法を取ったことが挙げられる。ミキはしばしば相手の腕や膝、太ももを掴み、肩を揺すって、熱心に説得を繰り返した。 成田智美社会党委員長は三木に説得されている間ずっと太ももを掴まれていたため足が痺れてしまったとの逸話も残っている。また学生時代を通じて弁論で鳴らした三木は演説にも力を入れた。三木と長年政治活動を共にした井出一太郎は三木の文章はセンテンスが短く簡潔であり演説では繰り返しを多用し国会を国い、 議会を、議会と発音する、徳島なまりも、時々入るが、これも演説内のアクセントとなっていると見ていた。また、自分自身の言葉で語りかけており、これが、いわゆる、ミキ説と呼ばれるゆえんであるとした。そして、ミキは演説など、政治的発話を行うために、常にメモを作成していた。ミキは極めて言論を重んじており、一般聴衆などに向けての政治的発話では、 高埋さを、そして政治的会合や一対一での対話の、席などでは相手を説得すべく、粘っこさを見せた。もともと学生時代から弁論に長けていた、ミキであったが、言論が封じられる中で、戦前の政党、議会政治が自戒していく姿を目の当たりにしたミキは、戦前の反省からより一層言論を重んじ、言葉を武器にした活動を見せるようになったと、考えられている。 また、進化はとしは、言論で政治家となった三木にとって、言論の力に対する信頼感が根底にあり、三木が理想主義者と呼ばれる真の理由は、三木の語った理想の中にではなく、理想を語る言論そのものへの信頼にあるとした。三木政権時代、政調会長、総務会長を歴任した松野来造は、三木の政治手法は、独裁からほど遠く、総裁として、 意見を押し付けることは全くなかったと回想している。ミキが強引な政治手法を取らなかったことについては、北岡慎一が政治の大きな刷新のためには強力な政治力、強引な決断が時には必要であるが、ミキはそのような決断をしたことがないとし、進化はとしみつも、また目的追求型指導者としての見通しの欠如と決断力不足を批判している。一方、 三木の側近から後に首相になった海部都市記は強引なことを行わない三木の政治手法を民主主義のルールを守るものとして評価している。戦前から50年以上に及ぶ三木の政治生活の中で三木の政治信条の一つとして共同主義が挙げられることが多い。三木の共同主義との出会いははっきりとしない点が多いが三木の周都である森徳明とつながりがあった。 天国京太郎が大きく関わっていると考えられる。戦前、森コンツェルンは合成肥料製造に乗り出していたが、肥料の販路として全国率いる産業組合が名乗りを上げた。竜安などを製造する窒素工業は、当時としては高度の技術と設備を必要としたため、大資本でなければ手が出せず、製品も三井物産や三菱商事などといった代償社系が、 独占的に扱っており、新興の森コンツェルンが進出するのは容易ではなかった。しかし森徳明は産業組合との連携によって大資本独占に風穴を開けることに成功した。また三木は徳島県の農村地帯選出の大義士であり、衆議院選挙発出馬時から産業組合の振興を政権に掲げていた。三木は 戦後間もなく発足した日本共同党への参加を、戦国京太郎から進められるが参加しなかった。これは、この維新体制に加担し、登場内閣時には率先して、戦争遂行に加担したメンバーが多く含まれる、日本共同党への参加を見送ったものと考えられる。三木は1946年の第22回衆議院議員総選挙後に、共同民主党、国民共同党と、 共同主義を標榜した政党に所属し、国民共同党では、初期長、そして党首である中央委員長を務めた。国民共同党は、民主党の野党派と合同して、国民民主党に、そして改新党、日本民主党を経て、自由民主党となるが、日本民主党に至ると綱領から、共同主義は全く消え去った。政治学者の竹中義彦は、 三木にとって共同主義は中道主義とほぼ同義であり、自己の政治影響力の拡大や政権獲得のための手段として共同主義を利用した側面が強いとする。また小西徳王によれば、三木の共同主義は弁義上のもので、ほとんど評価しない人が多いと指摘している。その一方で、中曽根康弘、そして三木の妻であるムツコラは、 三木の心情に共同主義があったとしている。む子は三木の共同主義は農村部ばかりではなく都市部の商工業者にも必要であると考えており、例えば戦後の露天商が集まって組合を結成し、それが発展した秋葉原電気街が三木の考えていた共同主義の成果であるとする。共同主義は政党の決闘哲学としての力を失い、戦後間もなく生まれた。 共同主義政党は消滅した。しかし、共同主義から後の市民運動へ繋がっていく流れがあったとの指摘もあり、三木にとっても戦後の混乱期の共同主義活動を通じ、全国各地に地方自治体の主張、地方議員などを中心とした多くの人脈を形成することにつながった。また戦前、アメリカ、ヨーロッパ各国への留学、そしてアメリカ留学の中で、 ミキが得得したアメリカやイギリスなどの自由主義諸国への共感と左右の全体主義に対する警戒心に加えて資本主義的な搾取と左翼的な階級主義の双方を否定し資本主義の枠内で社会的構成を求めるという共同主義の中から見出した中道主義をミキは生涯変わらず唱え続けることになるミキは 決して日本の官僚のことを否定していたわけではなく、日本の官僚機構が国際的に見ても優れたものであることを認めていた。しかしミキが日本の官僚機構を評価していたのは、あくまで行政機関としての役割や機能に関する点であって、自民党など政党が官僚的に運営されることに反発した。ミキがなぜ政党が官僚的に動かされることに反発したのかというと、 ミキが政治家としての道を歩み始めた戦前期、政党政治が没落して、官僚朝鮮主義の内閣が続く中で、泥沼の戦争に突入して国民に多大な犠牲をもたらしたことに対する深い反省があった。政党政治と官僚政治との差について、ミキは国民を代表して政治にあたる政党は国民との地のつながりが立たれれば、生命力を失う反面、 官僚は必ずしも国民との直接的な結びつきを必要としないとし、組織の性格が全く異なることを指摘した上で、国民とのつながりが政党の生命であり、国民から政治が有利すれば政党政治は型ばかりのものになるとした。そして政治が官僚主義的に運用されるようになれば形式主義、権力主義がはびこるようになり、さらに官僚政治は 目前の問題に対処する、いわば受け身の政治であるのに対し、政党政治は目先を廃し、問題を本質的に捉え、対処していくものであると主張した。このような考え方を持つ三木は、政党が官僚的に運営されることに反対し、官僚的な政治を進めているとした佐藤英作の3戦、4戦に反対し、さらに派閥構想や近県体質は、 党の官僚化が原因であるとして、三木が党の近代化を訴え続ける理由の一つとなった。このような三木は、主に官僚外のブレーンとの対話を通して、政策を立案していった。また、三木本人と官僚との関係性も希薄であった。三木政権下、自民党の三木花井に所属する、衆参両院議員のうち、高級官僚出身者はわずか3名であった。そして、三木は、 首相時代の1976年正月、目白の田中邸には多くの高級官僚が年始の挨拶に駆けつけたのに対し、渋谷南平台の三木邸には官僚の姿がほとんど見られなかった。また岸水の政党政治家である三木が自民党内で防流政治家とされ、官僚出身者が保守本流扱いされていることに対し、政党政治の歴史の中では、 大隈重信や板垣大輔の流れを汲む自らこそが保守本流であり、官僚政治は流に過ぎないと自負していた。1937年に政界浄化を訴えて衆議院議員に初当選した三木は、その3年後にすべての政党が解散し、大政翼3回が成立した経緯を目の当たりにした。三木は、 戦前の政党政治破綻の要因は、交換に言われるような軍部の圧力ではなく、政党が腐敗して、国民の信頼を失ったことにあるとみなしていた。したがって、三木は、政党政治を守るため、清潔な政治の実現が必要であるという課い、信念を持つようになった。小西特王は、三木の政治家としての目標は、目覚めた国民が正当な手続きに則っ,って優れた。 代表を選び、その国民の代表が政党を組織して安寧な国民生活を送れるような政治を行うことにあり、いわばミキは民主主義の実現という極めて当たり前のことを主張しており、その目標に向かって修正政治活動を行い続けたとしている。真の政党政治の確立のため、ミキにとって政治浄化は不可欠の条件であり、このため、 修正政治改革を訴え続け、ロッキード事件時には事件の徹底究明を目指し、カネット上による政治、日本的な共同体意識、仲間内意識のようなものに支えられた、田中用語の声との全面対立に陥った。ミキのこのような姿勢については、たとえ主張経験者であれ、悪は悪として処断すべきとの断固たる姿勢を貫き、重圧を跳ね抜けて、 田中を逮捕したことを、三木最大の政治上の功績であるとする意見、自民党内多数の反発を押し切って、ロッキード事件をうやむやに終わらせなかったことを、三木内閣第一の業績に挙げるといった評価する意見がある反面、田中を逮捕にまで追い込んだことが、最良のやり方であったのか疑問とする意見、そして、政治上化に傾注した結果、他の国政の重要課題への対処が、おろそかになり、 国政の停滞を招いたことを批判する意見がある。三木は戦後間もなくお互いの家が近かったこともあって、南原茂との交流があった。その後南原の弟子にあたる丸山正夫とも交流を深め、三木が吉祥寺に住んでいた頃はお互い近所同士となったこともあって安保改定問題などについてしばしば熱心に語り合った。三木と南原、丸山との関係は 政治家とブレーンといった関係ではなく、純粋に親しく思うところを語り合っていたという。ミキの妻、ム子によれば、ミキの学生時代からの親友は、国民共同党以降、政治活動を共にした、松本滝蔵、外交官出身のジャーナリストであった、平沢和江、そして福島慎太郎であったという。ミキの片腕として、GHQ との交渉を一手に引き受けた、 松本滝蔵は1958年、三木の外遊にはほとんど同行した。平沢和江は1977年に死去するが、三木のアメリカ留学時に、ロサンゼルス領事館補として赴任していた福島との交流は、アメリカ留学時から三木の晩年まで続き、福島が1987年に死去した際、すでに病床にあった三木はひどく落胆した。三木を支えた。 政治家の同志として代表的な人物は国民共同党以来修正三木と政治活動を共にした井出一太郎が挙げられる。また福田派から三木政権の政調会長、総務会長となった松野雷蔵は三木の政治姿勢に共鳴し自民党内から様々な反発を受けた三木政権を最初から最後まで支え続けた。また三木との関係が深かった。 移植の政治家として、石田一松がいる。石田は昼は国会議員として活躍しながら、夜は芸能活動を続けていた。ある時アメリカの友人から送られた似合わない洋服をミキが無理して着ていたところ、石田が羨ましそうに見ていることに気づき、プレゼントしたというエピソードが残っている。そして、昭和20年代から30年代にかけてミキと政治活動を共にしていた。 河の金賞の秘書となり、1958年の河の金賞の休止を経て、1960年に昭和生まれ初の国会議員となった、海部都市記は三木を政治の死と仰ぎ、1989年に自民党総裁、首相となった。影響力の確立と変遷三木は1947年の第23回衆議院議員総選挙以降、 党の要職や閣僚を歴任するようになり、選挙中にあまり徳島へ戻れなくなってしまった。同選挙の約1ヶ月前には、三木の母、高野が死去し、母の葬儀もそこそこに選挙戦に突入したが、妻の息子が中心となって選挙区を回り当選する。三木本人が徳島入りができなくなると、徳島県政に三木の影響力を強める必要性が増した。 しかし1947年の徳島県知事選では国民共同党の同僚同士であった三木と岡田勢、一が別の候補を推薦して票が分裂、社会党の安倍五郎が知事に当選した。当時三木も岡田も国民共同党の幹部であり、三木はまだ岡田を抑えるだけの実力はなかったのである。続いて1951年の選挙では、三木は 社会党の影山茂人を社会党離党を条件に推薦した。しかし岡田は徳島市長原菊太郎を推薦、再び対立した。原は岡田や秋田大輔という三木以外の衆議院議員との関係が深く、さらに徳島県内の三木の有力支持者である長尾慎九郎との関係も悪く、三木としても知事に押すことはできなかったのである。 この時の知事選も票が分裂、自由党推薦の安倍国和が当選した。結局昭和20年代、三木は擁立した候補を知事にすることができず、徳島県政への影響力は十分なものとは、ならなかった。1955年の第3回選挙に向けての対応で、二期連続分裂選挙の不手際を犯した三木と岡田は共に自重していた。 海新党徳島県支部の候補者選定では1953年の第26回衆議院議員総選挙で落選した秋田などが候補として上がっていたが、1954年4月、前回落選した原が再出馬を表明。海新党徳島県議団は、現要率に流れた。原と遠い三木よ吉郎と三木武雄は、秋田要率に動いたが、秋田は自身と近い原との衝突に、 消極的で、さらに県政への転出よりも国政復帰を目指していた。結局原が改新党の知事候補となって現職の安倍を破った。三期にとっては秋田や岡田と親しい原の知事就任は不本意さの残るものであった。4年後の1959年の知事選は現職の原が無投票で再選された。原は新産業都市の指定などで、 自民党の有力議員である三木の協力を必要とするようになり、三木にとっても徳島県政に対しての影響力強化のため、原との関係強化を図っていた。そのため、1963年の知事選を迎える頃には、原と三木との関係は以前よりも密接なものになっていた。同年四月の知事選では原が参戦を果たしたものの、同年十二月に脳出血で倒れ、 後継者問題が浮上した。後継候補にまず挙げられたのは、三木良吉郎参議院議員と竹内和夫副知事であった。1964年6月に原が公務に復帰したため一旦知事後継問題は鎮静化したが、1965年8月、知事辞職に至る。この間、三木良吉郎は第7回参議院議員通常選挙で当選しており、 知事候補から外れていた。そこで、竹市が知事後継者として有力となったが、竹市は秋田の系列であったため、三木は知事に擁立するつもりはなかった。三木の異中の人物は、衆議院議員の竹市教診であった。竹市教診は、佐光町の町長を務めた後、1953年の第26回衆議院議員総選挙と1960年の 第29回衆議院議員総選挙に出馬するも、いずれも落選。1961年に、三木が科学技術庁長官に任命された際に秘書官となった後、1963年の第30回衆議院議員総選挙に、三木から資金面と地盤の援助を受け、ようやく衆議院議員初当選を果たしていた。三木は、徳島県議の約3分の1を、 自らの系列議員とし、続いて直系の知事を誕生させることによって、県政支配を完成させようと目論み、出馬に乗り気ではなかった、竹市教振を強く説得、知事選出馬にこぎつける。一方の竹市和夫は、竹市教振が自民党公認候補と決定した後も原が出馬を進めたこともあり、出馬の検討を進めていたが、 結局当選の見込みが立たないため出馬を断念した。三木の強引とも言える竹市強振の知事専用率に対し徳島県選出の他の国会議員は反対できなかった。かつて三木と対立した岡田は1955年の第27回衆議院議員総選挙に落選して政界から引退していた。三木与吉郎はある程度の力を有していたものの三木の実力に 及ばず、コウロミツは、ミキの直系であった。そして秋田大輔小笠君明は当落を繰り返していて、ミキのライバルとはなり得ず、森下元春は1963年の第30回衆議院議員総選挙で当選したばかりであった。また衆議院議員にとって、竹市強信の知事転向は選挙区のライバル現象につながり、とりわけ秋田は、 武市教神と選挙区の地盤が重なるため、武市教神の知事転出の利益は大きかったのである。選挙戦では、三木武夫自らが、選挙対策本部長に就任、現職の通算大臣でありながら、徳島入りして、武市教神の応援を行う。10月5日の投票は、武市教神が当選を果たし、三木直系の知事が誕生。三木の県政への影響力は、 全盛期を迎えた。阿波戦争以降、徳島県政は、三木武雄の天下が続き、県知事となった、武市共心は1969年、1973年の知事選でいずれも再選を果たす。しかしやがて、三木の徳島県政支配に対する不満がくすぶり出す。1971年の第9回参議院議員通常選挙において3期、務めた。 三木おきちろうが引退を表明し、後継として、直近の総選挙で落選した、小笠木美昭を推薦したが、三木竹雄直系のくじめ健太郎参議院議員が、県連会長を務めていた、自民党徳島県連は、三木竹雄派の県議であった、伊藤忠を、公認候補とした。選挙戦は、公認を得た伊藤とも所属で出馬した小笠が共に、出馬、三木竹雄愛党を支援したが、 結局、小笠が大佐で当選を果たした。この時の選挙戦でのしこりが半三武雄、半木竹を、くじめ派を生むことになり、阿波戦争の永遠となった。1974年の第10回参議院議員通常選挙ではくじめが再選を目指し出馬したが、元警察庁長官で田中内閣の官房副長官を務めていた、後藤田正春も出馬することになった。 三木は後藤田に対して全国区からの出馬を進めたが、後藤田の徳島県選挙区からの出馬の意思は固かった。自民党、徳島県連には、九じと後藤田から公認申請が出されたが、結局後藤田が公認され、九じは無所属で出馬することになり、二期連続で分裂選挙となった。阿波戦争と呼ばれる激しい選挙戦では、後藤田陣営に、 地元警察の動員がなされたとも言われ、三木が警察庁長官に直接警告する事態にまで発展した。田中は3回も徳島入りして、後藤田陣営の手こ入れを図ったが、くじめ陣営を支援する三木派も国会議員が徳島入りして応援に走り回った。激しい選挙戦の結果、くじ目が後藤田を振り切り当選を果たした。敗北した後藤田は、 三木政権下での1976年12月の第35回衆議院議員総選挙で当選、以後、半三木の動きの中核となる。徳島県政への影響力低下同総選挙の敗北の責任を取り、三木政権は退陣、それから間もなく、徳島における三木の影響力の低下が見られるようになった。1977年の知事選で、 竹市が4選出馬を表明するが、前年に始まった自民党県議団の分裂騒ぎもあって、保守系県議は賛成派と反対派に割れた。県選出国会議員も、三木と久目は竹市支持、後藤田と小笠は不支持、森下元春は当初中立、後に竹市支持となった。また、社会党衆議院議員の井上博則は後藤田の老いであり、 やはり反武士派となり、公明党の広沢直樹も反武士派であった。このような中、保守系の反武士派県議と革新陣営は共同で、県議会に竹市知事4選出馬断念勧告決議案を提出、可決され、県政刷新議員連盟を組織する。竹市県政批判を強めていた徳島新聞の森田社長も後押しした。同連盟は、 三木晋三を知事候補に共同擁立した。三木晋三は、かつて翌三選挙時に、翼京推薦候補となったものの三木武雄に敗れ、落選した三木熊次の三男であった。一方、竹一は自民党に公認を申請したが、当時の県連会長は、半武士派の小笠であり、県連は竹一が1974年の参院選で、無所属のくじめを応援したことを理由に、 公認に難色を示した。竹市支持派は、県連総務会開催を強行し、公認を決定するに至った。この決定の有効性をめぐってもごたごたが、続いた挙句、自民党本部からは、竹市は公認ではなく、自民党の党籍証明を出す、妥協案が提示され、最終的に、福田竹夫総裁名で、 徳島県選挙管理委員会に政治団体確認書を提出することによって、竹市は公認候補とはならなかったものの、知事選で自民党を名乗れることになった。三木竹雄は竹市を応援したが、知事選は激戦となり、結局わずか約1500票差で竹市が4 0を果たした。直系の竹市がここまで苦しい戦いを強いられたことは、 三木の徳島県政への影響力の衰退を象徴していた。そして1979年の第36回衆議院議員総選挙で三木は戦後ずっと守ってきていたトップ当選の座を明け渡す。1981年の知事選で竹市は5選出馬を表明、三木晋三もリベンジで出馬する。自民党県連は森下元春会長の一任で、 竹市に公認を出し、党本部もそれを認めたが、自民党内の反武士派は、公然と反発して、三木新造への支持を表明し、自民党は、またしても分裂選挙となった。三木新造は前回と、同じく自民党以外の政党にも支持を広めるべく無所属での立候補を選択し、社会党をはじめとする各党は流れを打って、三木猿さん支持を表明した。 三木武雄は武一への支持を続けたが、三木派の県議の中にも、前回の知事選に新勝した段階で五選出馬はないと考えていた者がいたくらいで、武一に対する多選批判は厳しかった。結局知事選では、三木晋三が約3万2千秒差で武一を破り、三木武雄は直系の知事を失った。直系の知事を失った。 三木の徳島県政への影響力は衰退の一途をたどった。三木猿三知事就任後、徳島県議会では後藤田派の県議が増加し、三木派の県議の中にも三木猿三知事に表だって反対しない県議が現れるようになった。1985年の知事選では、再選を目指す三木晋三に対し、三木武雄は自派の人物を対抗して擁立することはなく、 三木派の権威の多くは、秋田大輔系の山本潤作りの支援に回ったが、山本を支援しない三木派の権威もおり、三木晋三は山本を破って、再選を果たす。三木武雄は、その3年後の1988年に死去する。三木は、政治以外、熱中して何かに取り組むことは、ほとんどなかったというが、1955年、三木が、運輸大臣を務めていた際に、 海上保安庁長官の姉妹達次郎から絵を描くことを勧められたことがきっかけで、三木は絵を描くようになった。そして、三木が首相を辞めた後は、三木派の国会議員で、もともと絵の先生であった野呂教一、そして野呂の同級生であった画家の松木重雄らと絵を描くようになり、また平山以降からも絵の手ほどきを受けた。もっとも不器用な三木は絵を描くときにそこ、 イラジューを汚してしまうので、妻のムツコが側にいて、手助けをするのが常であったという。またミキは結婚直後から、妻、ムツコの母である、森犬のところに毎週火曜日通わされ、終字の稽古をさせられた。これは結婚当初、ミキのあまりの悪質を見た犬が、血があまりに汚いので、習いに来るように言いつけたことがきっかけであった。義母の言いつけに対し、 ミキは最初はタイプライターで字を書くから良いと言っていた。ものの、タイプライターの字なんかもらっても誰も喜ばないと説得され、結局犬が存命中は毎週火曜日、終字の稽古を行うことになった。稽古の結果、ミキは、それなりの字を書けるようになり、記号なども行えるようになった。ミキ武雄の妻である、ミキムツコは、森コンツェルン総帥、森徳明の次女として生まれた。 息子は、新聞記者たちから、剣夫人と呼ばれ、記者たちは、夫以上に、最小の器であると言い合っていた。またミキは、自宅ではみなりに構うことなくよく食べこぼしをするので、子供に対するように息子がよだれかけをかけさせていたと、言う。ミキの自宅には、結婚前から書生、そして、国会議員らが常に出入りしており、いわゆる夫婦水入らずの生活を送ったことはない。 このような中でムツコは料理上手にもなり、海賊都市の海藻では朝はミキの好物であるパンケーキを焼き、蜂蜜をたっぷりとかけた上にカリカリに焼いたベーコンを添えたものが食卓に出たといい、ムツコによればアメリカへの留学経験からか、ミキは朝食はなくなるまでパンケーキで通し、終戦直後の物不足の時でもうどん粉を田舎から取り寄せ、うどん粉に 粉ミルクを混ぜた粉でパンケーキを焼いた。なお、息子は、九条の会活動の呼びかけ人としても、知られている。ミキの長女である、高橋清子は、1966年に、医者の高橋渡ると結婚した。ミキは、一人娘の父親らしく、娘を嫁に出すのを春順したという。なお、娘の結婚についてミキが寄せた、 手記の中で、とつぐ娘に対する祝辞の中で、清子が父親の美木の顔を聞かせようとしたことは一度もなかったと言われたのが、最も嬉しかったと書いており、この逸話は美木が、権威的なもの、特権的なものを嫌うことを示している。その後、美木の娘婿の高橋渡るは、美木の秘書となり、清子は選挙のたびに、徳島へ行き、父親の選挙の手伝いをよく行うようになり、 三木の死後、徳島県選挙区の参議院議員を一気務めた。そして、長男広氏は、三木と親しい高崎達之助の孫と結婚する。三木と交際があった作家の井上康氏を仲人として、結婚式が行われることになったが、折り足く激しかった。三木おろしが一段落し、三木が、当三役の改選と、内閣改造を行う日にぶつかってしまい、結婚式には参加できず、 披露宴もいよいよ終わる頃になり、三木がいないのでやむなく井上康氏が、新郎父親のお礼の挨拶を代わりにやろうかという、ところに、ようやく三木が駆けつけた。なお、高橋渡の兄弟と三木派重鎮、河本敏夫の娘が結婚しており、三木と河本は縁石関係でもある。六子の兄に、森赤森清がおり、森義秀は弟、森英介はおいにあたる。 また、睦子の姉の安西光恵は、昭和電工会長などを歴任した安西正夫の妻である。高橋の実施で、武雄の孫にあたる三木律は、睦子の養子となり、1996年の衆院選に出馬したが落選している。実は、後に清子の秘書を務めた。なお、同じ四国の香川出身で自由民主党に所属した衆議院議員、三木武吉と、 縁石関係は一切ない。彼自身は一人っ子のため兄弟はいない。歴代内閣総理大臣の中で唯一の一人っ子である。1937年衆議院議員初当選時、ありがとうございます。